スの皆様こんばんは。始まりました株元の部屋。本日ゲストには株元さんにいらっしゃっております。よろしくお願いします。お願いします。そして、レペゼンなんちゃらから、DJ 脇選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日おとといとは違い、本日はひな壇というものを用意させていただきましたはい、後ろの方にオスが2匹いらっしゃいます。自己紹介の方お願いします。ひな壇の丸です。もっと声出せよ知ってんねえ声やる気なんか。こいつ寝起きやな。寝起きの顔しやがってよ。お願いします。してます。5分前に来やがっておっす。お赤バンダムラです。いやお前は今日だけはちゃう。違うな。今日だけはちゃう。違う。お前酒飲んどんのバレる危ねえ危ねえ危ねえということで本日も始まりました、はい。レペゼン天城夫妻、はい。株元の部屋、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやまさか本当に株元社長がここにいらっしゃることが本当に僕は、うん、嬉しいです。いやいや、こちらこそ、はい。僕がプレゼンした時に、うん、株元さんは乗る気じゃないんだろうなって思いながらプレゼンしてました。はい、まさか、うん、はい、大ファンなんで。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。これが一番嬉しい。切り取って間違いない。切り取っていっぱい TikTok から嬉しい。バンされる前に上げてた動画も全部見てると思います。あ、マジっすか。この YouTube の。そうそう。だってレペゼン3人の頃から見てたって、うん、ガチっすか。もうじゃあかなり初期から見てるってことですか。そうだと思います。多分あの5人の社長の中でじゃあ一番見てるっすよね。まあそうかもしれないです。ありがとうございます。本当にありがとうございます。大ギャップ。間違いない、はい。ただ皆さん今日天城夫妻って言って、やっぱツイッターとか今日も昨日からツイッターでこう募集かけたりとか、うん、だって下の ULP とかから、はい、とか概要欄にカオンさんのチャンネルとか貼ってるじゃないですか、うん、ただちょっと注意事項があってですね、雑魚がお嫌いなんですよね僕もツイートちょっと見ました、ね、はい、はい、結構尖った言葉を投げかけられてた。はい、はい、そこはやっぱどうなんですか。なんで天城福場ってフォロワー増やした後、はい、フォロワーを減らそうと思ってます逆にそう、どうやって減らすんですか。もうザコがフォローしたくなくなるようなことを積極的に発信していこうかなと。あ、なるほどなるほど。そう、年収1000万以下は人権ないとか、そういうことですか。まあそのそういうことですか。コンプラギリ政府のラインで行こうと思って。ああ、なるほどなるほど。まあそうですよね。やっぱプレゼンの時も言われてましたもんね、うん、そのエンゲージが大事だと、はい、やっぱフォロワー多いだけじゃなく、うん、どういう人がフォローしてるか大事ですもんね。ただ僕の場合はもう本当にお金儲けのためでしかないので、はい、フォロワーを増やすっていうのは、はい、お金にならないフォロワーは本当にいらないと思ってるっていう感じですね。ああ、なるほど。はい、なのでザコの皆さんお疲れ様でした。早い、止まってるのが早いよ。早いな。終わり、終わりよ。ザコの方はお疲れ様でした。それか逆に、はい、一回登録とかして参加してもらって、はい、で自分ザコだなって思う人は外してもらいますていうか、もう天城府もらったらすぐ解除してもらって大丈夫です、はい、逆に心強いですね。確かに確かに、はい、確かに確かに。竹野内社長とかだったり、うん、トモアッピーさんとか結構エンタメな方も多いですけど、うん、やっぱもうガチガチビジネスケースもね、うん、僕法人向けの商売してるんで、はいはいはい、その天城府欲しいっていう人は対象にしてないんですよ。なるほど。ターゲティングに入ってないってです、ね、今回すごい矛盾が起きてる企画なんですけど、はい、まあそれも一興ということで。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にいやその中でね、なので欲しい人はぜひプレゼント企画参加してほしいんですけど、うん、受け取った後にちゃんと外して大丈夫だそうなんで、はい、ちゃんと外してくださ い, いめちゃめちゃ気持ちいいっすね。間違いない、はい、めちゃめちゃすがすがしいっす、うん、よかった逆に、うん、じゃあもう今日は天城夫妻ということで早速始めていきますか。はい、いきますか。でいろんなパターンで配っていこうと思ってるんで、はい、まあ、とりあえずじゃあ画面に見せるパターンからいきますか、うんうんうん、じゃあ脇選手からもうバンバン画面に入って、はい、これじゃあめくっちゃって、はい、いきます。もう画面に向かってパーンやったらね OK です。はい、じゃあ最初の1枚目はこちらです。おー、見えてるかな。 これちらです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。確かに誰かは分からんけど、おめでとうございます。これでも視聴者の方が勝手に
読み込んでます。なるほどなるほど。で昨日から取り入れた新しい技があるんですよ、はい、これってまず早いもん勝ちじゃないですか、うんうん、あとは電波状況によっても早く読み取れるやつとかいると思うんで、うんうんうん、下糸桁を隠すっていう技があるんですよ。なるほどね、はい、そしたら運ゲーになるんで、はいはいはい、なるほどということで、はい、2人目どうぞ。下一桁隠してます。ちょっと待ってください。これで隠そう。はい。どうぞ。そしたらこれ、下一桁が1から9のパターンと A から Z のパターンがあるんで、なるほどね、36通りあります。はいはいはい、はい。なので、早さ勝負、どんだけ早い人でも、36パターン打つ前に、たまたま当たった人の方が偉くなると思う、ね。なるほど、確かに。はいはい。さすがに36パターン打ち切れないと思うんで。うん、間違いないな。いや、大文字しかない。これ大文字やね。はい。うん、変な人がやめてください。怒られてるな、ひなだ。昨日の動画見てね、雑魚やん。何回かやったっすけど、はい、現状で。マジで難しい。いや、これでもちゃんと読み取っと。マジで難しい。ああ、入力しようとしたところ、うん。なるほどね。スクショして。はいはい。じゃあ、また一桁着託してどうだ、いきますか。いいっすねー。これ今日は何人当てる予定なんですか。いやもうこの生配信じゃなくて50人以上はポン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 と当てていこうかな。なるほど、はい、めちゃめちゃ。じゃあこんなことこう見せながら、さすが株元さんの自己紹介とかどうです。はい、最初30分はこの天菊の時間なんで、なるほど、はい、なるほど、はい、その後に令和の虎 の、 あのパロディをやらせていただきたいと思ってるんで、ありがとうございます。自己紹介、僕は、はい、大きく分けて事業3つやってまして、一つが法人向けの IT とかウェブのコンサルティング事業で、はい、ホームページとか YouTube とかの制作のところからマーケティングのところまで一気で、はい、一気つかんでできるっていうところのサービスをやってます、はい、でこれを全部フリーランスで、サービスを提供するので、普通の会社員の会社よりも結構みんなやる気あるメンバーで納品するよみたいな、はい、そんな会社をやってます、はい、で2個目がフリーランス向けのオンラインサロンをやってます。これはフリーランス向けにマーケティングのノウハウだったりとかっていうのを紹介するような、そんなオンラインサロンです。で3つ目が、まあ、会社員向けに転職のエージェントサービス、年収スカウトっていう年収をアップさせるための、エージェントサービスみたいなことをやってます。この3つが僕がやってる事業で、はい、そんな会社をやってる31歳です。よろしくお願いします。一、つもよく分かんなかった。間違えちょっと難しい言葉が出てきすぎる。3つのうち1つもよく分かんなかったどうしよう、まあ、見てる人で、はい、分かる人だけ、はい、ご連絡お問い合わせ、仕事のお問い合わせいただければみたいな。びっくりしたんですけど、はいはい、僕の2個上なんですよね、年齢。確かに。あ、ちょ、今31ですよね。31です、はい、1個差ですよ。何年生まれですか。大体2個で、だから90年ですよ、僕。僕のお姉ちゃんと同い年だすごいな、こんだけうまくいってるから結構上かと思ってますよ、逆に、いくつの時からそのビジネスやろうとかを考え出したりしたんですか。起業5年前です。26ですね。26年、はい、へえ。確かに5年でそこまでいったんですか。いや、まあ、そこまでですよ。そんな大したあれじゃないですけど、ね、いやまたまたまたここに座ってるんですよ、またまたどんどん天岐阜出すやん。バンバン出してバンバン出してバンバン出して何も言わずに、はい、もうそれはもう天岐阜欲しいっていう人と、まあ、令和の虎見たいっていうパターンと、うん、あと鴨本さんが見たいっていうこの3パターンがありますから、うん、確かに確かに、はい、交互にやっていこうかなとはい思ってます、はい、ということでじゃあ次あっちゃい、ツイッターの方行きますか。ツイッター、はい、はい、じゃあ今から説明します、はい、今多分皆さんこういう画面だと思うんですよね、はいはいはい、見てください。こういう画面だと思うんですけど、この下にシェアっていうボタンがあるんですよ、うんうん、でここのシェアを押してこのツイッターってボタンを押したらそのままシェアできるんですよ。おー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 、はい、今こうやったらシェアができます。このシェアのところでシェアってボタンポチって押してくれたら今もうたった今してください。そしたらもう1分後僕ツイッターパン飛んでシェアした人から、うん、とりあえずじゃあ5人10人ぐらい当てますか。おー、はい、もうパンパン当てます。はい、これがツイッターの方が一番光栄っていうか、うん、まあ確かに確かに結構さっきの読み込むのって諦めておく人もおれば、はいはいはい、得意不得意とか、うんうん、いろいろあると思うんですけど、はい、ツイッターはもう本当に、まあ、リツイート押すだけ、はい、シェアするだけなんで。じゃあ僕のパソコンの画面映せますか。じゃあもう早速当てていきますよ。これ昨日当たった人が出てきてるレペゼン天岐阜祭いきます。じゃあ一番上に出て最新をして一番上に出た人出します。これちょうど時差があるけん今当てたぐらいが多分ちょうど、なるほどね、シェアし始めたか終わったぐらいのタイミング、うんうんうん、いけ。はい、月山さんおめでとう。おめでとうございます。この方には僕の公式ツイッターからDM が送られます、はい、でその DM でさっきの天岐阜の裏のコードを送るんで
あの読み取ったら読み取ったよって言ってなんかね株元大チョキとかってこうなんか飛び売るのは大事ですか、ね、はい、して送ってくれた1万円はラッキーっす、ね、確かにそうです。じゃあ株元さんはストップしていただいてもいいですか。ストップ。おお、ここ Y 君おめでとうございます。いいね、パンパン出るよこれ。でも返事がなかったらあの送れんけ返事してねちゃんと、うんうんうん、よし、じゃあ脇さんストップもストップ。ここだ。万葉集、万葉集、万葉集、万葉集が当たったよ。万葉集が当たることってあるんや。人じゃないや、人じゃないや。確かに万葉集もツイッター、うん、絶対やるって書いて。しかもまだサムネが反映されてないんやね。え、いますか。今サムネ反映されてないのこれまだ。いや、あったっすよ。いや、ほら見て、だってここのパソコンの画面。はい、じゃあとりあえずじゃあ次行きます。じゃあ丸、好きな数字1から9言って。1から9ですか。1から9。 7。 あ、パチンカスのバレる。1 2 3 4 5 6 7。 あ、7スクロール。はい、そうです。リエちゃん、お、バリ入れて今日や。おめでとう。リエちゃんおめでとう。おめでとうございます。じゃあ赤番中村さんの真似してるギータさんお願いします。赤番中村さんの真似違うぞ。はい、じゃあ好きな数字32。いや、もうきついきつい。32スクロール。下に3行って上に2行くわ。1 2 3 3 1 2 1。はい、チャリバーンさん。チャリバーン、え、赤バーンさんとチャリバーンさん。チャリバーンさん、チャリバーン中村、おめでとう。おめでとうございます。ということで、あとまあツイッターをもう一人ぐらい当てますか。あ、行きますか。はい、じゃあ株元さんまたストップ言ってもらえたら。ストップ。はい、あずきちゃん、おめでとうございます。いいね、バンバンしなしてみんな。で、なんとあのこのツイッターのだけじゃなくて、あれもやってるんですよ。今この動画の下に概要欄があると思うんですけど、概要欄に LP があってます、あの URL。 でその URL ポン飛んだら、なんと鴨本さんが配ってます。すごすぎ。150万円分の甘ぎ配ってます。で、これ登録本当に20秒ぐらいで終わるんで、応募が、うん、もうパッと今その URL パン飛んで20秒間でパパッと応募だけして、この動画戻ってきてもらえたらと思います。皆さん応募お願いします。150万円。まあ安いもんですよね、鴨本さんから。150万円安いんですか。さすがにどうだろうな。さすがに3日分ぐらいですかね。いや、でも3日分。3日分めっちゃいい生活してる。おかしい。1日50万ってことですか。まあまあ、まあまあ、一旦行きましょうこれ。あ、確かに確かに。いや、でもあれっすよね、あの切り抜きよく回ってきてたんですよ、はい、あの僕のあのプレゼンのやつ、はい、鴨本さんが300万ポンと置くの、はい、もうすごいみたいな、ね、やっぱ 論破っていうか、めっちゃ僕もめっちゃびっくりしましたもん。めちゃめちゃ厳しいイメージなんで、ね、そうっすよね、はい、確かに。なんか不本意にこう出資確率ランキングみたいな最下位鴨本って出てましたもん、はい、そうなんですね。まあなんかね、はい、他の社長が出しすぎなだけだと僕は思ってますけど。僕も思ってます、正直、はい、あの林社長とかも昨日、イエーイイエーイとか言ってガンガン出てたじゃないですか、はい、えみたいな、まあ、今の話聞いて500万だぞ、ね、この人とか、あれはもう、はい、広告宣伝品に近いですよ、もうあれは。なるほどなるほどなるほど。ちゃんともう議事業がうまくいくいかないをあんまり考えてないっていうことですよね。まあその、はい、そういう意味でこう中長期で、ね、先を見せられる社長たちの出資なんで、はいはいはい、多分いわゆるベンチャーキャピタルとか、はい、まあ、ファンドが出すような出資とはちょっとまた違う毛色っていうところだけご理解いただければなと思います、はいはい、つまり今日の志願者は一番辛いです。しかも今日の志願者、今まで2日間とは違って今日5人います。え、そうなんですよ。5人。だからパン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 やろうかなと思ってます、はい、まずこうやって天城配る時間と、はい、その志願者のあれを交互にやっていこうと思ってますよね。ああ、なるほどなるほど、はい、ちなみに令和の虎も1日の撮影で3志願者でヘッドヘッドになるんですよ。昨日林社長ヘッドヘッドでしたよ。あ、そうっすね、はい、終わった後じゃあもうスパスパ行きますか。あれ もう帰っていいやと思ったら、もう帰ってくださいって言ってもらったら僕そこでパン止めるんで、うん、分かりました、はい、もうこれ以上続けてももうこの子出ないなっていう時があるんで、うん、はい、
まあでもあの普段の令和の虎とはまた違った感じの、はい、ちょっと変な人たちが来るんで、そうですね、はい、僕たちが関わってるあんまり関わらない人たちかもしれないですね。そうですね、はい、あの株元さんは関わっちゃダメな人種が、はい、ね、今日呼んでるんで、マジで泣いて帰るやついるかもしれないですただ変に甘やかしちゃダメです。まあまあそうですね、はい、もうビジネスなんで今日は僕のフィールドっていうことでいいですもんね。間違いないです、そうですね、もちろん、はい、ちゃんとダメなものはダメだと、うん、出す価値がないなら出す価値がないと、ね、ちゃんと言うべきです、はい、はい、じゃあ、うん、いきます。あ、その前に行く前に1個だけあのもう1個あの言っときたいのが、昨日からなんとツイッターとかあのこの LP とか以外にもあのうちの銀太さんが TikTok で、はい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 、あのやり始めましたもんね、はい、天城を、うんうん、天城夫妻を銀太フェスティバル始めてるんで、はい、でじゃあ説明してください。最近新曲を出しまして、XOXO という曲なんですけれども、そちらの方を使っていただけた方に天城府が当たります。何名に10名です。おー、ではあの TikTok で音源、この音源使うってボタンポチってあるやん、またみんな TikTok 使ったことあると思うけど分かる、それポチポチってやってポンってやったら、はいはい、あの当たります。その中から抽選で、でもう何でもいいんで、別でもうペットボトル移そうがうんち移そうがあの大丈夫なんで、あのはい、何でも音源さえ使ってもらえたら大丈夫です、はい、で昨日見たけど、うん、一番確率高いかもね。確かに一番高い、1000件ぐらいしかなかった。そうですよ、なるほど、ね、Twitter でリツイートとかフォローとかめっちゃ簡単だし、うん、下の LP とかも簡単に登録できるんですけど、わざわざ TikTok 開いて音源やるってちょっと一番工程が多いから、その分参加人数少ないんで、うん、穴場です。これはなるほど、ぜひお願いします。お願いします。お願いします。一人目行く前に、一人目行く前にじゃああれします。あのスパチャと、え、めっちゃ飛んできてるっすよスパチャ。マジですか。おー、え、12,000円。しかもあれ、ハルキ買い。ハルキ買い。ゲテモノ買ってる。ポジティブすぎる企画、楽しいです。いい言葉。ハルキ買い。ゲテモノ買い。お前も来い。お前も来いよ。ポジティブなプレゼンせえ。来いよ。でもあいつ金持っとるもんな。そう、金持ってる。金持ってるもんな。じゃあ次、姫さん、マル君かっこいい。24,000飛んどる。24,000。24,000。かっこいいだけで。かっこいい。よかった、入れとって。よかった。ポジティブプレゼン入れて。これから毎回呼びましょう。確かに。ひな壇だろ。マルの会じゃない時でもひな壇置いてるから24,000飛んでる。そう、スパチャ飛んでくるっすよ。姫。みんな好き、姫2発入れてるおぉ、じゃあ次、スパチャみんなのぼっていさんから頑張ってください。あ、頑張ります、はい、頑張ります、ありがとうございます。なんかありがとう、続いてコテッちゃん、コテッちゃんか、ね、いつものコテッちゃんですか、うん、ここの、しかも12,000円投げながら10,000円当たりたいって感じマイナスや、うん、その払った分取り返そうとしてる、うん、でも俺らがコテッちゃんに当てたらさすがにやらせくさいけど当たりません。さすがに本当に偶然ね、うんうん、本当に偶然コテッちゃん当たったとしても外します、買えます、うん、お前友達に当てんなって言われそうやけど、いや間違いない、うん、公平に当たったとしてもね、うん、ただのファンキモラ、仕事でライブのチケット買えませんでした、ライブ頑張ってください。そう、今日、あ、今日か、今日チケット販売した。なるほど、それも言っとかないと。チケット買えませんでしたってことは無事完売したってこと。完売した、なるほど、確かに、はい、ちょっとバタバタしたんでもその完売状況を見れてません。はい、やった、ありがとうございます。ありがとう。はい、次、神沼健二さん、レペゼンさん、神本さん、楽しい時間をありがとう。え、まだ楽しいことしてる、まだ始まってまだ始まってオープニングの段階でつまんないかもしれないからね、確かにここから、うん、まあ、この段階で楽しいって言ってくれる人は多分何やっても楽しいでしょうね。はい、ひろしさん、一人ぐらいゴキブリ食ったら出資して、え、どういうことですか、一人くらいゴキブリ食ったら。あ、これもう雑魚ですね。まず日本語からお願いします。日本語喋れてない方。確かに、はい。なるほど。スパチャ投げてまで、スパチャ投げ方分かるのに日本語分かんないんだ。千春ちゃんからもあのコメント打ててないですね。あ、雑魚ですね。これはですね。2400。お疲れ様です。お疲れ様です。な。そこそこチャンネルさんから、1200円投げられてるんですけど、息子に教えられて見てます。
これザコです。これは日本語正しいんでザコじゃない。確かに確かに。文章として成り立ってるってことです。おめでとうございます。おめでとうございます。よかったよかった。ロンザコです。ロンザコ。まあ、確かに誰かに教えてもらうってことは別に決して雑魚ではないですもんね。まあ、確かに確かに。レペゼンの虎、毎日楽しみです。レペゼンポイ抜きチャンネルから。ありがとうございます。うわ、これでも全部読んでたらちょっと時間、これだけで時間過ぎ去っちゃうな。うん、暇だし金投げとくか。ヤーマン、ありがとう。お前が暇であればあるほど俺らが儲かる。ありがとうな。あ、千春ちゃんからまた投げ直し、さっきなあの言葉投げてなかったけど、脇くん一番かっこいいって。あ、ありがとうございます。いいねー。あと、脇くん好きだよ、愛理ちゃんから。あ、東京ライブ参戦するよ。いいね。そのコメント生まれてもどう返せばいいか困る。じゃあ、雑魚ですね。じゃあ、雑魚ですね。じゃあ、雑魚ですね。この仕事をまだ分かってないですよ。何か変え、ありがとうぐらい言っとき。もちろん、ありがとうは伝えますよ。ありがとうございます。はい。フリーランス SE さん、あ、マリモコさんから。いつか株本さんとお仕事したいです。あ、フリーランスのエンジニアの方ですね、多分。お、じゃあ下に概要欄にあの、うん、株本さんのチャンネル貼ってるんで、そこから、うん、まあまあまあ、はい、結構多分差があると思うんで、まあ何上がってきていただいて、まだ、まあ、上で待ってる、ま、かもしれないからね。マジすごいね。やぶねー。今日楽しいな。いや、面白い。一緒に仕事できると思うなよ。本当にちょっとそんな甘くねえからな。一回仕事に投げたくらいだよ。株本さん仕事できると思うなよ。本当にすげえな。尖ってるわ。尖ってるですね。で、あの一応あのコメント固定してるのかな。あの嵐コメントみたいな人がいたらパンパンブロックします。僕たち、はい、遠慮ないです。遠慮ないです。はい、それはそうでしょう。うん、もちろん、はい、楽しみに見てる人もね、あの嵐で楽しめないんだったら仕方がないんで、うん、間違いないですね。あ、一個、嵐ジャスティンさんからスパチャが届いてて、うん、株本さん男性器でかいってマジですか。そうなんですか。ああ、ちょっとこのでかいチャンネルで言うの嫌だ。確かに確かに。今何人見てるんですか、はい、今、もう同説2万超えました、ね、2万人の前で言うことになるんですよ、はい、そうですね、はい、じゃあそれはもうぜひググってください。はい、ググれさと、はい、はい、ググったらでかいって出てるんで、はい、さすがフリーランスの王とかめちゃめちゃ来てますよ。応援してんぞ、頑張れ。もう少し天岐阜やってよ。あ、じゃあ天岐阜やりますか。もう5人見して、じゃあ1人目いきますか。おお、はい、おお、じゃあ天岐阜1人目、まずは何も隠さないパターン一発目いきます。じゃあ、はい、脇さん、あ、脇さんそっちもあるんだ、はい、こっちは行きます。えい、突然始まります。はい、これラストね、今日の、今日のじゃない、あのこの1人目。今日の早すぎた。終わろうとして、これワンチャン今日300万いってもおかしくない。いや、いくっしょ、ワンチャンいく。はい、じゃあ脇選手、はい、じゃあ指紋一桁だけ隠しますね。おお、はい、これ指紋一桁隠しとるの結構これ可能性あると思うよ。みんな諦めとうけど、なんか無理だろうとかコメントいっぱいあったけど、あるけど、よくこれかなりチャンスあると思う。だって36分の1やけん大丈夫かな。はい、じゃあ指紋二桁隠します。次、お、二桁、はい、これで一気に1000分の1くらいになるんですよ。そうっすよね、333じゃん、はい、計算早っ。頭の良さね。計算早っ。いけー、二桁ついじゃないですか。二桁当てるの大変だな。確かに二桁当てるの多分大変っすよ。それ多分ステイ1万になりますよ、だからそれ。いや、これでも昨日やったんですよ、指紋二桁隠して。で、ね、本当に読み込んでんのかなって言って、あの銀太が読み込んでみた、打ち込んでみたんですよ。ちゃんと読み込まれてました。二桁隠してましたよ。ふたきらやっとったよ。お前は昨日おったよ。そこにおったよね。はい、いました。ふたきら隠して読み込みよったよ。マジっすか。マジっすか。あとでアンタル見てみ。じゃあもう一人いきます。はい、でもやっぱツイッターが一番あれかもね、一番公平なのかもね。じゃあ一桁、まあね、ふたけたバージョンもう一発いきます。はい、はい、じゃあ次の回はめちゃめちゃツイッター頑張ろう。ツイッターでいっぱい放出しますわ。次は次、明日ってことですか。いや、次、じゃあこれ1人目が終わったら。なるほど、そういうことね。でもコメント欄当たったって人おるけどね。当たったみたいな。じゃあ
行きます？行きますか。メインの本題に。いいよ。はい。それでは一人目、煽り V、まずいいですか。今日のどうぞ。最初に言っておくんですけど、私野球動画だったらレペゼンさんより再生数取れますんで、正直舐めてもらったら困ります。そんなに逸材なのにお金がないせいで、金の卵が多分 金玉なんですよ。なので今回はそのレペゼンさんに投資してもらって、で金玉を金の卵にしてもらおうかなって思ってます。なんで今その YouTube で再生数取れてる私をうまくレペゼンさん利用した方がいいですよ。最近再生数低いんで。それでは一人目どうぞ。ああ変なとこから始まった。それでは一人目の志願者どうぞ。どうも本田翼でーす。あれちょっと待って、やばい。あ、はじめまして、青木香奈と申します。元男の子です。元男の子。はい、それは本当？あ、本当です。いくつの時に？あ、性転換ですか、はい、22歳の時です。もう全部ポコチンも全て落としました。で、名古屋でお年玉したんですよ、金玉を。1月3日に。だからお年玉です。あれ、いつ目覚めたんですか？目覚めたの、すごいテンプレな的な発質問しますね。いや、やっぱちょっとコメント欄でうちの視聴者初めて見る人みたいなやっぱ多いんで、やっぱ自己紹介みたいな、はい、あ、本当ですか、はい。元男の子 YouTuber の青木香奈と申します。元男の子系 YouTuber、はい、で今年30歳になりました。今年 30? はい、タメや。タメですね。タメ？俺とタメ。学ラン来てた時私も学ラン来てました。まあそうなるわな。声はかなり女の子や。あ、頑張ってます。頑張って喉元上げる練習しました。マジで、そんなことできるんや。え、低い声出してるよ。低い声逆に出せなくなったんですよ。喉元昔ここにあったんですけど、はいはいはい、逆に上げるトレーニングしたらここに首の奥に行っちゃって、逆に低い声がカラオケで出なくなりました。低いな。そうなんだ、はい、どうです？いやいや、どういうことザコかどうかの話。まだ勝手に振られたみたいにちょっとやめて。まだ日本語は続いてる。一旦座っていただいて。まあ、はい、失礼します。はい。でもコメント欄で、はい、結構可愛い可愛い多いです。それそうです。そこら辺の女よりは美女なんで、はい、何して生きてきてるのかなって、私に抜かされた女どもはみたいな、はい、尖ってですね、はい、尖ってます。あとコメント欄で相馬さんが好きそうって書いてあるっすね。でも相馬さんはついてる人しか無理みたいなこと聞いたんで。3割が好きですね。なんか私の周りの元男の子は結構食われてるっていう噂聞いて。ガチで、はい、やっぱ私は取っちゃったから。ああ食われてないんだ。人工で作ったと。そうです、そうです。でも本田翼にちょっと似てるみたいなのあるけど、それはちょっとどうなんやろ。いやいや、本当ですよ。街中でマジで間違われて追いかけられて、で動画結構出してるんですよ。似てるしね。確かに。で同い年だし身長も同じぐらいだしみたいな。へえ。同い年の社長と。はい、そうです。え、俺と同い年なの？そうです。29歳。本田翼。30歳か。え？やば。翼。急に。翼食べたお前。急に食べご。じゃあ、はい、自己紹介も終わったことだし、はい、今日の、まあ、本題である、はい、希望金額まず、はい、希望金額は300万円です。おお、結構現実的ですね。昨日一昨日に比べたら、昨日1億円とか言ってるやついたから。そういうのは IQ 低いんで。はい、ザコってなるほど、はい、じゃあ300万円でのビジネスプランいいですか。はい、私は、プロ野球の試合で始球式をしたいです。なるほど。で始球式にかかるお金が約200万円で、残りの100万円は、はい、機材などに、使いたいです。
撮影の機材とかに。そうです、やりたい企画、これ動画の企画で始球式やりたいんですけど、はいはいはい、元男の子が始球式投げたら周りの観客たちはどういう反応するのかっていうのをやりたいんですよ、うん、あなるほど。で今も私野球ボール投げてるんですけど、当時男の子と142キロ投げてたんですよ。142キロ、はい、142キロ投げれると、はい、そこら辺のプロ野球選手よりは早いか同じぐらいだったんですけど。それ負けもんですね、はい、で今125キロ出るんで、一見ただの女、まあ、女性タレントが始球式投げてきてスピードが出るじゃないですか、はいはいはい、そこで120キロ出したら多分観客の人たちえみたいな反応するから、観客の人たちを撮る用の GoPro が多分大量に必要なんですよね。なので200万円の、始球式費用と100万円の人件費と、GoPro、まあ、20個ぐらいを、考えております。それで300万円ぐらい余裕を持ってっていうプランでございます。なるほど、はい、GoPro は借りるっていう選択肢じゃないですか。あだったらもっと金額下げますよ。全然下げていただいて。どっちなんですか。だってその始球式1回のために、はい、GoPro を買うのは確かに、まあ、もう確かにまあそれ売ってポケットマネーにしちゃうかなと思ったんですけどあいつさあ お金ちょっとなくて、はい、ちょっと税金のペナルティー食らって今お金全くないんで、ただ野球動画出すとレペゼン地球さんよりは再生数私取れるんで、大体、はい、5、600万再生は5、600万再生、はい、大体平均の日常動画は10万再生なんですけど、野球動画だけは伸びるんで。5、600万再生出るならヒカキンよりも出とうよ。いやもう比べないでください。比べないでください。野球動画だけだったらもう、はい、ゆきりぬさんには勝てます。じゃあ毎日野球動画あげれば毎日野球動画あげる。毎日野球動画やったら私の右腕が負傷します。プロ野球選手の大事な右腕なんでむしろ稼ぎ頭だったので、稼ぎ頭なんでそれで持ってるんで。言っちゃうか。なるほど、はい、すごいな。でまあ多分ウィンウィンにならなきゃいけないと思ってて、はい、野球企画の時ユニフォームとか着てそこにレペゼン地球さんとかそういうの入れて新しい層を私も供給できるかなみたいな、野球の層っていう。なるほど、はい、だから始球式出る時は多分1000万再生いくので、ここにレペゼン地球さんの名前が載るっていう。うちのチャンネル 5,60 代ばっかなんで、おじさまを供給します。50、60代ばっかり、はい、いないと思うんで、はい、50、60代の政治に文句言ってそうなおっさんどもを供給します、はいはい、すごいな。その 何笑ってるんですか。ちょっと1000超え、いやレペゼンさんのファン怖いからちょっと、はい、いや多分大丈夫だ。あ大丈夫です、はい、でも1個本当に気になってるんですけど、はい、その始球式に出るのは200万って言ってたんですけど、はい、200万、約200万っていうことで、かかるんですか。はい、始球式に出ているその、タレントの方とかって、なんか例えばドラマとか その主演の方とかが出たりするじゃないですか、はい、それスポンサーさんがいるから出れるんですよ、はい、でも私みたいにスポンサーさんがいないような普通のただのそこら辺の YouTuber なので、自腹でしか出ることができないっていうことを、DeNA のベイスターズの中の人に言われました。へー、大丈夫なんですか。そんなこと言っちゃって中の人から教えてもらったら。もうやばいと思います。だからもう今日はもらう気満々で今日来てるんで、もういいかなって。逆に200万払ったら誰でも出れるみたいな言い方してますけど。いやそれはないですよ。ちゃんとありますよ。それはそこら辺のチンチクリンが出れるわけではないんで。じゃあ青木香音さんが出るなら200万ぐらいと言われました。200万払えばいいよと。はい、じゃあ出るのはベイスターズ。ベイスターズはぶっちゃけファンじゃないんで。お前やばいな。ニューヨークでぶちゃくちゃやよ。ヤクルトスワローズファンなんで。尖ってるわ。スワローズなんだ。でも200万払ってもヤクルトが。まあでも出れるんだったらどこでもいいんですけど、ぶっちゃけ。お前やばいな。ぶっちゃけどこでも。はい、むしろ再生数だけ得れればもう私どうでもいいと思ってるんで、家庭は。どうです。その動画の。はい。広告収入はご自身でもらわれるイメージですか。要はリターンが広告の枠を売りますだと、さすがに1000万再生の T シャツのロゴだけだと相場的には合わないですよね。あそこはちょっと大人を交えて話したいです。ちゃんとそこは柔軟にやります、うん、もう登録者数と再生数を獲得できれば、うん、はい、まず年内に100万人登録いきたいので、まずその、うん、起爆剤として私は今回考えておりますので、収益っていうよりかは企画をやりたいっていうことです。今リターンの話多分されてるから、うん、 そうですね、そのあなたの目標とかじゃなくて、はい、
ごめんなさい、ちょっとテキーラ飲んできたんで、ちょっと今。ごめんなさい。その、リターンが要は、200万円こっちが出しても、うん、あ、もう全部差し上げます。あ、かい、お金全額バックってこと？あの、収益は、あの、もし差し上げます。企画ができればいいです私は。あ、なるほど。その動画1本分の収益を全部くれる、はい、なのでやらせてくださいってことです、うんうん、ピエロになりますので皆様の、うんうん、500、600万再生、はい、あの過去に出した動画だいたい、まあ、300、少なくとも300万再生はいきます、はい、じゃあ、試算してじゃあ500万再生です、はい、まあ単価がじゃあ 0.3 円だったとして、はいはい、150万です。うちのチャンネルおじさま多いんで 0.3 円ではないです、うん。もうちょっといきます。もっと多いです。0.7 円。0.5 円、6円ぐらいです。0.5 円。はい。そうするとじゃあ3、まあ、500万再生いったら250万アドセンス入りますね。はい。アドセンス丸々お渡しします。おお。ちゃんとアナリティクスも見せますので。うん、ってことは300万出して250万返ってくる。ってことは残りの50万はロゴ代っていうことですね。そういうことですね。うん、はい、シンプルなプランですね確かに、はい、もう誰も損しないプランです、うん、まあ、500万再生いかない場合がってことですか、ね、そういかない可能性があるっていうのと、うんうん、まあ、そのロゴ代が50万が高いか安いかって話ですね。あと今どこでもいいって言ってたじゃないですか、うんうん、そのでもベイスターズの人から言うと200万で出れるよって言われて200万ぐらいと言ってて、でも今ベイスターズはファンじゃないって言ってて、結局渡したところで始球式できるのかなってちょっと思いません？あ、でも本当にどこでも始球式に出れない可能性ありますよ、ね、そういうことです。 GoPro 買ったけど出れないってことそこは実現の問題ですよ、ね、ちょっと待ってよ、確かに、うん、ちょっと話が違ってきたな、うん、その出れるって確約がないような気がしてるんですけど、はい、出れるんですか？ちょっと私の知り合いがベイスターズの中の人なんですよ、うん、DNA の、うん、なのでそこの人になんか200万払えばいけますよ青木さんっていうのは私の所属事務所のウームに、あの、うん、あ、ウームなんですね。ウームなんだ。そうです、そうです、ウームです。ウームなんだ。ウームを通して、はい、さっき企画の悪口言ったよね。確かに。え、これカットしてもらえますか？いや、長い時間。そうか、忘れてた。ちょっとテキーラ飲みすぎて忘れちゃいました。やばいなぁ。そうか。ウームです、ウームです。あの、クビになったウームの中の、あの唯一の生き残り。はい、誰ともコラボせずに50万人まで行ったから、あのポテンシャル伸びしろはいっぱいあるんで投資する価値あります、はい、確かに、はい、誰ともコラボせず50万、そうです、そこら辺 あのコラボしまくって100万人登録いってる YouTuber よりも、あの今私再生数多いんで、あのオワコンになる確率は少ないです、先輩方のように。 でも50万人いたら2、300万なんてすぐ入るじゃないですか。違います、あの、うん、2020年度に稼いだお金を全部ブランド物の爆買いしちゃったんですよ、うん、そしたら2021年の税金が払えなくなって、うん、ペナルティーからって、あの今税金返済中だから、あの使えるお金ないんですよ、うん、なので、はい、ちなみにいくら返済中なんですか？これ本当のこと言っていいんですか？もう言いたくなければ言いたくなければ、まあ、もろもろ500万ぐらいです。はい、50万人だとでもアドセンスだったら 0.5 円だったら結構入るんじゃないですか？まあ、結構入るんですけど、2ヶ月ぐらいで返せそうですよね。そうです、うん、そうなんですけど、ちょっといろいろなあの支払いの方に回してしまってて、うん、浪費癖が激しくて、うん、あのいつも毎月月末になると手元のお金が、7000円とかになっちゃいますね、うんうん、あれ、いやコメント欄で50万人いないって書かれてますよ。47万人です。なるほどね、はい、でもほぼ買わないんで、まあ、はい、まあ、確かに、イエローカードですよ今の。引っかかりますね。いや、ちょっと性格悪いってそういうコメントする人。あと、あのコメント欄で今来てるのが、あのその野球は確かに再生伸びてるけど、うん、普通の動画は結構再生数低いって書いてある、うん、低い、でも10万再生くらいですよ、うん、あ、本当です、はい、まあでも今回野球なんでいいんじゃないですか。まあ、確かに、まあ、まあ確かに。そうですよ。上げ足取ろうとしてるコメントのやつらは相手にしなくていいんだよ。生放送だからこそやっぱこういうのも拾っていきたいなという。はいはいはい。そんなもう人の不幸は蜜の味みたいなやつらもうほっといて。はい、ブランド売れよって書かれてました。ブランド？はい。確かに。そういうのはやらないです。やらないです。やらない。コラボもしないし、ブランドもやらない。自分でその去年大量買いしたブランドを、ちなみに私指輪とかルイ・ヴィトンの指輪、はいはい、あの多分8万円ぐらい
で買ったんですけど、はい、売ったら2000円ぐらいしかなくてちょっと全部買ったやつ売ってもあの数万円しかなくて、なるほどなるほど、もう、はい、2度ってブランドも買わないって、2000円なんだ、はい、靴も15万の靴買ったんですけど3000円ぐらいしか売れなくて、なるほど、はい、それは視野に持っていくのもったいない、はい、ちゃんと売ったんですけど ね、だから多分月のあの入ってくるのが多分2、300万あると思うので2ヶ月我慢すればね、300万貯まって3ヶ月後にその企画やればいいんじゃないですか。いや違うんですよ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 、あの支払いがあるんで私税金の、でそれ我慢しましょうよって、そんだけやりたいんだったら私差し押さえ寸前まで行ったんですよ、それ運営に助けてもらう、あそうだ助けでもそれやっちゃうとちょっと青木さんの在籍に危機があの迫ってきますって言われて、今なんとかしようとしてやってるところです。だから草野球のおじさんの中に混じってドッキリするっていうことしか今野球企画できないんですよ。でもそれでも300万再生いくんですよ、はい、もうコスパ重視の企画でしかできないから、この金の卵を金玉にしませんかっていう、今ついてないんじゃないですか。ついてないです、ついてないです、はい、持ってない金玉は持ってないです、まあ、金の卵なので伸びしろしかないです、うん、まあ大体聞きたいこと聞けます、まあ、そうっすね、はい、うんうん、お願いします。じゃあ、もう入りますか。もうこれ以上逆に最後伝えたいこととか、なんかまだ言い忘れてたこととか、最後の押すポイントとかがあれば。言い忘れてたこと、もうでも全部言っちゃって、はい。じゃあ僕たちも。白くに戻った時は怖いなっていうぐらい。言い過ぎたまで。言っちゃいけないことまで言ってた。はい、ウームにいながらヒカキンの悪口言う人いるんですね。痛い。ちょっとやめてね。ということで、じゃあ、まあ、僕たちも聞きたいことは聞けたんで。はい、ジャッジメントタイム入りますか。はい、わ、はい、かりました。せめて100万でも。コメント欄は半々ぐらいかな。お願いします。可愛いが半分と、いやいや可愛いのどうでもいいんですよ、お金のお金ちょっと長いみたいなのが半分ぐらいかな。水溜りボンドさんとコラボした時も私の方が再生数多かったんで。なるほど、ウームに入っとるとは思えんことしか言わんな。お願いします。水溜りボンドもウームよね。はい、お願いします。ウィンしかないんで。え、損はないですよ。3万1000人見てますね。え、どうせ3万1000。すごい、すごい、ほら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 、はい、昨日見た時2万5000人だったから、やっぱり私を使った方がいい絶対。一昨日はでも3万9000まで行ってました、ね、あ、じゃあはい、じゃあ行きますか。いや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 、待ってちょっと、はい、これ同時ですか、それとも。いや、まあじゃあ僕から行きますか、脇から行きます。あ、じゃあ僕から行きますか、はい、じゃあ脇の、はい、お願いします。金額お願いします。はい、本当の金額です。出した金額は15万円です。すごい、結構出すね。はい、まあ GoPro1 台ぐらい買ってもらおうかなと、うん、あ、まあ優しさですねこれは、はい、なるほど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 、お願いします。じゃあ僕の番ですね。はい、僕は10万円です。おお、まああんまりメリットがないかなって、その、うん、もう出た、もう売れっ子の YouTuber だから、うん、服そんなのよ、かかんなくても別に儲けるわ。服のユニフォームに名前乗るぐらいじゃ、うん、だってこの次銀座さんソフトバンクで始球式投げちゃうから、じゃその枠を私に。いや、おかしいな。じゃあお前が300万払おう。違いない、うん、ということですね、はい、まあそのメリットがメリットじゃなかったんで、やっぱ、はい、実現するかどうかも確かじゃないなっていう、はい、とこがある。じゃあ、いけるいけるいける、河本さん、はい、じゃあ僕は、はい、ヒカキンに頼るで。15万と10万だ、25万もらえるんじゃないですか。いや、これはあの目標金額に1円でも達成しなかったら全部。なんなんだこの企画は。勉強してこい。こいつ勉強してこい。マジか。じゃあ昨日初めて見たからこの企画。この元男おもろいわ。いや、いや私騙された。いや、この人おもろいな。ありがとうな。気をつけて帰れよ。
やばい、やばいな、この人たち。違う企画で呼びますね。新兵がコラボとか面白そうです、ね、確かに。これめちゃくちゃおもろい。お金じゃないんだよ。どうしたよ。間違いないですね。 100% の回答や。間違いないな。いやあ、めっちゃおもろいわそれ。確かに一番正論きたわ。びっくりしたな。コメント欄がめちゃめちゃ多分あのすっきりしてます。視聴者がめちゃめちゃすっきりしてました。間違いないと思う。タブオさんめっちゃみんなライスって言ってた。しかも彼女はあのなんか、私がいるから再生数が同説が3万1000って言ったじゃないですか、彼女がいなくなって同説増えました。同説増えました。甘木君が勝てないようです。ということで今から甘木君タイム入ります。逆に川本さん的に今のこのなんか感想とかあります？まあ、ポテンシャル高いですね、やっぱり。まあ、喋るのは上手かったですね。面白かったですね。なんだこの企画、騙されたって書いていくと最高でした。確かに間違いない。シャイデーン、この子おもろかったな。確かにおもろかったな、強烈だな、キャラは強かった。尖りすぎてたな。いやでも、いろんなレディーボーイみたいな、そういう人見たんですけど、可愛いですよね、ちゃんと。確かに本田翼っぽいなと思って、コメント欄も可愛い可愛いで、はい。お299万人。もうすぐだ。え、ほんとに今日300万いくんじゃないですか。いくね。え、みんなフォローして300万いくね。めっちゃうるせえ。最高に30歳になってもら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 ってお前らもお願いせえ。変な顔してお願いせえ。ほら、マル。お願いします。変な顔せえ。今日で300万、皆さんの。変な顔しろって。貸してください。変な顔しろ。変な顔じゃないもん、社長みたいな。ねえ、それ何が分かるか。昔の顔に戻っぽいんですよ。おぉ、増えた。おぉ、ありがとうございます。じゃあ拡散お願いしたいんで、拡散まずいいですか。あのツイッター、今からツイッターいっぱい当てよう。逆にさっきコメント欄でツイッターを枠増やしてほしいだったんで、ツイッター15人ぐらい当てちゃいましょう。もう一発ドカンと。はい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 、分かりやすくあのツイッターから流れてくる人もいるんで。ということで、じゃあツイッターさっきと同じように、あのこのツイッターの画面の共有ってボタン押してください。下の画面のね、そこでツイッターのボタンがあるんで、そのツイッターで、シェアしてください。そしたらそこから、15人に当てます。今から爆速で当てます、15人に。おツイッターをもうスクショして、まあ、スクショっていうか画面バーってこのあれだけ撮って、うん、後でもう随時生配信中に僕の公式ツイッターからバンバン DM 送るんで。なるほどなるほど。ということで、じゃあ僕の画面いいですか。あ、せっかくなんで、あ、河本社長もでも今入ってるか、うん、あれで。よし、じゃあベベゼ、みんなシェアした、みんなシェアしな。行くよ、じゃあ僕の画面お願いします。えい、じゃあ一番上にあの最新が上がった人をまず当てよう。いいっすね。えい、最新、さあちゃんおめでとう。おめでとうございます。はい、さあちゃんおめでとうございます。じゃあ2人目いきます。じゃあストップ言ってください。ガンガン行っちゃいましょう。ストップ。はい、この人、ボインちゃん。ボインちゃんアカウント、これエロいやつかと思って。ボインちゃんお願いします。確かにそうなったら危ない。そうなったら危ないっすね。そういうこと言うとほら、まあ、やるやつやはらない。ツイッターエロ画像とか大丈夫やもんね。そういうこと言うな言うな言うな、当たり前知識を。じゃあ田本さんストップって言ってください。ストップ。3人目、あ、もうじゃあここで、はい。あ、なんか名前呼べんけどタイヤに当たったよ。タイヤに当たった。推しじゃないですか。タイヤや。タイヤやで。ザコ。じゃあ続いてもう一回ストップいいですか。そう。お、じゃあ、ね、ニシッキーさん。おめでとう。宮城県仙台在住。お。12人家の地元や。今何人当てました？5人ですか？4人か。はい、じゃあストップ。お、ムキさん。いけー。おめでとう。
おめでとうございます。もうこの今日3日目なんで、この当てていくスピードめちゃめちゃ速くなってます、ね、はい、それ調べて手こずってましたんで、はい、じゃあかいちゃんお願いします。次々行こう、次々行っちゃおう。じゃあ次そろそろわきさんストップで、じゃあストップ、はい、ということで、ラベンダースノーマン、ラベンダースノーマン、ラベンダースノーマン、おめでとう。いいね、25万マイナスって書いてある。初月の4、4月はデイトレード始めました。あ、初月の4月は25万マイナスじゃあ雑魚やん。マイナスは間違いない。お、言うな言うな、俺マイナスめっちゃ言っとる人やけど。マイナス記憶の人に言うな。はい、じゃあストップストップ。じゃあここでビラビラビラチンチンさん、やばいよ、やばいな。まあでも当てちゃおう、はい、当たっとくことは、これ以上開くと怖いけど、ここでアカウント名だけ、アカウント名だけしましょう。ビラビラチンチン当たります、おめでとうビラビラチンチンさん。おめでとうビラビラチンチン。はい、じゃあ次お願いします。どういう心境でそのアカウント名作るんですかね。ストップ。さすがに子供でしょ、大人がいい年越えた人がビラビラチンチンのアカウントや運用しちゃったら嫌だもん。じゃあということで次ストップ。はい、これが7、オロチマルさん。オロチマル、オロチマルが当たった。おお、いいね。あ、しかもレペジェン大好きって書いてある。おお、いいね、レペ教に当たってるわ、うん、ストップ。いいね。はい、じゃあこの人 PU やりたい、やりたい、やってくれ。やりたい。アカウント名、あ、プロフィール、株元さんですよ。すごい、すごい、株元さんファンだ。雑魚そうですけど。こんなに書いてくれてるのに。書いてくれちゃう。雑魚そう。アカウントの名前だけなんやな、まだ。あ、じゃあ、ナポちゃんおめでとう。おめでとう。おめでとうございます。けどこれ、シェアしたのにあれ入ってないですね、まだ。あの、あれが天城行く際とか。じゃあストップって、またこれ次ラストです。ストップ。はい、はい、ということでヒロ、おめでとうございます。おめでとうございます。ということです。これちなみに気になったのが、あ、出てる、でちゃんとなってるかなってるか、 OK です。ということで、じゃあみんなシェアありがとう。ありがとうございます。ということで、あのさらにあの概要欄にある URL でも、あの150万円分株元さんが Amazon ギフト券配ってるんで、ぜひ応募お願いします。お願いします。でも雑魚の自覚がある人は、あの天ギフ当選が終わった後は外してもらって大丈夫です。何ですかね、フォロワーゼロでシェアしても意味ないですからね。確かに確かにな。まあまあまあいいですよ、いいですよ。フォロワーゼロでシェアしても、まあ、ギリトレンド入りをちょっと、うんうん、俺の髪の毛すごいことになってるのか。カメラがあるみたいな。これ、あ、違う、あのこうなんかすごい髪の毛の人みたいになってる。本当だ。よし、じゃあこんなのはいいとして、あとじゃあ TikTok 試しに当ててみる？銀太さん。試しに行ってみるか。1人目、1人ぐらい当ててみましょう、銀太さん。ちょっと待ってください、ね、TikTok あれなんですよね。こうスライドしないといけないんですよ。どれも一緒か。俺もそうスライドしとんのよ。じゃあ行きますよ。はい、一人当ててください、金太さん。可愛い子に当たれよ。欲が出とう。欲が出とんのよ。じゃあこの人で。おお、ライブの時のやつ。ほいくんファンサしてる。おお、いいよ、おめでとう。ライブ来てくれた人、ありがとう。ありがとう。じゃあスクショ、スクショ後で送って、送ります。この人に後で送られます。ということで、でもあのこういう時のコメント欄はめちゃめちゃいいんですけど、あのトラがいざ始まるとめちゃめちゃコメント欄荒れるんですよね。そうなんですか。はい、さっきも結構荒れてましたよ。なんで荒れるんですか。いや、なんなんでしょうね。どういう荒れ方なんですか。確かに、もう、はい、どう、なんか帰るとかも結構多かったです。志願者に対してってことですか。そうもうちょっと優しくなろう、みんな。まあ確かに、うん、面白いとか面白くないとかは素直でいいけど、帰れはちょっと帰るタイミングはこっちが決めるんで、うん、はい、あの空気読んで、あ、そろそろかなとかいう話かぶってきたなと思ったら、こっちがあるんで、うん、帰ればやめよう、ね、そうね、面白いとか面白くないとか、うん、こいつ都合いいなとか、うん、そういうのはちゃんとあの知らないように対して言ってほしい、うんうん、確かに確かに、そのあのこういうそれ高すぎるだろうとか、うんうん、安すぎ、うん、とかは大丈夫、うんうんうん、
帰れはなし。帰れはね、もうなんかブロックするね、じゃあ帰れはさすがに、うん、ちょっと俺らも四道側やけ、来ていただいてるんで、やっぱ間違いない。はい、まあ次の人はでもね、あのネットのおもちゃみたいな人だから、まあ結構言っても耐性があるタイプの人だから、まあいいかな。多分自分で一回でも人生で責任を負うようなことをしたことがある人はそういうコメントしてないんですよ。ああ、なるほど。分かるんで、そういう人の気持ちが。はいはいはい。だから今までいかに無責任で生きてきたかっていうのを裏返したんですね、こういうコメントは。確かに。そういうコメントをやっぱり打つやつらはどういうやつなんですか。雑魚の極みですね。雑魚の極めた。極めた。極めた。だって、名前出さずに顔も出さずに結構偉そうなこと言ってるやつ結構痛いですよね、はい、やばいですよね、間違いない、はい、まあ若かったら、まあ高校生だったら分かります、うん、はい、ただちょっと20以上でやってたらちょっとやばいかなって僕は逆に思っちゃうかな、うんうんうん、だからやってたらやばいっていうか、やばいからやるんですけどそれですね、本当に本当にそう、はい、ということで、ちょっとやばいな系はブロックしていくんでね、もうちょっと優しい気持ちで当てましょう。要は楽しいと思って見とる人めっちゃおるわけよ、うんうんうん、コメント欄めっちゃおもろい楽しいってやっとる人もおるのに、うん、そう見とる人が帰れとかのコメントのせいで楽しくなくなるパターンが、そう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 、議論は好きにしていい、うんうんうん、好きに言っていい、もうそれは、うんうんうん、でも話が長いとか、うんうん、それはもう自由に言ってエゴだろとか、うんうんうん、言っていいけど、帰れとかもうただの嵐やん、それは、うんうん、間違いない、うん、めちゃくちゃ優しいんですよね、そういう人たちに対してベリアさんはそうですね、はい、はい、だと思うんで、はい、楽しく見てる人が不愉快になるようなあのコメントは、うん、バンバンブロックします、はい、はい、言っても分かんないならブロックします、うん、はい、今忠告したんで、うん、ということで行きます。じゃあ記念すべき志願者2人目、はい、あおり V どうぞ、 VTR どうぞ。ゆうたくん、今日はなんでレペゼンのトライに出ようと思ったんですか。そうですね、まあ金が欲しかったからですね。僕ら自身というか、まあ、僕自身を今日は売り込みに来たかなという。でやっぱり僕だけではちょっと足りないなと思って、今日はとんでもないバスケットを用意してますので。じゃあ最後にレペゼンと株本社長に一言お願いします。我々の価値を見誤るなよ。久々だな。さあそれでは2人目の志願者お願いします。お願いします。よろしくお願いします。ゆうだと申します。音楽系の YouTuber をやっており、まあ、今は登録者は166万人ほどです。よろしくお願いします。お願いします、まあ、本日は、まあ、なぜここに来たかという前にちょっと一人、すいません、僕のちょっと助っ人を紹介させてください。同じく音楽系で、まあ、歌などを、ね、上げていらっしゃる、今登録者数120万人でしたっけの、虹色侍の、ズマさんです。よろしくお願いします。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 あ、ありがとうございます。はい。うん、うん、あ、はい。俺ね。はい、本日はですね、まあ、目標希望金額というよりも、皆さんに、僕らを、値段をつけていただきたいという気持ちで、私は、実際にこのキーボードとズマさんはマイクを、機材を持ち込ませていただきました。実際、その、まあ、我々、まあ、目標希望金額って言っても正直我々言うて100万人超えているので、まあ、お金にはそんなに困っていないと。だがしかし、今後その YouTube っていうのはどんどん、その特に僕ら音楽系 YouTuber っていうのは音楽の規制がこれからどんどん厳しくなります。今でさえその既存曲のカバーとかを弾き語ったりすると、まあ、それがジャスラックにその既存曲という認定をされてしまい、まあ、そこで収益がまあほぼ持っていかれてしまいますよね。はい、はい、ということでですね、まあ、それが、まあ、昔は 2,3 年前はそんなにそういう流れがなかったんですが、これが今後、まあ、1年後5年後10年後、まあ、我々が活動していく上で、まあ、かなりそういうのが厳しくなっていった場合、我々は食いっぱぐれるのではないかと、はい、なので今は
お金は必要ありませんが、我々を今日は売り込むことによって、今日はお金持ちの方々に我々に値段をつけていただいて、その一番値段が高かった方々に尻尾を振り続けようという気持ちです。なるほど、新しいパターンだ。逆にそのフリップに我々の値段を書いてください。で、我々ができることを今から出しますんで、はい、という形で今日は持ち込ませていただきました。よろしくお願いします。新しい、はい、いいですか、質問、はい、我々に値段つけるっていうのはどういう意味ですか。その 今から、はい、その歌ったりとかするその曲を聴くそのショーに対しての金額なのか、いや一生人生を奪えるどれ契約、はい、そうですね、それも今から説明させていただこうと思ったんですが、その、まあ、例えば、まあ、サンストックさんでした、うん、ストックさんストックさんに、はい、まあ、例えば、まあ、曲を作ったりとか、うん、そういう案件とかそういうのも含めて、もう我々の体そのもの全てを一生分です、うん、2人合わせてということですね。それで、まあ、僕らの逆に僕らがその金額に納得できたらという、もう逆に僕らが見させていただきます、皆さんの気持ちを目標希望金額は、うん、でもそういうのを決めちゃうと、僕らそもそもあのピアノさえあれば、あとズマさんはもうさらに歌声さえあればお金はいらないんですよ。もうあのもうこっから金出ちゃうんで、うん、だからもうそれぐらいならそういう希望金額などを、まあ、設定せずに、まあ、今後の不安を解消するためのお金が欲しいかなと。なるほど、なるほど、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、なるほど。でもう一回いいですか、はい、じゃあ例えばじゃあ仮に100万円だったとして、はい、100万円僕が権利を得て、はい、でいろんな法人に15万とかで売り続けるっていうのはできますか。なるほどですね。あ、100万で僕は作曲15万で受けて、はい、それをずっと作り続けてもらうみたいな。ああ、なるほどですね。まあその金額はそうですね、まあそれに僕らが納得できればそれは大丈夫です。あ、じゃあ、はい、これにいくら出すからこうしてくれっていうのを踏まえた金額でいいですか。まあそうですね、はい、なるほどなるほどなるほど、わかりました、はい、了解です。まあ多分僕らのことをご存じない方いらっしゃると思うので、まあ、まず僕らができることについてとりあえず説明させていただきたいなと思っております。まず我々というか、まあ、私ゆうたはまあ、ピアノですね、即興で、まあ、そこにピアノさえあればどんな曲も、まあ、大体聴いたことがあればその場で、まあ、ミニコピーというか、まあ、想像で弾くことができる、まあ、千葉ニャンの上位互換と思っていただければそりゃそうだ、しかも千葉ニャンより怒りません大丈夫です、謙虚な千葉ニャンと思ってください。はいはいはい、なんで、例えば、はい、いいなそれ、パーティーを開きたいなどとそういうなんか催し物があるときに、はい、まあ、僕呼んでくれれば、その誰かがねこの曲弾いてよって言ったら、まあ、僕はそれを弾けるし、まあ、それでそうですそうです、まあ、僕はもう本当にあのそれ知名度を持ったスピーカーだと思っていただければ何も差し支えはないので、でもスピーカーが知名度を持ってたら良くないですかという、そこでね、それを動画に収めてそれを拡散すれば、ああいうユータいるんだってことでなんかね、それでいいねとかも稼げるかもしれないしという気持ち で、うんうん、了解です。はい、で次はズマさんの紹介です。ズマさんはですね、そのズマさんは喋らないな、ズマさんは字がまだ持ってる今日は僕がスケットとして紹介したんで、まあ、僕が全てちょっと、うん、まださっきのはいしか言ってないです。いや、まだズマさんの声も聞いてみたいなって思うんですけど、いやでもまあ任せますよ、もちろん。確かに。では自分の特技をお願いします。はい、そうですね、虹色侍のズマと言います。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。僕の特技はあのすぐに5秒で曲を作ることができます。なので例えばリンゴって言われたらリンゴの歌を今作るみたいなことができます。打ち合わせなしでです。それを僕の伴奏ともうその意思疎通、僕らハートで繋がってるんで、それは何の打ち合わせなしにそのまま曲に入れます。それを証明するために我々は今日マイクとキーボードを持参しております。なるほど、おそれはすごい。ゆうちゃんの上位互換ってことまあ、ゆうたちばにゃんです。なるほど、序列で言うそういうことか、序列で言うと序列が序列があります、我々音楽界で我々、私は中堅で彼が上位互換です。なるほど。で、ちばにゃんは介護官です。なるほど、わかりやすい、はい、そういうことになってますので、
例えばだから皆さんがお題をいきなりもう適当な単語でも何でも構いません、いただいたらそれをでどういう曲調かっていうのも全然言ってもらって構いません、もうそれで僕らは、もう打ち合わせなしでその場で、まあ、曲として完成させるといいです。それはマジですごい、まあ、でもズマさんのまずね歌唱力をちょっとお伝えしたい話なので、はい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 、ちょっとこれってそういう権利的に普通に既存曲とか大丈夫ですか、ね、はい、あの別収益今日考えてないんで、はい、広告に引っかかっても大丈夫です。これちょっと前ちょっと音出るかどうか、おあ出るね、すごいすごいな、初のプリテンダー言っとくズマさん、ええあれ皆さん歌唱力を示すのに皆さんご存知ですか、ヒゲダンオフィシャルのもちろん噂ではプレゼンダー、歌詞が分かんないですね、おいまあそれぐらいからは即興で全てやってきたということです。え、まあグッバイからできますか、グッバイ、はい、オッケーですか、お題バンバン振っちゃっていいってことですか、まあその何個でもいいです、それを合わせて一つにします、例えばお題リンゴ、もうパンダとかもう3個ぐらい4個ぐらいでも何でも、あの例えばそのフリップに書いていただいても構いません、それぞれのフリップに、まあ、まあ簡単な単語とかがいいかな、はい、とかを本当にゆうたさんがハードル上げるたびにズマさんの顔色がちょっと彼は逆境に非常に強い逆より強そうな顔はしてない、そう、そういう風に追い込まれて逆にできたらそれも査定額も上がるというものです、はいはいはい、そういうなんか、ね、じゃあ試しにやってみます、じゃあ僕早速いいですか、じゃあ、はいはいはい、早速いいですか、今さ全然喋らない、じゃあ2つ単語言えばいいですか、どうぞ、はい、ウェブコンサルティングのストックさんでお願いしていいですか、これもうめっちゃ CM 来たぞ、確かに、うん、はい、ズマさん意味は分かりますか、あ分かんないっすよ、カタカナが分かんない、まあ、コンサルなんかコンサルティングとか、相談、まあ、人材派遣みたいな感じですかね、コンサル会社です僕で、ストックさんっていう会社名です、はい、でコンサルのストックさんで、じゃあちょっとコンサルはこうした方がいいよとか、ああした方がいいよっていう人っすよ、そう、まあ、そんな感じです、ものもの先生アドバイザーみたいな、あ分かりました、聞いてください、ウェブコンサルティングのストックさん、けれど僕の凄さは誰に
きます。私と彼女やばいね、これこれはすごい、すごい、こんな我々をほっといていいんですかという話ですね。え、じゃあ僕もいいですか、はい、今のは逆にちょっともしかしたらこういうテンプレがあるのかもしれないと思っちゃう。そう、事前打ち合わせあると、はい、テンプレでこう、ってことはもっとちょっとハードル上げたいと思って、はい、僕たちのレペゼン地球時代に歌った曲で、実はグリーンピースって歌ったんですよ。ただ結構再生されてない曲なんです、うん、僕たちの中でも、ね、だから多分存じ上げてないと思うんですよ、うん、はい、かつ僕たちが作ってる、まあちょっと奥酒キャラですよね、うん、こんな歌唱力もないし、うん、こんな熱唱するような歌じゃないじゃないですか、うんうん、レペゼンが歌うグリーンピース、うん、これでなんか多分知らないと思うんで、これで、はい、新しく作るっていう、はい、新しく、あ、で視聴者が、うん、確かにこれレペゼンが歌うグリーンピースだもんみたいな、新曲グリーンピースだわってなれば、確かにレペゼンが歌ってそうなるグリーンピースだわってなれば、レペゼンさんっぽい感じってことですね、はい、日本で一番すごいんじゃない？いや、マジですごいですよ。日本で一番すごい人連れてきました。こんな即興で曲って作れるんですね、はい、で彼は私の指示で動けますなるほど、なるほど、つながってんだ。確かに、そうです、セット、セット、彼は私の言うことにノーと言いませんなので私をそう抱えていただければ、まあ、同時に菅さんも、加えれることができます。おまけがでかすぎる、そのために今日は連れてきました。よろしくお願いします。コメント欄でピアノの主張がでかいってピアノの音量だけちょっとやったら、ピアノの主張がでかい、多分歌詞がもっと聞こえるっていう、それは我々の仕事ではない大丈夫です。あ、ちょっと下げるんですか、うん、あ、我々が下げました今。あ、なるほどなるほど。あー、え、じゃあなんかパッと思いつくのある、逆に鴨本さんとかでも、うん、でも今、うん、ハードルが多分レベル1からレベル2になったと思うんですよ、うんうん、確かに、もうこれはできないだろうぐらいのやつを、なるほど、ね、単語3つ混合とかでもいいっすよ、ね、確かに、の話か、視聴者のコメントからも適当にバーン拾ったりとかも、それでも全然構いません。なんか結構これでいいなって思ったやつを僕拾うこともできるし、ああ、もう本当それでいいです。もう我々もそれでね、これだけでちょっと30分ぐらいこの企画面白いです。おもろいわ。何曲も聴いてられる。ね、あと何曲でもいけちゃう。え、じゃあちょっとコメントから1個やってみます。で、同節4万いきました。すごい。この。この企画始まって最高視聴率です今、瞬間ゆうちゃんどやっとやめちゃくちゃどやっとやコメント欄仮面武道会しかないよ仮面武道会ヒカル君が出した曲でめちゃめちゃいい、いや、仮面武道会ちょっと、まあ、これは多分もうあれだと思うんで、まだギャグだめちゃくちゃ面白い。他なんかあるかな、あ、アマゾンギフトカードで曲を作った確かに、確かに、今回の音源来ちゃうよ、そんなことしたら。嫌いな YouTuber とか、あ、確かに、うん、嫌いで、それいいですねいいね、いいね、いかもクソカード立つないや、僕が立つ、上がりすぎた好感度ちょっと下げとかないと、はい、ゆうたさんが嫌いな、あの人、僕が歌う、俺がリクエストするんですか、僕はただのあれなんで、はい、確かにさっき言ってたわ、ゆうたは、じゃあの嫌いな YouTuber をズマさんが歌う、そうです、だから決してズマさんが嫌いな YouTuber ではない、はい、はい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 、ゆうたが嫌いな、バリ気まずそうな顔してる、じゃあ確かに嫌いな YouTuber トップ10ぐらいで行きましょう、
確かに耳打ちして、はい、歌って当てるのが逆にみんなに当ててほしい、はい、当ててもらいました。ああ名前は言わないですね、はい、名前は言わないけどその人について歌えます、はい、知識ありますか大丈夫ですか。まあ、まあ何でもできるならまあ、はい、知識は今、すごいわ、めっちゃ面白い見てたよ。じゃお願いします。嫌いな YouTuber、 ゆゆうたの嫌いな YouTuber のタイトルで、はい、イントロが俺いきなり世界の大スターの YouTuber から車をもらったアルファード名前を最初に言ってくれるから誰が誰なのか分かりやすい今日は何分かりやすいイケメンだからなんだろう同じことをやっていてもブサイクなられないよあれだけ羨ましいなあいつらはどこまでだって道を行く僕らがどかなくちゃいけないのか道を開けるよ全然問題ない。そう。歌唱力。すごい本当に。すごいわこれ。曲も歌も全部即興です。はい。これはすごすぎる。これはすごい。我々のねこの才能いくらつきますかねと。いやでもこれ。これはすごい。聞いてられる聞いてられる。そう。ラス1ぐらい。ラス1。あの二人のギャラの割合の話の。歌作ってほしいです。あいい。さらにもう一つなんかコメントからも引っ張ります。それの話プラスのみたいな。ギャラ？俺らトントンよな。まあ僕が歌ったことが残るんで。ああ。改ざんしようとしてる？今日俺らの事実を。はい。俺らのギャラの割合の歌作るの？はい。あので今じゃコメント欄から適当に開いたいんですけど、マサトさんのコメントで潜水艦って来てるんで、うん、あの2人のギャラの話と潜水艦の歌、潜水艦が邪魔やな俺も邪魔だからいやでも潜水艦さっきここまでハードル上げないと、うん、多分やっちゃうんだろう、ちゃんと完璧にこなしちゃうんだろうなっていうのが想像できちゃうから、うん、やっぱなるほど、はい、潜水艦は邪魔そんくらい邪魔入ったらもう無理だと思うじゃない俺のギャラ、はい、俺とズマさんのギャラの割合と潜水艦、潜水艦が邪魔や潜水艦で働く最後くらいバラードでいくかじゃあバラードで、はい、わかりました。聞いてください、潜水艦と僕らのギャラの配分についてです僕らはどこで何してるかはわからないよな一般の皆さんにはツイッターで YouTube で投稿した上積みしか知らないいろんな仕事をいろんな会社に呼ばれて歌うかもしれない僕らの存在は名前だけは知っていてもどこにいるかはわからない僕らはまるで潜水艦のように水面下でいろんな仕事うまいピアノ価値はいろいろあるけど作詞の印税の方が多いはず作曲税作詞税歌唱税思う
第六第四ぐらいになるんじゃないかな。指が動けばいいけど喉と体をいたわる俺はまた一割多くてもいいんじゃない。三対七でお願いします。三対七でお願いします。僕は歌うよ七割もらえるなら。それで十分さ。これはやばいな。7割でいこう。基本的に7割でいこう。歌で交渉が歌で交渉が変わった。7さんにしよう。歌で変わる交渉もやった。マジですごいわ。レベルが違すぎて。そんなね、そこら辺のね、もう喋るだけの志願者と一緒にしないでいただきたい我々を。我々には技術があるんです。確かに。それを加味した上で皆様ぜひ査定のほどよろしくお願いいたします。これその歌は あるっすよね、うん、ある歌や、まあ、今生み出したということですね、うん、正式に言うと、うん、はい、すごいわ。こんなの値段つけるの難しいですよね。めちゃくちゃ難しいです。え、一生分に作るってことですか。いや、じゃあまあ今日はこれでこんくらい出したい。もう我々を呼べる権利ですね。なんか例えばそういう催しの場であったり、なんかそういうライブでも、なるほど、我々を召喚する権利としておきましょうか。あ、なるほど、はい、なるほど。さっきのストップさんの歌だったり、確かにそういう案件でも使えるし、まあ、使い勝手は無限大なのかなと思っております。あの、ここの書いた金額は7対3ですか。はい、14くらい。まあ、6、うん、あのプレゼン頑張った。あ、いや、これむずいな。5個ないっす。あんま安い金額をつけるとコメント欄からもケチだなと思われてしまうという我々の策略です。これは一つのイベントに出る時のギャラ代ってことですかね。いや、もう、まあ、それにも考えてもらって、まあ、今後我々を永久的にギャラに呼ぶ権利。なるほど。あ、ギャラに呼ぶじゃない、そういう、なんだろうな、場に呼ぶ権利。なるほど、なるほど。我々もやっぱり YouTuber は追い先短い可能性もあるので、我々もそういうちょっとね、しのぎを持っておきたいなと感じで、ぜひ。いやすごいなぁ。感動したわ。いや、マジですごいわ。いや、本当にすごいわ。ちょっとすごいわ。しかも 4.1 万人。4.2 万人どうよ、すごい。まあでもこれほぼズマさんの力なんや。ゆうたさんのコメントすごかったですからね。この信頼関係です。お互いが信頼し合ってる。決して自分が上と思わない、この信頼関係。これは真似できませんよ。技術がある人もいても。という感じでしたね。難しすぎるな、ちょっと。永久的にっていうのがちょっと。そうですね。1回とかだとちょっとなんか、うん、なんだろうな、寂しいね。我々も永久に出せる。たくさんのお金が欲しい。もちろん企業の PR などに使っていただくことも大丈夫です。ということも加味して。すごいなぁ。すごすぎて一番難しいわ。いや、めっちゃ難しい。めちゃくちゃ難しい。永久的にちょっと本当に感動したもんな。すごいなぁ。その普通の作詞作曲などもやっていますので、もし千葉にゃんとかがそのなんだろう、もうこいつ嫌だみたいになった時にその代理として使うこともできますと。ああ、はい、おー、上位公開やし。千葉にゃんのその人間性にでも、その多分あいつ曲が作れるから多分許されてる部分も多分あると思うんで、まあ、そういう彼のケツを叩く意味でも、うん、多分ちょうど千葉が見てるんですよ。見てそう。そう、なんかタイに便乗した YouTuber を送り込むとか、もう全然トラックメーカー関係ないことできるよ。確かに便乗したやつでタイに送り込む暇があったら曲作れ、あいつ。そうそうそう。まあ、我々は僕が歌うとかじゃなくても作詞作曲してできたものを提供することも。そう、楽曲提供もできます。もちろん我々が曲を作ってレベゼンさんにそう、うん、曲を提供するという形もできますね。使い勝手が広すぎるな。コラボっていうのもいけるしね。そうです。一緒に曲出して、そうです。そういうなんかね、オフラインの場で呼ぶということもできますし、うん、まあいろいろそれは皆様方がじゃあ脇さんからいきます。じゃあ僕からいいですか。
じゃあファイナルジャッジお願いします。はい、僕がじゃあ2人に出した価値は5000万円です。おお、あの2人の才能とあと認知度知名度とあとその永久的に使えるっていうのを完備した上で考えたらこんぐらいかな。これで YouTube やめちゃう5000万え5000万沖さんそんなお金持ってない。いや持ってない、だから持ってないからどうしようまあそれはじゃあ、まあ、そうですよね。だから自分たちでも出せる価値を超えちゃってるんですよ、はい、そうそうなんですよ。あ、なるほど、だから難しいですよ。永久的に使えるって考えたらそれはかなりありがたい。知名度とその全てを完備したら、うん、まあ、永久って考えたら5000万ぐらい出しても全然かなと思って、うん、ちょっと本当にその後に僕がなんかケチみたいな感じになっちゃうかもしれないですけど僕の場合は出せちゃうから、はい、もう本当に現実的に、はい、あのもうお二方が納得するなら決定できたいなっていう内容でいきたいですけど、はい、100万で1曲作ってもらって10回出ていただきたいっていう。どうでしょう、10回は微妙か。10回っていうのは出演ということですか。ああそういうイベントなどに参加する。いや、そもそも1曲で100万作ってもらおうと思ったんですよ、はいはいはい、けど出てもらうのは今日ただで出てもらったから実質でただで呼べちゃうんじゃないかなってちょっとやっぱ思っちゃったり、ね、けどこれ僕自腹で100万本当払うってことだったんで本当にまだちょっとホイの、あ、ホイじゃない、ワキの5000万があったんでちょっとおおなったんですけど、うん、要は100万円で1曲作ってほしいってことです。あ、はい、と思ってもらいたいです。あ、了解、了解しました。はい、はい、では、まあ、ちょっと僕も結構リアルな感じで、はい、僕はその商用で曲とかやらないんで、はい、なんかその今のその、まあ、芸というか、はい、すごい笑えたんでシンプルにそのオフラインのイベントとかで1回30万で来ていただくみたいな感じだったら結構現実的かなと思いました。例えばわかんないですけど将来的にじゃあ自分が結婚式をやるってなった時に、はい、呼ばせていただくとかそういうのであれば30万とかだったら全然今の感じだったらおしゃれでいきたいなって思いました。そうですね、はい、観光総裁結構リアルな金額で、はい、はい、いや素晴らしい。30万、確かに。で本当拘束時間だって30分ぐらいだと思うんで、うんうんうん、相当我々、はい、消化していただきますね、これ、うん、ありがたいですね。すごい才能を持ってる2人とも、はい、本当にコメント欄安ケチとかいっぱい来てますもんね、はい、いやそれだけコメント欄の方々は我々も、はい、確かに確かに買っていただいてると思う、まあ、ありがたい話です。本当に実際にお金を出さない人は何ぼでも言えますよね。ちょっと、はい、青さん、青っとる、はい、何ぼでも言えますよね。持ってないよ、持ってますよね。雑魚は閲覧禁止らしいですと思うんで、はい、まあ了解です、うん、はい、はい、でもコメント欄はもう安い安いってケチケチって言われてるってことはやっぱ嬉しい、視聴者はめちゃくちゃそう、うん、思ってるからコメント欄は我々に評価して、ってことは逆に言うと30万でクラファンで僕たちを冠婚葬祭とかに出しませんかって言ったら、はい、もっとこの人たちは払ってでも呼びたいっていうことですよね、コメント欄で。ありがとうございます。なんかヒントを見つけました、この、はい、つまり50万でこの2人セットどうですかって言っても30万で安いって言ってる人がいるなら、うん、全然月に何本とか全然決まると思います、はい、うん、っていう理論が成り立つっていう、結構だからリアルですね、この客、はい、これ皆さんへのプレゼンっていうかもうここにいる視聴者の全員も含めてのプレゼンになってます。はい、間違いない、そうです、確かにありがたい、すごいよ、ね、うん、はい、見せれてよかったな、うんうん、ありがたいです、うん、っていうことですね、はい、ありがとうございます。はい、じゃあそんな感じで、じゃあありがとうございます。はい、おめでとう、すごい、すごい、これはすごい、すごい、今同時に読んでるわけ、45万、4.5、いや、気にしてます、すごい、すごい、我々が更新したらしいですよ、やった、一番感動した、うん、いや、マジですごかった、すごすぎる、本当にすごかったっす、はい、昨日の相馬さんを僕の中ではちょっと超えちゃったかもぐらい、うん、でも相馬さんもすごかったから、うんうん、言ってたっすね、中僕の中で一番だったんですよ、相馬さんが、うんうんうん、我々は喋りはあまり達者ではないんで、うん、まあ、すごかった、腕でいきましょうか、うん、青木カノンよりは良かったっすね。最初のプランすごい顔してたもんね。この後出てこれるか。でもコメント欄で30万で呼べるなら呼びたいってコメントいっぱいあります。いや、そうですね。ぜひ、はい、私たちの DM まで、はい。結構リアルな金額言っちゃって恥ずかしいんですけど。いや、でもいやかなりでもいい値段。笑顔、笑顔。いい笑顔。ありがたいです。はい、でも多分お笑い芸人でそこそこ売れてる人とかもこのぐらいの金額だったりするんで。なるほど、はい。だから誰も知ってるお笑い芸人とかと同じレベルの、はい。評価もいただいてないかなと思います、ね、はい、いや僕結構友達お笑い芸人ですけどもっと安いです、うんうんうん、
誰もが知ってるって多分想像できるような、この人ねっていう人は大体10万から20万ぐらい。そうなんですか。事務所通したらもっと安い。あ、高い。あ、確かに。あ、確かに。闇営業だ。はい、闇営業でございます。なるほどね。はい、はい、じゃあありがとうございました。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 すごすぎた。本当にすごかった。確かに。楽しかったもん。でもそうっすよね。なんか30万で呼べるなら確かに呼びたいな。間違いないでしょ。確かに、しかも結婚式だからケチらないじゃないですか。うんうん、要はその飲み会に30万出すことはないけど、いその結婚式で30万ってありえるから全然。うん、確かに。そう、50万でも出した人いっぱいいますよね、多分。うん、楽しかった。いや、すごかったな。ずっと今日この企画でいいやんと思っちゃったし。間違いない。これディナーショーとか集まりそうですよね。これいや全然集まると思うんですよ。いや僕たちからお金もらわなくてもバンバンいけちゃうんじゃないかなっていう、うん、多分この今の切り抜かれたりとかしたらすごい多分宣伝になると思うんですよ。はいはいはい、確かに。いやすごいな。いや次の人のプレッシャーすごいっすね。はい、だって向こうでざわついてましたもん。やばいやばいみたいな。やばいやつおるみたいな。間違いない。じゃあまあ今日のメインイベント天城福丸に行きます。いやでもすごかったな。いやマジですごかった。神々だった。これ何回アンコールアンコールってあるから最後もう一回呼びます。あでもお二方この後予定あるって言ってた。なんか予定あるって言ってたっすね。じゃあちょっととりあえず天城福配りますね。はい、はい、お願いします。じゃあ脇さんもめくってください。はい、おせっかくなんじゃあカモンさんもめくって見せますか。はい。いきなりハイで見せる。もう慣れと。いやでもコメント欄もマジで今まで一番すごかったっすよ。いや50万は出せる、これは超えられない、再登場してくれないかな、いいもの見れた、1億だろこれは。これ並べてこうやって出しちゃえばいい。なんならケチモトって言われてますよ。えケチモトとか言われてますよ。あいいっすいいっすよ。いいっすよ、ザコはザコなんで。すごいな。じゃあ次、はい、アンコールのコメントがすごい多いな。いやあれアンコール聞きたなるわ。 あれは聞けるわ。いやびっくりした。ずっと歌っとってほしかった。すごいすごいすごい。 CM とかでもね、うん、ずっと聞きてえわ。アンコールだって帰るのも楽ですか。はい、じゃあ次、はい、はい、いや感動したな。すごすぎたな。本当に泣いたところもありますよね。それはそれは絶対嘘だな。本当に40万までなら出せるってことはちょうどそこら辺がやっぱあれなんですかね。ちょうどみんな出せる出せないの、1回のイベント。そうそう、1回のイベントのギャラ考えたら、はい、めちゃくちゃ稼げるですよ彼らも。永久的にって考えたらちょっとどうしようどうしようと思って。しかも技術がすごいから、その知名度で呼ぶってよりかは技術で呼んでるから、その10年後も20年後も知名度が彼らがもし借りなくなったとしても技術で呼んでるからですよね。そうっす。高速時間は30分。即興でやれって言われたら。即興でね、楽しいですよね。すごいな。謎解きとかとわけが違うから。確かに確かに。ただ歌う人じゃないから。じゃあ、今コメント見たらツイッターでお願いします。ツイッターでお願いします。めちゃめちゃ多いんで。やっぱツイッター配をみんな求めてるということで。じゃあ今シェアしてもらっていいですか。あの終わったのどうする。明日に落とします僕は。はい、今 YouTube の画面開いていただいて、 YouTube の画面の下の方に共有ってボタンがあるんで、そこで共有ボタンを押してもらって、ツイッターで共有してください。そしたらあれします。ツイッターでシェアした人の中から今からもうパパパって15名当てます。15名当てます。今からパンパン当てます。めちゃめちゃ出ます。だからシェアしてください。お願いします。スパチャも5万円来てます。5万。スクープマスターさんからこの歌声にって言って。おお、すげえ。すごいな。すごい。入るのは俺らです。確かに。俺らのポケットです。間違いない。じゃあツイッター今さ皆さんシェアしていただきましたが、いやあれはちょっと驚いとるわ。楽しかった。楽しかったっすね。じゃあゆゆうたで検索してみようかな。ゆゆうたで多分出ると思うんで、あの今ちょうどあのシェアしてるんだったら、あと300万人までしかも残り8000人っす。おお、見えてきたね。見えてきた。じゃあ僕の画面開いてもらっていいですか。来たー。じゃあ一番上出たあの、まあ、恒例でやってるんで、一人目はこの方です。はい、写真撮ってください。おめでとう。
おめでとう。僕からツイッターが、僕のツイッターから後で DM 送られてきます。じゃあ鎌本さんストップで。ストップ。はい、レペゼ応援歌、あ、嬉しい、こういう方に渡ってくれてありがとう。ありがとうございます。レペゼ社長の一気飲みの動画が好きです、ありがとう。めっちゃ昔からのファンですね。絶対。確かに。じゃあストップお願いします。ストップ。はい、ゆゆうたとズマえぐい、確かにえぐかった。えぐかった、えぐかった。勝利、勝利してるわ。すごいな。はい、おめでとう。おめでとうございます。お、トレンドに今ツイレペゼン入ってます。おお、やった、ありがてえ。でもこれシェアしてゆゆうたとズマさんも入れてあげよう。あ、令和の虎も入ってます、トレンド。おお、ダブルで入ってます、令和の虎とレペゼンが。やった。じゃあお願いします。3人目ストップ。はい、八作さん、おめでとう。おめでとうございます。あ、DM 解放されてない。すいません、これはもうやっちゃったね。やっちゃいました、これやっちゃったね。次、それ、はい、ということで、マルコさん、おめでとう。おめでとう。DM 解放は必要です。必須やね、これ必須です、これは。どうやって送られてくると思ったよ。はい、間違いない。ストップ。はい、ということで、じゃあ、金さん。あれ、この人、2回目だ。マジ2回目はさすがに。いやいや、2回目行きましょうよ。行きましょう。優しい。それで毎日やってくれてる。すげえな。2回当たるんだ。ストップ。はい、ということで、浩平さん、えぐいね、おめでとう。おめでとう。おめでとう。じゃあお願いします。ストップ。お、Tさん、おめでとう。いいね、いいね。もうバンバンシェアしてくれてるおかげでトレンド入りしてます。ありがてえわ。はい、ということで、 Cさん、おめでとう。おめでとうございます。これ解放してるかどうか分かりました？大丈夫。あ、確かに確かに確かに、ここまでいかないと。解放しました。うん、おめでとう。いいっすね。じゃあお願いします。ストップ。マさん解放してる、おめでとう。おめでとう。僕の公式ツイッターから DM送られます。で、ツイッターで、あの、僕と鎌本さんも、あの、ツイッターでリツイートとフォローだけでのあれもやってるんで、ぜひそっちの方もリツイートとフォローしてもらって参加してください。100枚配ってます。はい、じゃあストップ。お、レペゼン、お、レペゼン。はい、おめでとう。おめでとうございます。いいね、レペゼンファンに当たるのもやっぱ嬉しいね。うん、はい、ストップ。お、王の大勢、大使聖太、聖子、な、これ聖子、まさしだ、まさしだ。やべえな、やべえ間違い方してんな。聖子、ごめんね、本当にもう人の名前を。はい、ストップ、ストップ。アルムーン、おめでとう。おめでとう。おめでとうございます。いよいよ、もう今バンバン試合してちょうだい。ストップ。はい、シュンパパさん、おめでとう。おめでとうございます。でもこれもうさっきの方々でめちゃめちゃ時間使ったんで、逆にパンパン行った方がいいかもしれない。はい、ストップ。にじさん、おめでとう。おめでとうございます。すげえな。この人もレペファンだ。アイコンがレペファンだ。やった、嬉しい。ストップ。男子、男子なんだ。お、静岡県の猫好き、バイクも好き、車も好き。おー、いいね。じゃあラスト2でいきましょう。はい、ストップ。あーさん、おめでとう。おめでとう。アカウントが大学生レペゼン好きって。おお、天国寄りの教室って紹介する。すげえ、すげえ。教室すごいって。そう、はい、ラスト1人、ガンちゃん、おめでとう。おめでとう。パーソナルトレーナーだ。お、正社員15年やってるんだ。おお、ありがたい。ありがたい。でもやっぱすごかったって書いてあるっすね。じゃあもう、じゃあ行きます、うん、あの、一応じゃあ、あの、行く前に、あの、僕たち今概要欄で、あの、URL、概要欄にある URL で、あの、プレゼント企画、Amazon ギフト、鎌本さんが150枚ばらまいております。ぜひ20秒で、あの、応募できるんで、今パッと概要欄飛んで、URL 飛んで、応募だけパッてやってもらって、戻ってきてもらえたら嬉しいです。で、当たったらフォロー解除してください。そこだけは、はい、ブレずに。まあ、雑魚だけですよね。雑魚じゃない人は OK ってことですよね。ということで、じゃあ行きますか。もう皆さん TikTok やってもいいですか？あ、いいですよ。2件いきます。お願いします。ストップ。お、キツネちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。あと1人いきます。いけ。
サプリメントさん。ありがとうございます。これ TikTok で僕たちの新曲の XOXO っていう曲を使ってさえくれたら、うん、あ、自動的に10人に山際を当ててるんで、はい、はい、ランダムでお願いします。お願いします。ぜひ TikTok で使ってね。お願いします。しかもみんながシェアしてくれたおかげで、ゆりゆうた虹色侍トレンド入りしてます。おお、しかもトレンド11位まで上がってます今。すごい。これ時差なんでもっともっと上がりますね。だって1万6千人がもうツイートしてるんで。今1位が志願者2人目です。え、すごっ。志願者2人目、じゃあ皆さんのシェアのおかげだ。すげえな、すげえな、勝ち取ったね。すごいすごい。じゃあそんな感じでパンパンいきますか、はい、じゃあ続いて志願者3人目になるんですかね。じゃあこの方です。 BTR どうぞ。あ、お疲れ。あ、お疲れ。あ、まあ今日はレペゼの虎、まあ、出させてもらうんだけど、まあ、北海道から来たからやるには絶対的に俺タイガードリーム掴みてえの。だからやっぱり昨日とか一昨日もチラッと見たさ、チラッとアマゾンギフト券が欲しくて、まあ、見たんだけど全然面白くないんだよみんなね。マジもうドゥルルルって滑った。俺こんなに虎だったからさ、もうめちゃくちゃつまんなくて。だから今日は面白いっていうのがちょっと大事なんだけど、俺ガチでタイガードリーム掴みてんの。俺の異名ってブレイキングなんていうのもそうなんだけど、ブレイキングドリーマーだったから、俺夢追い人だから夢を絶対掴みに行くから。俺のアピール生の面白いからみんなチェックしてくれ。あとでこれ全部いきすか、見とけよこの野郎。はい、4人目が入る前に今志願者2人目のゆうたさんが機材をはけに来ました。はい、ということで僕のこの髪の毛とか見て時間潰しててください。ゆうたさんトレンド入ってたっすよ。トレンド入ってたっす。虹色侍さんも入ってたっす。わお、ありがとうございます。すげえ、すげえ、最高到達でした。いやマジで楽しかったっす。いやマジでクラファンで50万で呼べる権利売りまくった方がいいっすよ。もうそれで稼ぎますわ。ありがとうございました。お疲れ様です。じゃあいきますか。はい、それでは志願者3人目ご登場お願いします。面白いですね。面白いこと、きっと笑かしてくれるんでしょうね。どうぞ。いや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 、この雰囲気いいね。なんか滑ってる感じがすごい。雑魚ソースかね。いやいや、一旦どうぞ。確かに自己紹介を。お名前を。はい。あ、お名前。はい。わかりました。歳三。別名トルネード。27歳、北海道在住。以上です。じゃあ希望金額とその内容について。ああ、待ってください。希望金額なんですけど122万4000円。細かいな。内容はちょっとガチでいこうかなと思って、ちょっと待ってください。ガチでいこうと思って。あ、いや俺ガチでいこうと思って、俺ちょっとレペゼン地球さんをちょっと僕北海道に今住んでるんですけど、やっぱり北海道ってまだまだその若い人
が盛り上がりがやっぱ足りないなと思うんですよ。だからレペゼン地球さんに北海道の地方を一緒に回っていただきたいなって。僕運転手するんで北海道なまら広いんだよあそこ。だから1日は回りきれないんで、まあ2日3日かけて地方を盛り上げたいなっていうのが、まあガチです。これ確かにガチっぽい、はい、これガチです。でもそれって122万4千円はい、これ何に使うんですか。まあ、まずあの50万を、まあ、レペゼン地球さんのギャラです。はい、お悠々たより高い。まあ確かに、はい、で残りまた50万をあの箱代会場を抑えるお金で使って、で残り32万4千は、まあ、なんかガソリン代とかに当てようと思ってます。端数の4千円は、あ、32万4千です。32万4千円をガソリン代とかに当てようかなって。あ、ガソリンの端数がアバウトなのに4千円までは割り出せてるのに。そうですね、いや、アバウトって、まあ、ガソリン代とかやっぱりもろもろ食事代とかかかるじゃないですか。はい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 、だからその4000円って結構大事だと思うんですよね。なるほどなるほど。32万だけじゃちょっと足りないかなって思ったんで。これに関してはなんか自分たちでできる、まあ、水族いらない。まあ、俺らがいつも俺らでやってることを、まあ、まあ、案内もできるよ。まあ、案内してくれるし、ああ、そう、案内してくれる、ああ、案内してくれる、そうそうそう、案内ただでしてくれる人おるもんね。まあ、そうっすね。北海道には結構知り合いいっぱいいますよね。でもこれ、お金出して、はい、ギャラで返したら、はい、結構税法的に危ないかなと思うんですけど。税法的、うん、税金面ですね。だってマッチポンプで行ってこいしてるだけじゃないですか、お金を。はい、それはどうします。いや、税金面とかちょっとやっぱ危ないじゃないですか。いや、難しいとかないですよ、国民の義務なんで、はいはい、うん、なんでやっぱりそこら辺はやっぱり、まあ、税理士の方にお願いしようかなと思ってます。じゃあ税理士費用も入れないといけないですね。そうですね、その32万4千円のところにちょっとまあ食事代とか削減して税理士費用に当てようかなって思います。その確かに120万ぐらいを払ってギャラ50万だとして、はい、マイナスじゃないですか。僕ですか。僕その要は50万もらってるようで70万ぐらいマイナスしてません。僕あーまあ50万円まるでもらったかのように聞いてるけど、やっぱ鋭いっすね、社長。やっぱり70万マイナスしてるっすよ、それ。僕正直、ロジックに気づかれないと思ったんですよ、僕正直今回の提案は。そのロジックをバレちゃうと、もう正直言うことはないんですけど北海道盛り上げたいみたいな、はい、いや、そう、ただ、その本当に言いたいのが、はいはい、今日何日か知ってますか。9月1日そうなんですよね、はい、で9月1日って若者の自殺が一番多い日なんですよ。え、そうなんですか。これガチです、これガチです。え、なんで。夏休みが始まるけん、あ、違うか、終わるか、終わる、終わる、そうそうそう。まあなんか若者が今後なんか生きる活力がなかったりだとか、今後なんか何して生きようかなとか、まあ何に向かっていけばいいかなっていう、すごい悩む時期なんですよ、9月1日って、うん、エイプリルフールがあって4月1日あるじゃないですか、うん、バッテス9月立ちみたいな感じがあるんですよ。だからどういうこと。どういうこと。今のどういうことですか。エイプリルフールがあって9月立ちがあって、どういうことですか。どういうこと。4月立ちにエイプリルフールがあって、その5ヶ月後に若者が一番自殺で死んじゃうんですよ。エイプリルフールはどっから出てきた。ごめんなさい、釘がいいかなと思って、ヒューヒューですね、ヒューヒューヒューで用いました、ヒューを。まあなんで本当にこれガチなんですけど、そうやって自ら命を絶つって本当になんか
もったいないし、まあでもね、ちょっとね、その笑い取りに行くんであれば、その自殺とか結構センシティブな話題だから、はい、あんまりこういう場で言わない方がいいかもしれない。これはマジ笑い取ってないですよ、僕顔本気じゃないですか、これに関しては。でも言葉とか言い方とかは正直ふざけてますけど、はい、この話題に関しては僕ガチですよ、うん、でもロジックはふざけてますよ、ね、ロジックは見破られたなと思いましたロジックはいけるかなと思ったんですけど、理由は素晴らしいなとは思ったりとか、はい、そこは否定はしないですけど、はい、ありがとうございます。それ以外の全てがもうズタボロ、うん、じゃあリターン、うん、はい、例えば僕の場合は置いといても、はい、その株元さんとかは何のリターンがあるんですか。河野社長はあの僕、あ、北海道住んでるんで、はい、これビッグボスつなげます。ビッグボス新庄、はい、剛さん、剛さんつなげますよ、剛さん。僕もコラボしたことあります。リンダさんも一回絡んでましたもんね。あ、 DM で、そしたらあの清宮を一番にしてくださいって言ったら、はい、本当に一番になりました、はい、あ、もうそこまで言ってたんですか。はい、一応繋がってた僕一応球場とかで見かけたとか、そういうぐらいの。あれ、直接連絡先はまだ存じ上げないですねまあただ、僕がこれで来ていただけるとかなると、はい、それ強さんはアテンドしようかなって。どうやってアテンドするんですか。まあ、球場とかにいらっしゃるじゃないですか、はい、で、ベースボールパークできるんで、たまに工事現場来たりされるんで、その時に声かけして、ぜひ来ていただけないですかって。なぜなら、こういった理由ですって言いたいんですよ。なんかおかしいですか。あ、そうですね。だから準備、見た目に7割使っちゃった感じですかね。いや、鋭いっすね。鋭社長、鋭いっすか。ちょっと出落ち感が半端なかったんで。じゃあもう行きますか。そうっすね。言い残すこととかありますか。いや、ちょっとあのあります。もうはい。カメラになんか、はい、言い残すこととかがあるの。最後それ見て僕たちもリターンもなんか不確定なリターンは出せないかな。はい。まあ俺らはせめてギャラとかっていうのがあるかもしれないですけど。今日北海道から来たから。いや、そうですね。北海道から来たのちょっと一瞬だけお願いします。お。え？見ろよこれ。おい、社長のお得意芸だ。見ろよ。神本社長の違うよね。神本社長のお得意で、うわ、匂いが。社長、DJ の兄貴の方の社長です。社長、古文坂崎を買わ、古文坂崎坂崎を買わしてほしいだ。メモ見ながらやんちゃった。ちょっとこれは、すいません、すいません。誠に勝手ながら、口上を述べさせていただきます。では、社長先輩、ここに、我、歳三古文となり、いかなる時も、親分、じじ社長先輩の盾となり、矛となる、この旅のご恩に報い、我ら一人命、前例をかけ、この古文坂崎、勝手に頂戴ザクさんべ、お願いします。嫌ですじゃあそろそろ終電だと思うんで、いいか行きますあの新千歳の方に帰られていただいて、はい、本当ですか。はいナイストレード、ありがとうございました。ありがとう、ナイストレード、ありがとうございました。飲むよ。何ですか。飲むよ。飲んでください。お前それ飲むよ。いや、言われると思ったんですよお前それ飲むよ。でも真面目な話、はいはい、僕アルコール中毒系なんですよ、本当に。ああ本当飲めないんですよ、マジで。じゃあ持ってくんなよ、マジで。でもこれマジきつかったっすよ、マジで。じゃあ社長、いいっすか。じゃあ新千歳に帰っていただいてありがとうございます。じゃあもう興奮すよ。やったー、ごめん坂崎かわいさとー、いかなるとこも盾となり矛となる、よっしゃー
古文今日から古文古文ですじゃあ言うこと聞いてくれるガチ聞くっすよきっとはいじゃあ新千歳に帰ってくださいさあ古文だよ誰戦場でありがとうございましたドラゴンのメールは絶対だナイスナイスお疲れナイスナイストレードナイストレードナイストレードちゃんとゴミはあのスリッパすごいなあのスリッパすごいなちなみにあの歳三さんっていう人いるんですけど昨日 DM 来たんですよこれに出たいって言ってそれでじゃあいいよじゃあ明日ねって言ったら本当に来たんですよ北海道から来たらしいなんか悪いことしましたねじゃあいや、雑魚なんで雑魚だからすぐ来るまあでも、昨日の夜考えたようなビジネスプランでしたね多分飛行機で乗ってるその途中に考えたあれですねビジネスプランでもなかったなんかこうしたいロジックに気づきましたね何やってたの騙しよったもん確かにめっちゃおもろかったけど最後のやつじゃあ帰ってくださいそこで一気に持ってったよしじゃあもう4人目もパンっていっちゃいます逆にいきますか、うん、どうですこのさっきのちょうどいい尺だったんで確かに、はい、じゃあ5人もう今日5人いるんで、うん、はい確かに、はい、いつもより1人多いんで逆に今日の今の3人目ナイス尺だったんで、はい、あの4人目もパンって連続でいっちゃいますか了解ですじゃあ4人目の志願者の方 VTR どうぞはいよろしくお願いしますはいよろしくお願いします今日は、はい、なんでレペゼンの虎に出ようと思ったんですか？はい、レペゼンの虎を1話、2話見て、ちょっと今日僕多分3話目だと思うんですけど、ちょっとあまり真面目な方がいないなと思って、1人ぐらい真面目な方がいてもいいんじゃないかなと思って参戦いたしました。レペゼンの虎の誰と戦いたいですか？レペゼンの虎のリリレ社長に戦いたいと思います。最後に何か一言普段ちょっと何言ってるか分かんなかったりふざけたりするんですけどちょっと今日は本当に真面目にいこうかなと思ってますよろしくお願いしますはいお願いしますそれでは4人目の志願者ご登場お願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますあれあよろしくお願いします志願者のハテニャンです今日は取りに来ましたよろしくお願いしますよろしくお願いしますお願いします以上その加本さんに自己紹介をはい、はい神奈川県出身東京都在住新宿歌舞伎町で、バーと下北沢でメンズエステ経営してますハテニャンですよろしくお願いしますお願いしますよろしくお願いします今日は取りに来ましたじゃあお座りくださいありがとうございます失礼しますじゃあとりあえず目標金額聞いていいですかはい、目標金額の前に、いいですかはい日本一ノリに乗ってる DJ 社長に乗っかりたいです志望金額はゼロ円です。希望金額？あれ？あ、希望金額。希望金額はゼロ円です。え？ほう。じゃあ、DJ 社長が令和の虎で融資とか投資でもなくって言ったみたいに、じゃあ僕も DJ 社長に、はい。300万を使って一緒に、Amazon ギフトを配って僕が1年間休止してた YouTube を再開したいですよろしくお願いしますこれは
人がいいか食べたら終わりなんですか。確かにファイナルジャッジメントタイムですね。ファイナルジャッジメントタイム、もうファイナル来たんですよ。ちょっと予想してた展開とちょっと違うんだ。じゃあ、いいですか、はい、結論、はい、お願いします。最終結論はいいよ。本当ですか。いいよ。ありがとう、俊之助。ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。それは、天城風に代で、あ、その社長 の、 YouTube と、Twitter、はい、と、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当じゃない。本物やん。はい、本当に、リツイートとか15万で、竹野内社長とかリツイート15万で、YouTube も10万人増えてて、てか普通にこの YouTube で10万人リアルな人数で増やすってこれ以外ないなと思って、逆に300万を逆に今投資というかこうお願いしても結構 DJ 社長は世界で成功するので今後一切300万じゃコラボできないじゃないですか。なんで今後例えばこう恩恵として3億ぐらいで返ってくると見込んでちょっとお願いしたいなと思って来ました。なんか突然嫌になってきた。確かにそう言われるとね。そう言われると嫌だ。なんでですか。いやいや、こちらから本当に来たとは言ってない。まあだって僕がプレゼンした内容ですからね、うん、最初株元社長とかに300万円くれたら、うん、僕もめっちゃメリットあると、うん、だから300万円出してくださいって言っていただいたわけじゃないですか。一応建前としては、はい、本音は分かんないですけど、はい、そのビジネス系だったりとか大人のフォロワーに認知を強めたいから提案をされたわけじゃないですか。はいはいはい。D 社長、そのメリットが D 社長にあると、はい、で今回はそのケースで言うとハテニャンさんのフォロワーに D 社長の認知が浸透するのにメリットがあるかどうかっていうところが判断材料なんですか。そこをめちゃくちゃ話したいんですけど、はい、今までこうレペゼン地球の動画にすごい様々出させていただいて認知はいただいてると思うんですけどフォロワー数になってるかで言ったらなってないんですよ。この出させていただいてから5年間この5年分のフォロワー言っちゃえば竹野内社長が15万5千獲得してる、じゃあレペゼンのフォロワーレペゼンファンを20万人獲得できるって相当な僕の収穫なんじゃないかなと思って、まあ、そのために300万円出すし、はい、この300万天城府で、はい、どっちもなんか例えばツイッターでフォローしようねとか、はい、そういうことやっちゃえば、まあ、僕も別に視聴者にプレゼント無料でできてるし、そうです僕とそう、はい、いや実質今回も鴨本社長のフォロワーとかだったりも増えてるけど俺ものフォロワーも正直増えてるからそういうことです。美味しい、はい、以上もちろんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ハテニャンさんお帰りです。ありがとうございます。ありがとうございます。そういう解決はい。二人合わせて一人分の尺、うん、っていうか普通に個人的にお願いしたらいいのにね。確かに、うん、なぜこの場で、うん、まあ俺がもらうわけではない、これが天城府に代わって視聴者さんにプレゼントするだけなんで、まあ確かに確かに、まあ、せっかくならちょっとやり方変えてみる、うん、なんか簡単簡単簡単ってなるとやっぱりその、はいはい、あれもあるやん、その要は多く視聴者が参加できやすいのはいいことかもしれんけど、ちょっと逆にハードル上げちゃえばなんかとか100万を3名とかそれえぐい、それやったらめっちゃ欲しくない。確かに、うん、それえぐい、そういうのはちょっとそういう実験で使ってみたい。ああいいっすね。例えば1万円を300人に配るんじゃなく100万円を3名に配ります、でもちゃんと嘘偽りなく手渡しでここでバッと渡しますとかってやってみれば、はいはい、それはそれでどっちがうまくいくのかなっていうのを、まあ俺は人の金使って実験できるんで、データが取れますもんね、うん、なんで1万円じゃなんかいちいちこうなんか早打ちするのめんどくさいよとか、うんうん、ツイッターでなんかリツイートしてなんかこう大変だなって思うのも100万もらえるならね、確かに確かにやるかもしれない。100万もらえるんだったら、うん、だからこれ100万3名とかにやってみます。ありっすね、はい、面白いと思います。すいません、なんか僕個人的なあれになっちゃって鴨本さん全然いやいや、これすごいことですよ。銀行行かないとこでピン札で下ろせないですからね。確かに、うん、銀行行ってきたんだ。今日の一番最初の志願者ガチでリツイートするんじゃないですか。なんだっけ青木かの青木かの何
ああ確かに。ちょうど青木カムが惜しかったやつだ。あいつ襲ったのね。じゃあもうラストになっちゃうってことですよね。じゃあラストの前にまあちょじゃあ天城くんもありますか。まずははいメインイベントなんで。はい。はい、まさかこんな勢いこんなに早く3人目と4人目が巻いちゃうなんて間違いない。はい、そして銀太はトイレに行っちゃったということで本日のメインイベント天城くくまりたーい。いやこれ配信中じゃなくて多分夜寝てる最中に300万いきそうな勢いですよこれ。確かに。うわー、でもありえるな。いや俺これ300いきそうってなったら俺一人で配信つけるわ、まあ、僕最近歌舞伎町のラボコンでピーってとか止まったりするんですよ。一人でピューみたいなのつけて300万一人で行く。あか誰か呼ぼうかな無理やり、まあ、歌舞伎だったらすぐ来る。確かにみんなすぐ来る。ということでじゃあとりあえずはい行きます。はい、天城くん、えい、ーこの見せるパターンでね待機してる人もいっぱいおるし、これはやっぱ令和の虎さんで僕はこれあのこうやりますって言ってたんで、うん、はい、これはやっぱポン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 ってやっぱ 2,3 枚ぐらいはいきたいなと思います。打ち込めてます皆さん、打ち込めてますよね。いきます。スクショするんじゃないですかみんな。確かに。あとバーコードで読み込んでるやつがいるっていうパターンもあるらしいんで、次バーコードを隠したパターンでいきます。じゃあ脇もめくって、はい、いけいけ。じゃあ次いきます。はい、あバーコード隠さないパターンね。ああまあいいんじゃない。ギリ見えるか見えんかぐらいの難易度が逆にいいと思うよね、はいはい、あのなんか早打ちじゃなくてちょっと確認するのに時間かかるとか、はいはいはい、そういったちょっとゲーム性持たせてたら、うんうんうん、ただただ早い人が勝つっていうわけじゃなくなってくる、うんまあ、回戦勝負とかにもなってくるっすもんね。はい、ツイッターがいい、ツイッターがいい、 OK、 ツイッターで多めに配ります。はい、ということでじゃあ一桁隠すパターンもいきましょう。この後ツイッター行くんでちょっと待っててね。今ツイートせずにあの一気にツイートした方が多分あのそこの見る層に入るけん、うん、いけ。これは36分の1です。一番最後は C かな。これ36分の1で当たります。これ早物勝負じゃないよ。来たー、いけいけ、最後の一文字書く、いけ。じゃあもう一文字隠したバージョンで一発いきます。いけ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 、いけましたか。はい、はい、じゃあ次ツイッターでいきますか。ということで今からツイッターの説明します。はい、ツイッターはまず YouTube を今開いていると思うんですけどみんな、ここの下の画面にあの共有ってボタンがあるんですよ。この この共有ってボタンがあって、そこの下にツイッターのボタンがあるんで、ここで今シェアしてもらっていいですか。シェアするとあの今から当てに行きます。でツイッターが一番ちょっと平等くさいんで、あのツイッター結構多めに当てます。はい、結局みんなツイッターを使ってるからな。はい、そうなんですよ、ツイッターでバンバンやってください。いけー。ということでツイートしました皆さん、もうこれ速攻いきますよ僕。あ、なんかコメントも読みたいのとかもしあれば、あ、脇さんコメント、あ、なんかスパチャとかもし飛んでるんだったら、あ、スパチャも飛んでるな。秋久あたり、あのあたりさん、レペゼンの皆さんご無沙汰してます。ゼップツアーでドラムを叩いてたものですよ。ゼップツアーでドラム叩いてたの。デビンシーファミリー。そうや、デビンシーファミリーだ。事務所なくなってからあまり顔を合わせる機会も減ってしまいました。そう、事務所なくなったんですよ。かけながら応援しております。また生ライブし、生演奏ライブやりましょう。やりましょう。確かにあれは良かったよね。めっちゃいい、あれ楽しかった。素晴らしい企画ですねって、無呼吸症候群の観察日記さんから。怖い名前、すげえ名前やな、すげえ名前やな。はい、ということでじゃあ皆さんツイートしましたが、いきまーす。これ何で検索するのが一番いいか。株元社長でいこう。株元社長、本、あ、本だ。あ、やばい、これ木本の方だ。来た、いきます。お、おかしいの出てきた、おかしいの出てきた。一番上にこれ JP よね、これ。これ JP やな、これ。何、え、何この写真。おかしい、おかしい写真ついてる人。はい、ということで最新、一番上出た人、アビキサムちゃん、おめでとう。アビキのサムちゃん、おめでとう。はい、今から僕の公式 Twitter から DM が送られます。じゃあ2人目、鴨野さんお願いします。ストップ。はい、ということで HR さんおめでとう。いけ。
さあ、じゃあ、ということで、ストップ。はい、大チャレンジおめでとう。この速度で走りますからね、バンバン当たりますよ。だんだん敵は良くなっても来てます、僕たちも。はい、ということで、エイキーさん、ナナさん、おめでとう。おめでとう。おめでとう。あ、これか、画面いきます。はい。最新のやつで。最新のやつでいきます。えい、はい、来ました。はい、武蔵さん、武蔵弁当、おめでとう。あ、ゲーム開放してない。はい、残念でした。一発さんの最新の人、最新が来ました。ハサン、3秒前。来た DM ない、残念でした。もったいない。1万円捨てとみたいなのが当たったの、この確率で。はい、あっちゅうさん、おめでとう。理系だって、え、しかも大阪大学ってめっちゃ賢い。はい、じゃあ、ストップ。はい、グッティさん、おめでとう。理系ということで、次いきます。ストップ。はい、加藤さん、2年生ゴリゴリ多賀学生時代、おめでとう。おめでとう。じゃあ、あと2人いきましょう。ストップ。はい、デコさん、デコ、おめでとう。ゲームアカウントだって、おめでとう。じゃあ、ラス1。はい、ストップ。はい、ということで MGM6、 おめでとう。おめでとう。ということで、いきますか。はい、じゃあ他なんか、TikTok やっていいですか。あ、 TikTok いい、ね、今説明させてください。 TikTok で僕たちの新曲 XOXO って新曲出したんですけど、その新曲を出した人、あの使ってくれた人、音源聴いてくれた人からも10名甘ギフ当ててます。これやってる人めちゃくちゃ少ないんで、参加してる人やったらめちゃめちゃ当選確率高いし、明日も明後日もやるんで、はい、ということで、じゃあいきます。この人いけ。おー、真っ暗で当たった運輸ジョインさん。え、それしか投稿しない。そう、そのキャンペーンのために撮った。多分そうだ。ジョインさん、おめでとうございます。おめでとう。あと2人いきます。すげー。この人、お、切り抜いてくれてる銀太、愛してるよ天城府って書いてある。天城府撮るために来ておるわ。いいよ。狙い撃ちしたね。おめでとうございます。ありがとうございます。やばいやばい、これ違う。俺の踊ったやつが。じゃあ、最近のやつだ、これ。じゃあ、最近の人が当たる。この人、はい、お、あ、俺これ見たわ。俺も見た。なんか喧嘩売ってきとるやつやろ。そう、カンパニーさん、おめでとう。おめでとうございます。そうだけ、俺これコメントしたっちゃ。面白くなさすぎたよってそしたら、いいねとかも何もなってないけど、ワンチャン非表示にされとっちゃう。え、はい、おめでとうございます。おめでとう。AI があれかもね、完全にそういう判断しとるのかもしれない、もしかしたら。金属センターキーさんからギフトが届いております。レベゼの皆さん、渋谷上北で写真撮ってくれてありがとうございます。ファミマの店員です。ファミマ、神北のファミマの店員や。ありがとう。ありがとうございます。お世話になりました、本当に。で、今僕たちの概要欄の方でも、URL が貼ってあって、その URL では株元さんが今150万円分の甘ギフ配ってるんで、そこからも参加してください、はい、20秒で参加が終わります、はい、なんで今パッと行って20秒パッて参加して、150万円ばらまいてるんで、甘ギフ受け取ってください。お願いします。あと、この週に300万人行きたいです確かに、登録してくれたらめちゃめちゃ嬉しいな。ということで、コメント欄は天岐阜欲しいぜと、やっぱ虎のこの企画が見たいぜ、天岐阜じゃなくて、ただただこの企画がおもろいで見てくれてる人が、はいはい、多分ちょうど半々ぐらいだよね、多分見た感じ。ありがたいね。いや、ありがたいっすね。どうします、企画はおもろい。最後の志願者行く前に、はい、なんか伝えたいこととか、なんかありますか伝えたいこととか、言いたいこととか、なんか逆に宣伝したいこととかも全然、もう今日の大株主なんで、はい、確かに神本さんのおかげで今日の企画が全部成り立ってます。でもなんか、僕これなんか僕の、はい、エレベンさんの、ってかリエ社長の、はい、その印象がすごい、なんだろう、もちろんクリエイターとしては好きだったんですけど、はい、お会いした時にめちゃくちゃ低姿勢なんですよね、はい、これ見てる人
で、あのめちゃくちゃ低姿勢で、全然なんかこう普通のビジネスマンとしても低姿勢な方というかっていう感じだったので、なんかこうパッとにもしかしたらちょっと調子乗ってるみたいな風に思ってる人もいるかもしれないですけど、めちゃくちゃいい人でした。これが言いたい。イメージ崩れる。いいイメージがね。本当に、あの待ち合わせ場所とかも今日ここ秋葉原なんですよ。でどこにしますかって言われて、僕新宿に自分のバーがあるんで新宿でって言ったら、あのあじゃあ行きます行きますって言ったんですけど、行きます行きますって言いながら、実はその前後秋葉原で予定あったのに、それを言わずに新宿行けますよっておっしゃったじゃないですか。だから、えなんで言わなかったんだろうぐらいで、普通は僕秋葉原前後あるから秋葉原いいですっていうところを、全然新宿行きますって言った時に、僕あすごいいい人なんだなって思いましたし、これ言わないんだ自分でって思ったんです。しかもこの企画って、まあ、もちろん僕がお金出してるのもありますけど、レペゼンさんにはお金入ってないじゃないですか、うん、ってことは別にこれ上下ないと思ってて、なのにすごい下から来るから、ビジネスマンとして非常に人間できてる人なんだなって思いましたっていう話ですね。これちょっと言いたかった。すごいわ。こんな言われることなかなかないから、ちょっと気まずい顔してる。もう切り抜いて TikTok いっぱい貼れ。今のいいところを言えって、切り取っていっぱい貼ってくれ。書きたい。はい、これ一番言いたかった。おーすごい。あー、実はこっそり昨日カモトさんのバー行きました。あ、マジですか。あ、そうですか。はい、行きたいです。せっかく株行ったんでって言ってこっそり行きました。はい、はい、なんで、ね、バーも、はい、拝見しましょう。ありがとうございます。あらす。いいバーだからみんな行こう。風林会館にあるよ。今風林会館で映るかな。どこですか。風林言っちゃっていいんですか。それは別に。あ、もちろんもちろん。風林会館の地下1階。地下1階に。そうなんですよ。バーがあってめちゃめちゃ洒落と。へえ、うん。僕行ってたところじゃない。あれは地下2階。あの1個上にある。おお。すごいよ。今すごい人が。ええー。満卓すごい。満卓だ。すごい。あの見越えたら多分映るかな。ちょっと歌舞伎の風林会館の地下1階にあるんで、監視カメラで見られる。普段こんな人いないんですけど、ずっとと思うやろね。こんなで一万人にいられると思う。確かに確かに。公言してるんですか。あ、まあ、あんま場所は行ってないんですけど、まあ別にいいですよ。あ、やった。皆さん歌舞伎の人は、僕たちの視聴者歌舞伎の人めちゃめちゃ多いんで、はい、間違いない。はい、多いわ。はい、なんでぜひ風林会館に1階の鴨頭さんのバーに、あの飲み放題、時間無制限3000円です。え、はい、そんな安いんですか。破格じゃないですか。だからもうそこで儲けてないんで、はい、え、歌舞伎の趣味みたいな感じ。めちゃくちゃ安いじゃないですか。風林会館です。一番ど真ん中っすよ。歌舞伎なんて1時間飲んだら3000円飛びますよ、うん、そうだから、ね、てかもう3000円なんじゃない。ハテニアのバーなんてテキーラ一杯飲んだら3000円以上飛びますよ。だからあの飲み来てくださいよ。だから飲み行きます。行きます行きます。あの SSL ストックさんラウンジっていう SSL ってもう看板にも出てるんで、はい、SSL 歌舞伎町の地下1階です。安っ、はい、行きます。安いわ。それは安い。制限3000はやばい。風林会館って場所もだってそめちゃくちゃいい場所、はい、歌舞伎のど真ん中じゃないですか、はい、行こう。まさか宣伝してくださいってバーの宣伝すると思ってなかった。本業はね、はい、IT のコンサルティングだったりとか、うん、IT 系のフリーランスをたくさん抱えてるんで、はい、法人のウェブの課題を解決するためにフリーランス集めて納品するっていう、そんな請負い受託の事業をやってます。おー、はい、じゃあありがとうございます。じゃあ今日最後の人をこう順番本当悩んだんですよ、いろいろと。だからこの人最後でいいかなと思って、うん、はい、最後の人がいるんですけど、もうコメント欄は今待ってる人も多いですね。あ、雑魚でも飲めますかって聞いてます。雑魚はちょっとごめんなさい。飲めません。雑魚はダメ。雑魚は飲めないですね。雑魚は飲めないですね。残念です。じゃあ最後の今日のレペゼノトラ志願者5人目 VTR どうぞ。いや今日が金田さんと大場吉井さん、明日岡山帰らんといけんけど、それにあの残り3万3000円ぐらいしかねえんだよ。その1回しかねえな。マジやべえかい。金マジ出さすか。おい妹、お前の母ちゃんバラバラにしてるぞ。ミキエ、
ちゃんバラバラにしてやるぞ。お母さんの方が幸せだね。もらえるそれでは今日最後の志願者ご登場お願いします。どうも、お疲れ様です。あ、こんにちは、お疲れ様です。いいっすか。どうもです、こんにちは。じゃあ、こんばんは。自己紹介、あ、自己紹介は、購買2期です。はい、はい、よろしくお願いします。どういう意味ですか、購買。購買は、購買きちいぞっつってブレイキングダウンで言ってスルパズって購買2期になりました。あの購買はあの急斜面を表すこと で購買きちいぞっていうのは俺と戦うがその急斜面駆け上がるぐらい偉いぞっていう。あ、そうです、そうです、あ、購買きちいぞ。そういう意味やったんや。読み方すら僕分かんなかったから、これ何人気なんだろうと思って。そうです。ママチャリで岡山から来たんですか。来ました、ママチャリで岡山から。格闘技しに来ました。ヒントに乗ってきました。ミケをバラバラしに来たんですか。そうですね、バラバラしに来ました、ミケを。ミケバラバラですね。これ、警察呼んだら多分逮捕。殺害予告です。殺害予告。殺害予告。まあでも、まあメインは多分僕のお母さんをバラバラにしに来たと思うんですけど、一応まあ多分お金も絡みつける側の取ってると思うんで、じゃあちょっと希望金額とかいいですか。そうですね、希望金額は105万円ですね。105万円です。105万円約5万円みたいな。めっちゃ安く聞こえたっすね。105万円。そうです、105万円です。じゃあその内容は。内容は購買2期の彼女のオナホール作りたくて、オナホールを作りたいんですよ。購買2期オナホールを作りたいんですよ。オナホールを作りたくて、はい、インドとかじゃなくて、じゃなくてオナホール。そうっす、オナホールを作りたくて、でそれを限定300個で作って、でポップアップで売りたいなっていう。昨日来た人は、ちょっと待って、購買2期の彼女のオナホール、オナホールやけど購買オナホールなの。そうっす、購買オナホールっす。購買2期が作ったオナホールっすね。ああ、そうっす。今彼女いられるんですか。いやですね、ちょっと秋葉原歩いとって、うん、結構架空の女の子だっけ。うぅ、すげえなこれ。いやね、まあこれはなんでこう購買オーナーホールができたかっつったら、今練習してて、で今朝倉海さんの事務所に住んでるんですね。それ格闘技をしながら、うん、で上京して、まあ、お金もなくて、うん、でまあ格闘技して疲れて、で甲斐さんの事務所で何もできないんですよね。オナニーもできないんですよね。その時にインターネットカフェ行った時に、そこの秋葉原のインターネットカフェ行った時に、トイレに1000円でオナホールあったんですよ。トイレ開けたら1000円入れたオナホール買えるんですよ。トイレにあって、もうこれ革命的だなと思って、それでちょっとオナホール作りたいなと思って、購買2期オナホールを。俺ちょっと我慢、もうそのまあ5万円も105万円も、はい、5万円はちょっと自分でリヘル行きたくて。ああ、そうっす、オナホール作るのに。そうっすね、それちょっとお願いします。確かに5万は高いな。結構いいデリヘルだよ。じゃファイナルジャッジをやってみます。でも原価率も結構安くて500円で作れる。500円で作れる。そうです。どこ情報ですか。あのネット情報です。ああそうなんですか。 Google 先生が教えてくれた、まあ、500円、500円で作れるものを、100万円分製造して、いや、定価でいくらで売るんですか。300個作って、5000円で売ります、1個。高いな。そうです、高いです、結構高いです。購買2期の彼女なんで。500円で作れるものが300個だと15万じゃないですか。そうです、15万ですね。あと80万で、あとポップアップで、まあ、10万円ぐらいなんで、
じゃあ残り、そうですね、すみません、ちょっと嘘ついたんですけど、もっといいデリヘル行きたくて、ソープとか行きたくて。東京とかやったら、また80万余ってますよ、今、105万から引くと。そうですね、もっといいとこ行きたいですね。なんか、毎日行けるぐらい。株元さん、許してください。じゃあ、質疑応答や許すとかじゃなくて。うん、そうですね、まあ、じゃあ。怒ってないです、質問です。だから、300×500 で15万です。そうですね。で、ポップアップで10万です。だから今、限界で25万かかってます。あと、80万どうするんですか？残り80万ですか？うん、ああ、もう最悪女性用のオナホールとか作ったりして。うん、なんだか元取っちゃって。女性用のオナホール。穴と穴や。それが、多分。穴と穴、ボンボンあってて、どうする？それこそ、奥さんに行こう。どうですか？でも、独身なんであれですけど。あ、そうですか？あれあれさっき、俺、奥さん、殺害予告したのは、あ、お母さんか。俺のお母さん。お母さん違いの殺害予告。どういう、なんか、ちょっとわかんないですよね。まあ、一旦進めましょうか。はい、はい、そうですね、進めましょう。うん、105万欲しいんですよね。そうですね、105万欲しいですね。まあ、単純に、うん、あ、そうですね、あの、105万の、え、300個作って15万円ですかね、結構。15万。500円。うん、500円で15万で、うん、で、それを5000円で売ったら、うん、その倍だから、うん、倍じゃないですよ。10倍ですよ。500円作ったもの、だから150万で売れますよ。お、150万で売れるんですか、うん、結構いいですよ。結構いいですよ。売り切れたらね。売り切れたらね。まあ、ポップアップで僕行くんで。ああ、そうかなり、うん、で、あの、僕のキントーンと撮影会と、うん、そこに俺のキントーンにマイネームで、うん、夢とか目標書いてもらって、うん、で写真を撮ってっていう。で、300人が書けるスペース余ってるんですか？あんまないけど、ちょっとちっちゃく書いてほしいですね。まあ、あと写真と。じゃあ、リターンはとりあえず、リターンは7の3でいいです。7、3で。あ、株元さんが7、7です。じゃあ俺らは別のお金で大丈夫。ああ、それは僕あの、そうか、みんなで分配せんといけんのか。僕あの1割でいいっす。なるほど。じゃあ、7、1、1、1ってこと、うん、5+5 してる。5たす5じゃねえな。計算が苦手で。そうなんすぎるよ。レペゼンさん何人いるんですかね。あ、でも3人だけど。いや、大丈夫、今日出すのは3人じゃん。そう、俺と君とは考えなくていい。うん、3。俺はほんま、え、10をこれで割ったら 何本なんですか。いや、今日はね、きちい。俺は5000円あったら、僕は昨日の10人力の服買いたいなって。ちょうど10人力さん5000円だったんで、1回しか使えないオナホールか何回も着れる服かって言ったら、やっぱ何回も買える服買うんじゃないですか。オナホールも1回ひっくり返して洗えばちょっと2回使えるっす。洗えるタイプの。洗えるタイプの。ああ、なるほど、何回も使えるタイプのオナホール。考え方で何回も使えるザコニキ。ザコニキですね、これ。今日からザコニキだわ。今日からザコニキだな。購買ザコニキで。購買ザコニキだな。まあでも、うん、正直、うん、やっぱデリヘル行きたいなと思って。いや、もうファイナルジャッジメント。そう、なんか言いたいこととか他にあれば、なんかもう、そうですね、俺らが出したくなるようなことなんか言ってくれたら考える、また。あ、マジで。ないならもうパッて答えない。マジでワンチャンあるよ。ああ、昨日だって10人力獲得してるからね。ああ、ブレイキングダウンパワーって。でも10人力のは普通に10人力が200枚 T シャツ売るって言って、うん、まあ今の10人力の知名度的に200枚なら売れるでしょうと、うん、しかもリターンが倍やったよね。じゃあ俺が10万出したら20万返ってくるし、30万出したら60万返ってくるよね。これは確実に倍になって返ってくるなと踏んで、昨日30万出したし、銀座さん50万出した、うんうん、でもまあそういうこともあってのやっぱ喋るのは下手かったけど10人力、まあそういうのがあったけど、まあ今はちょっとまた。そうですね、150万売り上げがあるんだったら300個って、うん、俺は正直30万円ぐらいでいいですかね、自分の手元の分は。
でもっていうのはなんでかって言ったら、僕今あの格闘技とか専念しとって、その会費1年分払えればいいかなみたいな。まあでも100万105万もらって15万で原価が終わって手元に30万以上その時点で残ってる。それちょっと計算ミスだったですね。よし、じゃあファイナルジャッジメントいきますか。500円、あ、100個で売り上げをこう、あ、倍増。それか格闘技の銃だけ代だけもらいに来ればよかったか。ああ、そういう考えもあったんか。あと多分あの朝倉海のオナホールやったらもっと売れるよ。朝倉海のオナホールって誰だよ。アナルの方だ。多分十人力の彼女のオナホールは気にならんけど、朝倉海の購買日、購買日。あ、こ、あ、あ、あ、危ない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 。おかしいことだった。おかしいこと言ってよ。っていう感じですかね、じゃあ。はい。あのこれ見たくてずっと待ってた人どういう気持ちなんですか。確かに間違いだね。いや、あのコメント欄はマジきちいぞしかない。やっぱり購買きちいっすね。あ、購買きちいよ。いや、きちいな。これが大人の世界で、僕購買きちいよ。はい、きちいな。じゃあ僕はもう出たんで、はい。じゃあ。もうせーので出します。そうですね。はい、せーの、ゼロで。ありがとうございました。神戸キチーだ。ありがとうございます。いや、ありがとうございました。ありがとうございます。神戸キチーぞ。キチーな。マジキチーな。ありがとうございました。いっちゃんキチー。わかったよかった。ありがとうございます。かわいい。コメント欄キチーしかないな。だって冷静に考えたら絶対に交わらない人ですよね。うん、確かに。確かに確かに。だから彼は格闘技の道進んで正解だったと思います。ビジネスの世界に来ようもんなら大雑魚劇でしたね。格闘技だったらまあそこそこ強い。あ、ちょっと結構強かったね。すごい強い。だから僕が今ブレイキングダウンで言ったようなもんですから。ああ、確かに。僕はもう戦ったら弱いんでね。確かに確かに。フィールドが違う。フィールドが違うんで。はい、もうそれはそうですね。仕方がないです。じゃあ今日は終わりです。意外と最初の最初の盛り上がりがね、はい、最初は最初盛り上がりすぎた。確かに確かに。ゆゆうた強かったもんな。ゆゆうたたちがすごすぎた。あと一番最初の女の子結構僕面白いなって。確かにおもろかったな。尖ってたね。尖ってた。あいつも結構おもろかったな。いい回だった。面白かったし。終わります。でもこのまま待ってたら300もいきそうだな。これじゃあ終わらして、あ、まあ、鎌本さん待たせるのもあれなんで、うん、終わらしてもう一回配信つけて、うん、僕300人行くまでここ見守っててもいいですか。うん、いやでも僕せっかくなら予定別にあるわけじゃないんで。え、本当ですか。いや、それは僕は別にいいんですけど、はい、あとどんぐらいで行きますかね。何年前多分みんなにお願いしたらすぐ行くと思うんですよ。本当です。これ300行くと思っとって、あと5000っすよ。変になんか移動中とかに行かれるよりもう俺ここ待って行きたいなっていう。しかもやっぱ記念すべき300、確かに。だから見たいなっていうのがあって、でも鎌本さん付き合わせたらあれだなと思ってて。いやいや、むしろそんな貴重な機会にね。え、邪魔じゃなければっていう感じです。え、じゃあ視聴者の皆さん、ここもう何の枠でもないんですけど、もう本当にここで終わりだったじゃないですか。でもちらほら気になるやつ一人いますよね。なんかね、なんか元気な人が一人だけいて、ちょっと本当に呼んでないけど来たみたいな人がいて、ちょっと交渉してきますね。あ、オッケー。だから本当に出れるのか出れないのかだけちょっとなんかちょっと超出たそうです。ちょっと試しに聞いてみて、本当に呼んでないし、本当にノリでね、歳三とかも昨日呼んで北海道から来たくらいだけど、ほとんどがノリで。あ、出る早いよ。私のオナホールどうですか。売れそうじゃないですか。6人目の志願者、はい、アイリちゃんです。ブレイキングダウン、ああ、分かれてた人だ。今日の企画知ってますか。知ってます。あ、お座りください。じゃあ自己紹介。ありがとうございます。はい、あのブレイキングダウンで何ですか、イスケミネキって言われてた親前です。あ、やばい、映ってる私のこと。はい。皆さんこれに関してはもうあの追加枠だと思って
追加でもう俺が300万まで見届けたいっていう理由で、あ、たまたま面白そうな人がスタジオ見に来たなと思って今連れてきてるだけなんで、あのこれこの人逆にパッて 帰れとか帰ってらしてもただ雑談が始まるだけなんで、ね、せっかくなら時間潰しがてらにじゃあ、はいはい、ありがとうございます。はい、なんかさっき購買に来たの見てたんですけど、はい、オナホール売るとか言ってました。はい、言ってました。確かに、それは俺の名簿いらないから、はい、普通に売ってほしい、私が面白いからお、本当ですね。しかも確かに購買日の彼女のオナホールって言っても彼女いないじゃないですか。いやそうだから誰のオナホールか分かんない。購買日の話は、はい、分かったことの方が少なかったですね。理解できなかった。最初から最後まで全然意味分かんなかった。あんなに無計画でここによく立てましたね。確かに。なんか普通ちょっと考えてくるじゃないですか、うんうん、もうちょっと2ターン聞かれたらどうしようとか、金額の内訳聞かれたらどうしようとか考えるじゃないですか。多分考えた結果、5万円を足したんですよ、多分105万円の5万円に。なるほど、確かに確かに。え、じゃあはい、売りましょうよ、どうですか。コメント欄、おっぱい、私、お金いらないんで、はい、売ってみてほしい。コメント欄、おっぱい。いや、でもコメント欄、結構なんかおっぱいとかエロいとかそういうのがあるから、やっぱ性的な目で 見られてるんですよ、エロいとか。めっちゃ多いですよ。お、いいじゃないですか。父揺れすぎとか書いてあるから、そう考えたらエロい目で見られている人のオナホールはワンチャン売れそうですよ。まあ確かに需要があるんだったら売れるもの売った方がいいと思うので。何個ぐらい売れそうだと思う。何個ぐらい売れそうですか。ものは500個ぐらい行きましょうよ。500個ぐらい売れそう。1個いくらで売る。確かにいくらがいいですかね。2000円ぐらい2000円で行きましょう。そしたら500個2000円だったら100万、うん、100万。あ、でもAV に出たらもっと売れるんじゃないかっていう。確かにエロい目で見られてるから。やっぱだって、ね、売れる方は何でも売るって言ったら。確かにそれはそうです、ね、じゃあ行くか AV。 でもそれをこの間さくらみくんさんに相談したらそれだけは絶対やった方がいいって言われて。なんで AV はデジタルタトゥーだから。あ、そんな AV 女優に失礼やん。そうですよね、うん、そうですよね。私も、うん、そう AV 女優 の方いるじゃないですか、ブレイキングダウンで出た方、うん、個人的に尊敬してるんで。なるほど。まあ俺らもね、ゴキブリ食べたりおしっこ飲んだり、ユニット食ったりデジタルタトゥーデジタルタトゥーまみれ。イエイイエイイエイ。チンコとか出したしね。まあコメント欄がパイニキ、チチニキ、生理ニキ。まあでも性的な目でやっぱ見られてるし、ね。まあ見られてる、ね。露出が多いから。逆におかしいがある。ネキでしょ。なんでニキなんすね。確かにネキネキネキや。姉貴やけんね。だったら、ネキ。チネキ、チネキ、それただのネキ。チネキ、チネキ、すごい。テレビに映ってる、こんにちは、あやまえりです。いや、もし逆にあの朝倉美久がいいよって言ったら出るってこと？ AV に。いや、需要があるなら別に私はいいと思ってるでしょ。プライドがあって、うん、出るなら全然いいと思うんです。自分で相談したぐらいだけどね。そうです、自分から相談したんで。確かに、確かに、そうか。なるほど。逆にあの普段の仕事は言える？言えないなら言えないで。全然言えます。ラウンドガールとか。ラウンドガールなんや。はいはいはい。そうですそうです。去年までレッスンやってて、モデルとかあと俳優の仕事。俳優とかも。そうですそうです。テレビとかドラマとかってこと？ドラマじゃないです、映画。映画。はい。何の映画？ホラー映画とか出させてもらう。ホラー映画だ。なんとかなんかいろいろ。でもコメント欄で買うから作れとかって書いてあるんですよ。おっす。おっす。やばい、映ってる。映ってますよ、もちろん。ずっと映ってんだよ。こんにちは。うん、あっちにか。あ、こっちだ。こっちだ。初めての人ですね。本当にあの俳優とかやってたから。画面に向かって手振ってます。画面に向かって手振って。初めての人かもしれないな。どう。逆に川本さん的になんかおすすめのとか、 なんかこうやったら仕事できるんじゃないかとか、 なんかおすすめの、聞きたいですか。あ、いいよいいよ。なんかブレイキングなのに本当に人生かけてたんで、それ以降やりたいと思うことがなくて、だからなんかアドバイスが欲しいなと思ってそれで金額に来たんですよ。ああ、新しい自分を探しに。そうです、これからどうやって生きていくかっていうのも考えてなかったんで。本当にもう AV 入れてオナホール売ればいいな。
あー超すごいなすごいすごいすごいな。この感じで300万いくかな。この感じで300万いくかな。大丈夫かな。300万いきました。いやまだ行ってない。あと5000人やけ見届けようかなぐらい思っとるんだけど。じゃあこれは増えるかもしれん。これは増えるかもしれん。これは増えるかもしれんぞ。俺らじゃ取れんそう。俺らじゃ取れんそう。ダメ。そこはダメ。人のチャンネルで。なんで目前でバンならない。お下がり。下がりよ。下がった。うん、おーおーおーおお、女が外して男がつけよう。いやでもね、コメント欄はねちょうど半々ぐらいよ。へえ、うん、どんなんですか。あ、いいが半分悪いが半分ちょっときついとかもあるんじゃないですか。アップやめてとか。でもエロエロいっていう人とかもおる、うん、まあ、エロいはエロいでしょ。まあエロいはエロい。あ、じゃあ本当に知ることないぞ、何も今から。そうです、そうです。で時間だけがあるので、何かして。ちなみに今日の志願者、全員時間だけはある。昨日も一昨日も。だって、っだって全員昨日ぐらいに誘ったの。北海道から来た人。やばいやばいやばい。大丈夫、大丈夫。それでは、お帰りください。確かに。逆に皆さん、なんか今日のあのゆゆたさんと虹色侍さんはね帰ったんけん、ちょっとあれだけど、それ以外でカムバック欲しいなら、その志願は終わっとうけど雑談程度に、うん、もう300万人行くまで見届けようと俺は思っとうけん、はいはいはい、一人でね、お、では一人でというかこう、なんか呼びたい人がおれば。まあ、さやっぱでも今日はやっぱゆゆうたさんが MVP っすね、圧倒的に。ゆゆうただってがやっぱ多いもんな、うん、顔がゾウリムシって言われとるから、あの人顔がゾウリムシ揺れてて草当倍にき、あ、相馬さん、いや相馬さんほら醤油にきも昨日なんよね。昨日の人とかはもういないんですよ、うん、え、もうでも5000いきそうっすね。5000いく2990、あ、299万5000。いっしゃー、あと5000人お願いします。皆さん、あと5000人皆さん登録してください。1人5000、力貸してくれ、力貸してくれ、5000人。こういうことしたことないっすよ、ね、初めてやる俺人生で。あ、そうなんすね。あ、そうなんですよ。100万人も200万人もあの知らないうちに飛行機乗ってるって言ったんですよ、はい、で着いたら行ったみたいになってたんで。おいよ、おー、増えて増えて増えて、じゃあちょっと配信名変えて300人まで生配信にしよう。300人、やめよう、どんどんしよう。やばい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 、おかしいことだよ。生配信は一回バンだってやり直したら早い。300万人直前とか行こう。300、ちょっと俺変えてみるね。ちょっと今のうちなんか喋りたいことあったら、ほら丸今日一番喋ってないで喋な。なんすか一番喋ってない最近の面白い話とか、なんか逆に聞きたいことがあったら、あのワキがコメント読んで、うん、DJ マルタイムちょっと10分挟んで、逆にはアマゾンやらなくていいんですよ。アマゾンやりながらじゃあ喋り待ってます。コメントコメント拾いますか。じゃあはい、スパチャとか今してくれたらもうバンバン読みます。ちょっと待ってね。これ確かにね、今あの概要欄にあの URL が貼ってあって、その URL であのプレゼント企画バンバンあのやってるんで、ぜひ応募20秒とかで終わっちゃうんで、あのぜひ応募してくれたら嬉しいです。300万人。 TikTok の方昨日と今日で10人ずつ当てれ、昨日10人当てれなかったんですよね、うん、で今日も10人ぐらい、あの今日6人ぐらいかな。だから僕が適当に今日家に帰ったら当てるので絶対お前の個人的な可愛いとかで当てるやつあれない、
じゃあ今当てた方がいいんじゃない？ちょっと今やって10分後に当てますって言ったら、この10分間で使ってくれた人を当てれるわけ。10分後に当てます。うん、で10分以内にやった人限定にしてみたら、どうやってするんですか？いやいや、見たら分かるよ、何分前かって。アップロードが最新順とかできんとかいな。できないです、できないです。ああ、TikTok でお気に入りのゼロ数とかでが全部下に行って。ああ、なるほどな。できないですよ。だから、じゃあ12時にやります。あと6分後。やります。じゃあ皆さん、じゃあアマティフで当てたいね。やっぱあのこれみんなあのツイッターとかからバンバン人が来てくれたら嬉しいんで。うん、ちょっと待ってよ、チャンネル。でも購買か青木カノン呼んでが多いかもな。青木カノンって誰？あの一番最初の女の。ああ、確かに。地球式よ、そう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 。逆に別のプレゼントを考えてる。いや、呼んでこよう逆に。でもちょっと呼ぶ前にあの一回じゃあツイッターで。今、あれしたんで、あ、じゃあ、いや、呼ぼう一回。うん。ツイッターシェアからも当てたいな。ただ、ちょっとまだ、あの、手続きが終わってないけど、今シェアしてもちょっともったいないけん、ちょっと待っててね、みんな。あの、その間をつないでもらおう。青木かのんちゃん。確かに、志願者として来られたら、僕たちも、こう、ああ、こう言うじゃないですか。うん、ただ、素性自体が普通に気になるんですよ。シンプルに気になる。これで、あ、じゃあ翔にあのそれっぽいフラあれを作ってほしい。あのサムネ。あ、いや、これみんな、あーって、あま、みんな見て。オッケーです。来ました。そうですね、ちょっと私エクステまで今撮ってる途中なんですけど、呼び出されたんですけど。え、どういうこと、どういうこと。マネージャーさんごと、はい、エクステを今付け直したってこと。撮ってます、この日のためだけに。さっき3万円ぐらいのエクステ付けてきたんですよ。でももういいやと思って撮ってたんですよ。なんで付けっぱなしでいいやん。確かに。いや、嫌なんです。へぇー、パッとさせて似せるためだけに付けてきただけなんで。なるほど。あえて似せに来たんや。かけてたんですよ今日。え、かけてたんですよ今日。でもなるほど。いいですか、うん、はい、どうぞどうぞ。いい、どうぞどうぞどうぞ。来た。すげえな。じゃあ、あの彼氏がおるとか、そうか、あの恋愛対象は男ってことで。男性です、はい。よね、はい、彼氏はおると今。今いないです、別れました、同い年の彼氏と。いつ？去年。去年。じゃあ今絶賛募集中ってこと？絶賛募集中です。30歳ですので。そういう企画やりましょうよ、YouTube で。確かに。彼氏募集みたいな。確かに。うん、やりたいです。やろう、はい、え、だってサオも玉も取っとんじゃろ。わけないじゃないですか。穴があるってことやろ。ありますよ。それ日本でやったんですか、工場。はい、名古屋で。名古屋で。最初、21歳の時にあのたまたまを1月3日に取ったのをお年玉って呼んでるんですけど、名古屋でお年玉取った。本当にお年玉だわ。お年玉切った。痛そう。サオだけ。いや、痛いとやっぱ痛い。いや、だって私、その玉を取って30分後にはもうあの新幹線で清水寺の方に行ってました。痛すぎて。いや、痛すぎてじゃないです、普通に。いや、その玉はどうして。そう、痛そう。確かに、その玉はどうすると、持って帰る。へその緒みたいな。多分捨てられたんじゃないですか。海が。いやなんか痛そう。うわなんか。え、じゃあ玉と竿は別の日に取ったの。玉と竿、いや、玉取って1年後ぐらいに。あ、じゃあマイクが、マイクがないわ。へぇ、はい、彼氏も。彼とも絶賛募集中です。やばいです、枯れてしまいますので。たまたまうちのインタは野球やってた。たまたまじゃないじゃあ逆に、はい、女性とは関係持たれたことは一回もない。あ、でも中学生の時にさきちゃん、田中さきちゃんに無理やり、両手まで言うな。無理やりちょっとこのままだと僕はちょっとおかしくなっちゃうから、普通の男の子になるために田中さきちゃんに告白して、やっぱり無理だと思って、3日であの振れました。へー。あ、ってことは中学生ぐらいにはもうその自分がそっちって気づいたってこと。あ、そうです。春菜愛さんとかも大先輩、我らの春菜愛さん見て、すぐにあの、うん、あ、自分はもしかしたらこれかもしれないっていうのを気づいたんですよね。あ、そうなんや、はい、早くてよかったんだよ。確かに。そうです。へー。でもその思いながら野球はずっとやりよったんや。
小1の時に私野球初めてやらされたんですけど、その時にちょっと違うなと思ったんですよ、やっぱり野球やってることが。お父さんに、そしたらお父さんに、僕キャッチボールじゃなくておままごとしたいって言ったら胸ぐらつかまれて、小1で6歳ぐらいの時に。それから僕は野球嫌いって言ったらお父さんにこういうことされるから言っちゃいけないんだ、嫌だってこと、うん、っていうことがあったからずっと封印してました。なるほど。じゃあでもお父さんは今、そのお父さんはその嫉妬の、このやばいですよ、カミングアウトした時本当にボコボコにされちゃって。何歳の時？18歳の時。はい。それ野球まだやってる、引退してから。引退してから、引退した3日後にもこれ行きました。あ、女性ホルモン。はい。じゃあそれまで打ってなくて、打ってなかったです。18の時に女性ホルモンバーン打ち始めて、お父さんに告白してみたいな。そうです、そうです。ボコボコにされたの。はい。この中にいらっしゃるイケメンの皆様、誰よりも一番男臭かったと思います、私当時。ゴリゴリ男子でした。そうなんや。小島よしおさんのごついバージョンって言われてます。小島よしおでもごついのに。いや、もう本当にもう握力も70キロあったんで。70キロ？ポケモンじゃん。球そろそろ140キロ超える球投げたらしいですよ、相当やばいですよ。ちょっと本当プロとかの、あ、よくグローブ粉砕してました。はぁ、バーンって140出れば普通にやばいですよね。なんかピッチングフォーム見たいですよ。怖いわそれ。確かにピッチングフォーム見たいですけど。あ、ビちゃんもええですよ。じゃあちょっと一旦松本さん、エクステ取るのやめましょう。軽くでいい。軽くでいいですよ。軽くでいいですよ。軽くでいい。そしたらじゃあどうしようかな。マイクだけ一旦外せばいいね。相当早いよ。ちょっと一回ブラジャーの中に入れて、はい。じゃあいきますよ。ピッチャーいきます。いきますね。はい。おお。分からん。ちょっと。ひどいだろ。バラバラ。まあでも綺麗なフォームですね。バッティングは別、私全然。右打ち？右打ちです。じゃあレフトにホームラン打ってみて。コンパクト。ちょっとヒートタイムだったね。YouTuber やる前は何やってたんですか？確かに気になる。え、私女子アナやってました。はい。アナウンサー？スカパーで女子アナやってました。スカパーですか？やってましたね。なんかそれで記者会見行った直後に、実は元男の子でしたみたいなことをこうなんかサイバーエージェントの社長の藤田さんとかにやってましたね。ちょっと睨まれてめちゃくちゃ。え、はい、もう、うん、ああやばいみたいな、なんかそういう茶番みたいになってました。ダンス、あと経験人数は何人ぐらい？今言ったら言えんでいいよ。もし言えるなら経験人数ですか？はい、気になる。でも100は超えてるんじゃないですか？え、マジ？はい、男と？はい、100は超えてますね。それはカミングアウトしてからやるのか、それとも言わずにやる、だってパッと見分からんけん、俺それ多分言わんかったら女の子とか。でも最初ほら持ち帰りされたとかってことですか？そうです、はい。なんか性転換した直後ってやっぱりすごいなんかハイになってるんですよ。もうこれでみたいな、呪縛が解けたみたいな、なりやりまくってました。でも向こうにはカミングアウトせずに、ああいう場合もありますけど、行った時にすごい胸ぐらつかまれたことありまして、それ以来は言わずに済ましてました当時は。ええ、として持って帰られてるってことですか？確かに。なんで胸ぐらつかまられて、実は元男なんだみたいなこと言ったら胸ぐらつかまれましたね。ふざけんなって。はい、その人、海外の要人の SP やってた人なんですけど。どういう人なの SP？ はい、間違いない。なるほどなるほど。やっぱレベルだったらだってその手術した後も、はい、そう気になるんやけど、穴が出来上がるってことだよね。はい、だけど男は気づかずにエッチできるってことだよね。そうです、そうです。はい、やっぱ気持ちいいもんな。確かに。もうめちゃくちゃ気持ちいいです。あ、そうなんや。ちゃんと、はい、もう最高。あ、そうなんや。はい、これどんな会話ですか？大丈夫ですか？いや、俺は分からんけど、まあ、言えんことがあったらそれは NG でって言ってくれたら俺も止める。生配信やし。失わもんないんで大丈夫。結構すごい経歴です。確かに。あ、本当ですか？聞いてて面白い。今まで YouTuber さんとコラボしたことないから、もう今回こうやって発掘していただいてありがたいです。さっきでも水溜りボンボンとコラボしたって言った。あ、それだけです、ほとんど。再生数は私は勝ちましたけど、再生数。なるほど。へぇ。みんな言ってたんですよ。なんか印象に残ったって。本当ですか？本当はこういうキャラじゃないので心が痛いです。本当はどういうキャラなの？本当
本当は真面目なキャラです。いや無理あるよ、無理あるな。いやいやいや、いや真面目なんで、あのやや、はい、全然真面目です。はい、コメント欄、株元テキーラ飲めがめちゃめちゃ美味しい。なんで今のこの配信中にそんなこと覚えるの。違いない、おかしいやろ。いや、あのしかも結構な本数聞いてる。酔っ払った動画が結構バズってて、はい、ちょっとその、結構、まあ、だいぶはしゃいじゃうんですよ。じゃあお酒持ってきましょ う、ね、せっかくなんで。だってまだプレゼントとならやばいから。え、でももうさっき5000人だって言ってからもう6000人来そうですよ。確かに。ちょっとお酒でお祝いしましょう。普通に持ってきますね。あ、お酒弱いんですよ僕。弱くて。じゃあテキちょっと乾杯ぐらい、テキーラ一杯だけ乾杯してくださいよ。はい、せっかくなんで。あの、そうなんです、酔ってはしゃいでる動画がもうなんか200万とかなんかそんぐらい再生回っちゃって TikTok で。なんか普段クールみたいな感じでやってるんで、なおさらなんかそれが、はい、ギャップですよ。終わって多分飲ませろ飲ませろみたいな。なるほ ど、 なるほど、めちゃくちゃ飲ませろが変わったから。逆に川本さん気になることとかあるんですか、聞きたいこととか。青木カノンにですか、はい、気になること、はい、ないと言わないで、ちょっと待って。一回お酒飲んでからしょ、まあ、お酒飲んで。え、じゃあ性転換した後って、はい、トイレは男子トイレに入るんですか、女子トイレ。女子トイレですよ。あ、やっぱそう、それはそうですよね。そうですよ、女性ですか。もう温泉とかも女性。あ、そうです、はい、全然変わらず。よく見せっこしてましたね、あの高校時代の女友達と。性転換した私のは綺麗だぞって、まあ、あ、そういうこと。変な話、下は取ったわけじゃないですか、上は、はい。あ、上は女性ホルモン剤で、あの成長します。第二次成長が起きるんで、女性と同じように膨らんでくるんですか。そうなんや。お母さんのワンカップサイズ下ぐらいまでは成長するって言われてます、ホルモンで。すごいな。入れたりはしないの。入れたりする人もいますけど、別に入れなくていいかなみたいな。そうなんや。でも令和の虎の桑田さんにはお前入れた方がいいぞって言われました。俺もそう思うけどね。入れたらもっとだって魅力的になるわけ。本当ですか。で、その竿も取って玉も取って、うん、女性ホルモンを打っておけ、胸は入れないっていうのは どこに境界線があるのか俺には分からんけ。え、ちょっと怖い。あれ、あ、そうなんだ。怖い。ここだったらいいんですよ、もう。あ、そうなんや。もう勢いでいけたんですけど、ここはもうなんかもう普通にオプションみたいな感じなんで、うん、あ、まあ確かにね、あんまりみたいな。確かに確かに、まあ、メインはマスターではないね。もうメインここなんで、うん、心地なんで、うん、なるほどなるほど。確かに確かに。女性でもちっちゃい方はいっぱいいます、ね、全然、うん、はい。じゃあ、あのテキーラの使者が来ました。あ、川本さん弟子じゃないですか、ね、同じの読めって、同じの。いや、すごい。ごめんね、みんな。今日はでもあのこの打ち上げぐらいの感じで見とってくれたゆるく見て。でももう、え、もう行く、あ、もう行くぞ行くぞ行くぞ、もう6000行く、早いな。ちょっと行っていいですか。うん、行く。誠に勝手ながら口上を述べさせていただきます。では、株元社長、ここに我、年蔵、古文となる。すごいね、台本読んでる。いかなる時も株元社長先輩の盾となり、矛となります。この度のご恩に報い、我ら一人前例をかけて、この古文杯勝手に頂戴いたします。ダメダメ。お疲れ様です。ワンピースがいい。そうだね、ちょうど飲んだ瞬間ぐらいに6000以上です。おー、あと4000ですよ皆さん。マジでいきそうだな。すごいな。シェアしてほしい今、うんうん、あのサムネとタイトルを300万人いくまで配信しますって変えたんで僕今、うんうんうん、なんでそれシェアしてくれた方が300万人見届けようみたいな人がもしいたら入ってくれやすい。確かに今シェアしてくれた人にあまり言う、バンバン配るんで。確かに、はい、あのじゃあ僕の画面いつか映してもらって、ツイッターで、あのあと300万いけとか、なんかちょっと応援メッセージを添えてシェアしてくれたら嬉しい。あの、バンバン当てます今、6000いきそうなんで。おい6000いく、あ、もうすぐ6000いくまい。いいな。えっといいな。いいな。まあそうそうだな。いやそうっすよね、こんな僕らが1ヶ月2ヶ月かけて本当ですよ、メルリン今月2000人しか増えなかったんで、うん、下ネタに送ってたよ。6000いったよ、すげえ。6000いった、残りは6000。ありがとう。
ポンってやって最新でネギさんおめでとう。当てます。玉手を送ります。続いてじゃあ岡本ストップお願いします。はい、ストップ。はい、トサカトカサDM 奥にあってる、ごめんなさい。でもやってくれたの嬉しい。はい、あ、まだ3秒、あ、来てるわ。あ、まだ多分時差でできてないんだ。もう一回最新にしましょう。はい、ストップ。ディア夫婦さん、おめでとう。おめでとう。アマギフ送ります。1万円分。次行きます。ストップ。エアルのおたきくん、おめでとう。フォロワー多い、889人。フォロワー多い人ほどお願いしたい。ストップ。きた、メガ盛り風紀委員長。おもろ、久々に聞いた。メガ、あ、熱盛りの、あ、じゃメガ盛りか、これ。これちゃんと読み込める、これで、それで大丈夫。オッケー。じゃあ次行きます。ストップ。きた、あ、オロチマルさっき当たったからもう一発。あ、でもさ、まあいいや、はい、ごめんなさい。株元さん理論では当てましょうでしたよね。はい、ストップ。じゃあこの極楽浄土チャンネル、北海道拠点に4人のボンクラが織りなすエンターテインメント、早くて年内、遅くて2月には動画の投稿開始します。フォロワーが0人やろお前らはフォロワー集める前に友達にフォローしてもらえ。間違いねえ、うん、まず友達にフォローしてもらうとこからや。よし、じゃあ次ストップ。いけ、谷氏。谷氏に当たったわ。谷氏いけ。じゃあストップ。ありがとう、ルルちゃん。おめでとう。おめでとうございます。いいね、フォローしてください皆さん。じゃあこんなもんで、ツイッターは、じゃあ銀太さんにテキーラでも飲んでもらう。うん、銀太さんだって最近歌舞伎でめちゃめちゃ飲んだやろ。歌舞伎じゃねえな。どこだ、教えてみろ。いや、歌舞伎だった結局歌舞伎やった。飲みますか。じゃあせっかくなんで、まあお酒飲みながら、じゃあ鴨本さんもなんかコメント、もし鴨本さんと、やっぱ、はい、結構コメント欄鴨本鴨本喋れっていうのもあるんで、鴨本さんになんか質問ある方、スパチャは絶対に読むし、なんかスパチャなくても、あの鴨本さんなんかこういうの聞きたいとかあれば、鴨本さん質問コーナー設けます。コメントしてくださいということで、はい、お疲れ様です。300万人おめでとう。まだまだ早い、まだ早い、おかしい、おかしい、おかしい、早い早い早い。倍ポジティブ、はるきかよりポジティブ。まずいんだよな、テキーラ。あ、じゃあコメント、カノンさん選んで読んでもらって。コメント、すごいな、めちゃめちゃコメント来てます。めっちゃ増えてるっすね。めちゃめちゃ増えてる。こんな深夜なのにまだ同説が3万近くありますからね。すごすぎやろ。12時。ああ。ああ、そっち今多分やってる。あ、開けてないですね、ギフト。あれ、カブモトさん終わってから。カブモト、なんだこれ。なんか暴れろとか叫べとか。叫んでみましょう、叫んでみましょう。じゃあ逆に僕が読んでみていいですか。ルさんから、うん、好きな女性のタイプは。おお、気になる、気になる、気になる気にならない。逆に気になる、うん、まあ品のいい子ですかね。ああ、品のいい子。あのさっき あのおっぱいブルブルしてるのとか一番嫌いですよ。ああ、できるなら苦手なタイプ。一番品は品のいい、うん、あれ急にめちゃめちゃお金持っとるし、そうめちゃめちゃお金持っとる、始球式なんてポンって出せる。確かに確かに。まあまあ、それが回答ですね、はい、なるほど。一切目合わせてくれなかったけどじゃあ品が悪い側なのかもしれない、はい、うん、芸能人で言うと誰くらいですか。あ、芸能人、芸能人が嫌ですね。ああ、なるほどな。鋭いっていうか、すごい。それは一般人の方がいい。だって芸能界を目指そうとする女の子がなんかもうそもそもやばいじゃないですか、うん、って思います。なるほど、自己顕示欲高い。ダメだ、生放送でこんなん言ったけどでもまあ好きなタイプだから、もちろんそれはありますよ、うん、はい、それはもちろんもちろん。だって逆、この前も撮影した時に、あのチヤホヤされたいとかはないけど、もう本当に仕事と思って SNS やってるって言った。それでここまで知名度得れるってやっぱ賢いっすよ。だってもう全力で何でもしますんでって言って、俺が有名になりたい、歌でも歌う、何でもやるってやってるやつが、売れないやつが5万といるっていうか、 99% はフォロワー1万も達成しない、2万も達成しないけど、鴨本さん
そう思いながらちょろっとやってここまで知名度と確かに確かに出てるからすごいね本気でやったらドボーン、うん、そのスタンスが逆に良かったのかもしれない、ね、あなるほどね、で好感度気にしないっていうね、うん、はいはいはいあそこでめちゃめちゃうるせえやついるなうるさいのがいい、ね、いやでも逆に昨日僕あの配信が終わった後にあの銀座と丸とあの林社長と飲んでたんですよ、はいはいはい、でいやーみたいな、うんあの俺はみたいな大学生の時に、はい、あの林社長と一緒に飲んだみたいなあなんかそうですよあそうだから大学生の時に、はい、そのベンチャー企業でインターンをしていてなんかレペゼンさんのチャンネルで話すような話じゃないんですけどはいはいはい、ぜひぜひでそこで要は営業をやってたんですよインターン生としてはいはいその時のお客さんの一人が林さんだったんですよへえそれでその対応がすごい気に入ってもらってで僕が転職してそこでつまんないって言ってたらじゃあ独立しなよって言って独立をサポートしてくれたんですね。へえ、はい。いや、林さんが、うん、そんな林さんがもうこいつは絶対大物になると思った瞬間があるらしいんですよ。うんはいはい、キャバクラ連れて行った時に、うん、ビッチ連れてこいって言ったのこいつは大物になるって思ったらしいです。はい。じゃあビッチつけろかなんか言ったっていうのは。はい。まあそうそう。大社長がいる前でちょっと、はい。いや生きちゃったってだけですけど、いや、はい、でも林さんがこれ明日生配信で言ってくださいって昨日ベロベロで言ってたんで、はい、僕言っときますって言ったんで、はい、えそんなこんなん言ってる間にもう500人超えました、うん、すごいすごい3500人僕のその、はい、なんかチャンネルって年収チャンネルっていうチャンネルで、はい、いろんなその上場企業だったりとか年収が高い企業の OB 呼んで年収聞くっていう番組なんですよ、はいはいはい、なんでそれで僕そのフォロワー数増やしたんで、はい、僕に来る質問って結構そのキャリアの質問とか今何代でどういう企業に行ってるんですけどあの転職するかどうか迷ってますとか将来独立したいためにこのこういう例えばなんとか物産に行きたいけどそれ正しいですかとかそういうつまんない質問ばっか来るんでレベゼンさんとやっぱ全然こう違う感じになりますよねなるほどなるほど、はい、いやでもやっぱお金を稼ぐってことは日本人共通でやっぱ大事なことですからかなりビジネス学んでて損すること一個もないですから、うん、僕は思います逆にはい逆にただで聞けるだけ俺も確かに間違いないわ天岐阜欲しいってわじゃあ天岐阜配るまたコメント欄で何で欲しいあの見せる系がいいかツイッター系がいいか、うん、TikTok がいいか、はいはい、その多数決でで見せるのでも1桁隠すの方がいいのか2桁隠す方がいいのか確かに確かにで見せてほしいのかどのやり方が一番いいか、うん、なんかでもそうですねスパチャ結構僕宛てに来てくれて本当ですかじゃあ読みましょうレペゼンを知ったきっかけあこれ多分 DJ 社長が一人でこうやって話してる動画ですね40分の、はいうん、あれですね、うん、嬉しいあれであれ全部見ちゃったんですよ、はい、であれ全部見て年近かったのもあって、はい、あすごい面白いなと思ってでそこから起業して多分1年ぐらい、ね、で年収チャンネルを作ってでその動画がやっぱこう頭に残ってたんでやっぱこう2人とか3人で話す方が楽なんですけど、はい、1人で話してる絵ってこう逃げられないじゃないですかもう、うんもう覚悟決まってるというか腹くくってる感じがサムネで分かるんですよ、はいはいはい、つまんなかったらダサいじゃないですか確かにその覚悟を感じるからやっぱ話みんな聞いてくれるんだなと思って、はい、僕も一人でこう話す動画を撮ろうと思って撮ったらそれがそのキャリア系の YouTube では珍しく100万再生超えてそれでなんかチャンネル登録ガッと増えたみたいなことがあったんでそれがまあちょっと、ね、レアトラでも話したんですけど、はい、最初に DJ 社長を知ったきっかけみたいな感じです、はい、ありがとうございます、はい、すごっ確かに あの動画で知ったっていう人は大体、うん、次の動画あたりで幻滅してる、うん、だってそらそう完全で出てくるやつや完全で出てくる動画が全部あツイッターツイッターツイッターってあるんでじゃあツイッターからちょっと当てますでツイッターで当てながらちょっとまたスパチャとか読みながらいきます、うん、同時進行でいきますじゃあツイッターシェアお願いします皆さんで株本社長に聞きたいことがあれば、うん、ぜひ300行くまでずっとやってるんでなんかいっぱい今日は一緒に夜過ごしましょう、はい、一番高い買い物お確かに気になる確かに気になるわ気になるわそれなんだろうなでも買い物個人の買い物で言うと多分そんな大したことない大したのないですよだ財布とかかな財布が一番高いのがですか時計とか車とかじゃないですか、はい、家とかいや家は家賃普通賃貸で、はいはい、
車持ってないです僕。はいはいはい。で時計は、まあ、これ多分高いんですけどもらい物なんですよね。多分何百万かするんですけど、はいはい、買ったので多分財布が100万ぐらいです。100万の財布買ったんですか？ブランドなんですか？エルメス。あ、はい、エルメスのないかぎり100万。確かに確かに。財布で100万初めて聞いた。買えますからね、リエ社長も。いや、まあ、このこれそうはい、いや買えないです。さすがに財布に100万は出せない。しかし、その100万出せるかどうかで言うと、物を選ぶやん、やっぱ、うんうん。これで100万なら出せるってあるけど、財布に100万出せるってことは結構金持ってないとやっぱ。いや、間違いない。確かに。入れるお金ないし。じゃあ僕の画面映してもらっていいですか？ツイッターで当てます。ちょっと一旦。おぉ！あ、じゃあ一番上を当てるっていう、あれがあるんで。はい、写真撮って。おめでとう！みつさん。お、令和の虎ってトレンド1位。え、トレンド1位、令和の虎、やったみんなありがとう、嬉しい。令和マジで当たりました。お、チャンネル登録300万人1位ですよ。え、チャンネル登録者数違う、来た、まだ行ってないのに。じゃあストップお願いします、カモンドさん。ストップ。あ、じゃあここで、あ、あ、でもこれシェアしてない人だ、1個取り繰り下げよう。はい、ソフさん。ストップ、ストップ。はい、おめでとう。じゃあもう一発いきます。チャンネル登録者300万人も入ってるっす。入ってるっすね。あ、深夜帯だから入りやすいんだ。あ、なるほどな。はい、ストップ。野球に来野球に来はいっぱいおる。間違いない、うん、野球に来はいっぱいおるよ、うん、ストップ。はい、桃源郷、いいね。こんな速度で天菊当たってる人たちなかなかいないですよね、うん、はい、やっぱ3日目にしてなかなか慣れてきたんで僕たちも、うん、ストップ。だってストップって言うたびに僕1万円払ってるみたいな感じなんですよね。確かに確かに。そう考えるとなんかもったいない気がしてきました。おい、そんな、また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 そんなそんな。ストップ。はい、うまうまうまじゅん、どんな名前やね。社長、はい、チャンネル登録者300万人がトレンドなんですけど、その上の1個上のトレンドが池江です。あ、じゃあ俺らや、はい、俺ら関係や。イケイが入ってます。イケイが、イケイが上寿司かお願いします。さあ、ミラちゃん、うん、おめでとう。フォロワー105人もおる。いいね、常識ないですって書いてある。常識はなくていいよおーし、じゃあツイッターはこんなもんで、じゃあ銀太さんの TikTok いきます。 TikTok いきましょう。じゃあちょっと待ってくださいね。何人当てるんだっけな。ちょっと待ってくださいね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11やけ。これめっちゃいいじゃないですか。じゃあ1個ちょっと、もう言わなくて、言わなくて。本当ですか。はい、大丈夫ですか。もちろん、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 もちろん。こういうのばっかなんですよ。いいじゃないですか。でも僕こういうの好きですよ。じゃあいきます、当てます。はい、この1ページ、ここ、この人。お、この人。いいよ、ジュリちゃん、おめでとう。失礼して、天木さん当たりました。で、そんなこんな言ってる間に7000もいきますよ。おお、いけ、登録して、登録して。めっちゃペース速くないですか、うん、めっちゃ速い、うん、さっきこれ7000いけ、7000登録してくれ。いきます。いや、トレンド入りしてるし、みんなシェアしてくれてるおかげで。おお、いいね、踊ってくれてる、踊ってくれてる、いいね、ありがとう。やっぱ踊ってくれとるのがなんだかんだ嬉しいな。確かにね、うん、もう一回いきます。この人、おー、踊ってくれてありがとう。いいじゃないのこの人、ありがとうございます。じゃあと一人いきます。はい、はい、じゃあこの人で、おー、ライブ来てくれてるね。あ、俺がゲロ吐いてるシーンだいいな、7000人いきました。やったー、あと3000人。行くばい、これ行くばい、行くばい、行くばい。じゃあちょうど加藤さん宛にスパチャもいっぱい届いてるんで、うん、僕読んでみていいですか、うん、これ結構ガチなし、あれですよ、そうなんですよ、大丈夫ですか。テキーラ飲んだ後の加藤さん、エンジニアファーストさんから、エンジニアキャリア3年目、年収1000万行きたいです。会社員として経験を積むか、フリーランスとしてキャリアを積むか、どっちがおすすめでしょうか。理由も合わせてお願いします。いや、きついな。結構ガチな。この時間にこの質問きついな。僕はゴリゴリフリーランスおすすめですけど、うん、会社員で1000万いきたいって結構きつくないですか、普通に。まあ、エンジニアきついでしょうね。はい。はい、でもなんかこう、
多分とりあえずエンジニアファースト、多分チャンネル YouTube チャンネルですよね。だからとりあえずエンジニアの人はチャンネル登録して、で多分 SES 情報を発信してる番組だと思うんですよ。僕これ知ってるんですよ。はいはいはい。 SES だったりとか、まあ、エンジニアのスキル高めてっていう感じじゃないですか。ちょっとあんま質問回答になってないかもしれない。いや、はい、じゃあ次のですか。ぴょんこさんから、株元社長が思う雑魚の、まあ、共通点知りたい、うん、確かにどこを見て雑魚って思うかってことですよね。スパチャ2400円、まあ、向上心がない人ですかね。ああ、うん、その要は自分が上がるのと他人が下がるのとどっちも相対的には順位上がるじゃないですか、うん、確かに。その中で自分が上がるよりも他人を下げる方の選択しちゃう人はもう雑魚ですね。確かに、めちゃめちゃ深いわ。深いわ、うん、なるほどなるほどなるほど。今質問がめちゃめちゃ届いてます。年商5000万です。事業拡大アドバイスを株元さんにもらうにはどうしたらいいですか。普通に DM LINE アットじゃないですか。まあだからわかんないですけど、はい、会社のホームページに問い合わせしてください。おお確かに。じゃあそんなもんかな。スパチャで今来てるのはちょっと俺の携帯ある、携帯じゃないと、携帯これパソコンで見ると、あ、あったあったあった、え、1万円スパチャしてくれてる人がある。ニート秀吉さん、 YouTuber ニート秀吉です。ぜひレペゼンのトライに出演したいです。プランは山ほどあります。よろしくお願いいたします。どれですかそれ。ニート秀明って言っちゃう。飛んでみてくださいアカウント。確かにチャンネル登録者数見てみたいな。あ、いや飛べない、ちょっと名前なんて飛べない。ニート秀吉っていうのかな。ニート秀吉調べてほしい。ニート秀で、あ、出てきた。登録者数16万人。え、多い。意外といる。雑学チャンネル。なるほど。脇を得る。確かに海賊になりたいやつずるいな。じゃあ出てもらってもいいですけどね。はい、まあ、社長に DM してください。俺に DM か、俺が届かん場合はあの隣に DJ フミヤっていうやつがいる、うん、DJ フミヤってやつのツイッターをググってもらって、はい、あの彼に連絡ください。僕はもうめちゃめちゃ DM 見ないんで、はい、お願いします。じゃあ続いて、せっかく株元さんの質問コーナーの次に青木かのんちゃんって言ったら、聞きたいことをもし青木かのんちゃんに質問したいのありますかね。はい、あるやろ。もう全部聞きたいこといっぱい、全部もうない。逆にでも悩んでる人とかもいるかもしれないですね。あ、確かに。いますか。いや、でも俺整形した時にやっぱなんか社長の動画見て整形振りなんかこう一歩踏み出したみたいな人よく言われたりするけど、意外と多いと思うな、うん、特に性転換の人、性転換はめちゃくちゃ多いと思う、うん、日本みたいな国は。いや、そう、日本はめっちゃ多いと思う。言えないよ、うん、なんかね、やっぱ日本みたいな国はってよりか日本人はやっぱ周りの目気にしすぎないよね、うん、ちょっと、うん、う、結局だってさ、さっきも、うん、あの同じ同級生の女の子と、はい、その股間見せ合いっこしたみたいなこと言ったやん、うん、だからそれってそれでいいやん、友達やし、うん、だからいいわけない、その周りの目気にせずみたいな、はいはい、いいと思っちゃうね、うん、なんかそういうノリで全然、ね、めっちゃ言いたいことは、うん、そうそうそう、俺もそうそうそうと思う、ね、そうそう、そういうの気にしすぎずにみたいな。将来どうなりたいんですか。将来ですか。お、はい、将来はあんまり決まってないです。なんか憧れてる人とか、憧れてなんかこうベンチマークしてる人みたいないるんですか。ベンチマーク、うん、ないんですよ、うん。じゃあ今コメントでめちゃくちゃ来てるのが、うん、青木テキーラってきてます。おいおい、まあ、確かにテキーラ飲んできて、まあ、テキーラしたい収録後なんでちょっと確かに乾杯しますか。はい、わかりました。高月、はい、はい、いやでもコメント今めちゃくちゃ本当青木テキーラ、青木テキーラめちゃめちゃ多い。もう多分恨み買ってんすよさっきまで。敵作ったから。あ、じゃあそこにもう一個グラスがあるんで、はい、どうしますか、どちら飲みますか。大きいグラス、小さいグラス。それは僕男なんで多い方になります。ありがとうございます。はい、同い年なんで。うっす、同い年、うっす、同い年って見えんね。同い年ですか。じゃあ、はい、視聴者のあのリクエストにお答えして乾杯。はい、300万いきたいな。おいしい。あと2500人や。マジ早いよペース。いける。はい。チェイサーないときついな。あ、来ました、コメント。じゃあ青木かのんちゃん。はい。今日のこの2、4、5人の中でやりたい人。はい、金太さん。おお。改造なんで、しかも改造チンコっすよ。え、なんで改造？
いや、僕チンコ改造してるんですよ。パール入れてるとか。パールじゃなくて、あのシリコンリングとシリコンボールを入れてるんですよ。うん、なんでですか。いや、もう普通にあの誘われたんで、うん、入れたらどうって言われたんで、入れておいでよみたいな言われたんで。改造同士ですね。確かに、うん、逆に銀座はもうただただ性格タイプな顔がタイプな、いやもう全て、全部知ってるんですか、俺のこと。あ、もうあの、はい、知ってます。ありがとうございます。もちろんです。じゃあ今夜よろしくお願いします。今夜だ。決まり今夜決まりだしね。野球ね、野球の話でもさっき盛り上がりました。地球芝居やけキャッチボール相手にもなる。確かに。あ、呼んでください呼んでください。タブゴロが頭入らない。やばい。じゃあ次の質問いいですか。はい。欲物ハックエッグさんから質問。ネキさんに質問、まあ質問ね、はい。たまたま取ると性欲減る代わりに食欲と知識欲が増えると聞いたことがありますが、どうですか。全くないです。ただあるのは母乳が出るようになりました。ガチ、はい、ガチびっくりしました。それはたまたまを取ったせい、それともたまたま取った瞬間に母乳出ました。ガチ、はい、人間の体ってすごいな。すごい、はい、すごいな。清水寺の公衆便所で。うん、やばいやな。清水寺のめっちゃ腫れた張ったんですよね。いや、まあ出ちゃうことはしょうがない、まあ、出ちゃうことは仕方ない。なるほどね。いやー、株元さん、はいはい、僕たちがテキーラ飲んだせいかわかんないですけど、うん、株元テキーラアゲインのコメントが今半分以上です。イケーで株元テキーラが半分以上来てます。はい、コメントの半分が株元テキーラってすごくない。いや、逆にすごすぎるでしょ。まとまりすぎやろ、一段鉄人。ちょっと2期とかも飲ませませんか。確かに交流2期でしたっけ。購買やね。確かに。じゃあ逆にこれで青木さん一回、あ、青木さん他に逆に、あ、おいおいおい。ちなみにあの今来てるコメントで、青木さんの性癖なんですか。量じゃないよ。性癖、はい、いや逆に私たまたま取ってから、うん、性欲一切ないんですよ。え、だからさっきたまたま取った後めちゃめちゃやったって言ってた。 あるんですけど、それは感情的な部分です。私は女になれたんだっていう、認めてあげたいみたいな。なるほど。逆に性欲なくなったからこそ割り切ってできるようになったんですよ。なるほど。そうなんですよ。だから私性欲はないんですよ。逆に。いや、でも確かにそ、あのベロベロお酒飲んだ時とかってチンチン立たんけど気持ちで分かる。あ、性欲ってより、うん、なんか同じ感じじゃない、感情でエッチしたいけど、やりたいけど、その本当に俺の体がおちんちん立ってるかっていうと立ってないわけや、うん、その酔っ払った時って、うん、まあ、あ、まあいや、それが正しいかどうか分かんない。じゃあ、はい、視聴者の今コメント欄の9割が株元的なになっちゃってます。なんだけ飲ませたい。やばいわ、やっぱ飲みたい、見たいんですよ。じゃあ、プレゼンのチャンネルやん。いや、誰と乾杯したい。社長、じゃあ飲みましょう。はい、行きましょう。いいっすね。社長だってそもそもこれ一気できる人なんですか。確かに確かに。いや、それの3倍の大きさのやつですからね。僕は普段からなんか、それ僕も本当に弱いんだお酒。じゃあ、いやこれ今日はありがとうございます。こんなもの300万円使っていただいて、おーしゃ、深夜です。うわ、確かに深夜ですよ。じゃあ青木アナウンサー、ありがとうございました。次、誰か購買日記と飲みたいな。購買日記、じゃあ購買日記呼んできます。購買日記連れてきて、はい、ありがとうございました。すいません、お邪魔しました。コメント 95% が今株元的らしい。マイク、マイク渡してあげる。あ、マイク、あ、その購買日記、購買日記にマイクを渡すんですね。そんなこんなであと300人でもう、あと2000人まで行きますよ。これは1時までに行きそうですね。行きそう。購買日記来い。来た来た。いや、でもこいつやっぱめちゃくちゃ先輩に好かれる後輩。いや、そうだと思うっす。間違いないと先輩によると思いますけどね。確かにな。株元さんはあれですか、今何歳ですか。31です。うー、大丈夫。わかります、このアホっぽさ。アホっぽいっていうか、アホですね。100% ですね。普通この見た目だったら怖いとか勝っちゃうじゃないですか。なのにこの見た目で可愛いが勝っちゃう。まあ確かに確かに。わかります。あの、滑舌悪いのがいいっすよね。滑舌悪いですか。悪いでしょ。悪いですよ。
普通こういうの接しづらいじゃないですか、どう考えても。接しやすいじゃないですか、この見た目で。確かに確かに。僕本当にブレイキングダウンパーって行った時に一緒に飯食いに行ったそうで、おごっちゃうよっつって一緒にケバブ食いながら12人気の倒し方聞いてました。はい、優しそうですよね、とにかく。あ、ありがとうございます。でもちょっと銀太に近い。お母さんバラバラにするって言ってました、ね、あ、大丈夫です。バラバラにされても大丈夫です。はい、組み立てるんだと。はい、組み立てるんで。え、おいくつなんですか今？僕は今年23です。23。はい。将来どうなりたいんですか？将来は、あの、宇宙に行って。いやー、宇宙に行って。ホリエモンさんのロケットとか、うん、イーロン・マスクさんのロケット、多分民間で50億ぐらいで多分売るようになってるんで、うん、でそれに安眠ポット入れて、あの、宇宙飛び立って、でもう地球帰ってこずに、で数百万年後ぐらいにまあ物資5年分の食料が尽きた時に、あの、安眠ポットに入って俺の脳のデータをバックアップしとって、その安眠ポットに俺の死体を保管できるように。アンミンポットって何ですか？いや、体を、できるだけ保管するポットみたいな。で、なんか安らぎながら死ねるポットみたいな。いつでもなんか死ぬ時になったらそのアンミンポットに入って、まあ、クライオニクスみたいな感じですかね、あの、冷凍保存みたいな。あ、はい、で、数百万年後か、まあ、早ければ数十年後に宇宙人が俺のことを見つけてくれて、俺の今この見とるこの光景とか記憶をバックアップして全部復元して、また同じ地球ができてアダムになるっていう。アダムになる。アダムになる。そうそう、アダムね。イブが必要だよ。はい、確かにイブ必要だよ。そう、イブが必要だよ。で、2035年まで。ホーマニキのイブのオナホール室。あ、そう。ホーマニキのイブのオナホール。そう、そういうことを考えたんです。ありがとうございました。初めて関わる人種じゃないですか。そうですね、僕なんか中高が私立って小中高私立だったんですよ、うん、ヤンキーっていうのがいなかったんですよ、うん、どこなんですか地元は。東京です。あ、東京、はい、東京。なんでそのクローズとかああいうのを読んだ時に、それこそ何ですか、さっきのあのいねえよなってやつ何でしたっけ、スーパー、あー、なんだっけ、あー、そう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 、とかもうなんかあの空想の世界というか、全くピンとこない感じだったんで、はいはい、まあ、別にヤンキーじゃないかもしれないですけど、はいはいはい、ヤンキーでしょあれは。ヤンキーでしょ、はいはい、だ結構僕コメントでヤンキーに昔いじめられてそうみたいな書かれるんですけど、ヤンキーっていうものをそもそも知らないっていうので、はいはい、そういう意味でピンとこないみたいなところがありますね。東京ってヤンキーいないんですか？いや、いると思うんですけど、あ、まあ簡単に言うと進学校だったんですよ、うんうん、なんでヤンキーは僕の学校いなかったんですよね。関わってこなかったってことですね。そうなんですよ、だから小学校から私立だったんですね。そうですね、確かに。そうだな、私立っていうのはどういうこと？なんか要は早稲田、私立が分かるってこと？そう、早稲田慶応に受かっても県で浪人するんですよ。幼稚園、え、うん、そういうそのレベルですか？幼稚園で受験がある。早稲田慶応に受かっても浪人する。そうっていう人いっぱいいるような。え、何、東大に行きたいってことですか？じゃあ東大とか、あの、宮廷大って言われる、そう、東工大一橋とか、はいはい、わかる。まあ、別にそんな、なんか、いや、東宝ってとこなんですけど、キリトモって書いて東宝ってとこなんですけど、まあ、別にそんな超あれじゃないですよ、多分そのそこそこぐらいですけど。なんでその東宝にはヤンキーいなかったんですよ。はい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 、はい、っていうのもあって、そういう意味で本当に初めて関わるっていう感じですね。逆になんか、はい、僕はあの小学校多分3年ぐらいしか行ってなくて、で中学校がもうほぼ1年2年行くか行かんかぐらい、うん、で中卒で逆の。中卒じゃないよ、今の話聞いてもらって。お前小学校の卒業できたよ。え、ね、今の話です。そうっす、逆の、全く逆の人生。逆やな。半分行ってなかった。え、ちょっと待って、8000人行きました。うわー、あと2000人や。見えてきた、見えてきたよ、これいいやん、勾配引き。あれね、いいやん、うん、じゃあ逆に今から勾配引きに質問したいこと聞いてみる。だって小学校も卒業してないようなやつ、やっぱ逆に聞いてみたいですよね。確かに確かに、ね、一周回ってましたよね、だって将来になりたいあれは。よく回ってたっすね、あれは。トータルで3年ぐらい行ったの？そうですね、トータルで、そうですね。ん？だけどほんま、あの、文字も書けなくて、
あ、じゃあスパチャで、チュニャッコさんから、はい、マル君テキーラ2杯飲んでほしい。まあこれ視聴者のね、ちょっと、まあまあ、はい、しゃあないですよね。じゃあちょっとマルさん、まあでもテキーラ2杯飲んだらちょうどなくなるぐらいなので、確かに、はい、これはもう仕上げてもらって、うん、はい、まあ、スパチャが来とけんね、これだってお金もらわずに普段あんだけ歌舞伎で生きがってテキーラ飲んだらもうこんなお金もらってまでね、うん、金もらって飲めるというお酒が、そうよ、そんないいことはない。購買日記に質問あったらコメントください。今いやでもすごい伸び、伸びめちゃめちゃいいっすよ。すごい、めちゃめちゃ伸びてる。伸び伸び、これは本当に300万見えてきましたね。見えてきました。いいですか、逆にそんなタイミングに。いや、お願いしますよ。いいですか、今日神回ですよ。購買日記、歯ありますかって質問来て、歯ありますか。歯あります。でもこれ全部こっち2つ作り物で、こっち側のチャリで顔面からこけてなくなって、こっちはバイクで顔面からなくなったですね。チャリ乗るのやめたら。普通に、うん、もうその二輪に乗るのやめり、もう車とかにし、そうですね、車でも、うん、じゃあありがとうございます。あ、お願いします。マルさんいかんで、いけー、スパチャのあれなんで2杯分だって、これ2杯分でつきました。わ、購買日記、これ答えれんかったら NG でも大丈夫やけど、はい、視聴者からの質問です。経験人数は、経験人数、はい、俺あのほんまにその付き合った人が、そうですね、付き合った人5人と、え、あとまあ職人さん、そういうこと、どういうこと、デイヘル風俗ってこと、そうですね、あ、職人ってそういうことか。あ初めて聞いたその言い方。プロを入れたら、まあでもプロは入れんとよ。プロは入れないんだよ。でもほんま多分10人ぐらいですね。あ、全10人、10人ぐらい、え、プロ、じゃあ10人に行きよ、10人に行きよ、お前10人に行きよ。さっきオフパコの仕方教えてあげたっす、うん、ああ教えとったね、はい、教えてあげたっす、オフパコの仕方。あと今、まあ、スパチャで10、あ、購買日記が生まれ変われるなら何になりたい、はい、ああのさっきも話してたんですけど、30ぐらいになったらちょっと性転換してみたいですね。え、そうです、本当に。そうっすね、なんかさっき聞いたんですけど、あのなるってなるものになれるらしいんで、切って、女になりたいと。そうですね、ちょっと男へ、まあ、20後半終わって30半ばぐらいになったらもう飽きるんじゃねんかなと思って。男に、男にちょっと女になって飽きるって何。いや、結婚願望とかないってこと。結婚願望はあんまり今のとこないっす。なるほどなるほどなるほど、それはそれで思う。あとじゃあタさん、タンさんから2期飲んでって来てます、はい、じゃあそのテキラ最後ラスト、それもそのままピュッていっちゃってもらって、いただきます。はい、じゃあ帰りはキントンを押して帰ってください。はは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 、飲酒運転はもう僕は忘れないで、はい、押してください。チャリは押して帰ってください。そうだ、めちゃくちゃ怖えわ。あいつらと一緒じゃないですか、北海道のやつ。確かに。あのコメントで夜桜さんから30からは遅いって来てる、性転換。確かに男は結構30からモテますけど、女の子はやっぱ20とか25とかが一番モテるタイミングである。だけど女の子が男になるのに30からやったら理にかなっとうと、モテるタイミングをどっちも相談しようって。けど男が女になるのに30は確かに理にかなってないから、モテるっていう意味だよね。確かに確かに。あ、それはちょっときついかもしれないですね。でもまあでも性転換きついぞ。性転換だけきついぞ。性転換きついぞ。おもろ。あ、購買日記に質問です。はい。21-9は。21-9。お、4。21-9ですよね。3。ちょっと待ってください。1。じゃろ。はい。21-9、8ですね。違う、18ですね。答えられなかったらテキーラ飲んでください。答えられない、飲んでください。何や、
お酒ちょっとまだなんかあれば行ってないわこれは本当にショット系のなんかあればあないじゃあ適当にもう持ってきてもらえたらはいあと1500人まで来ましたねあと1500人だうわいや酔っ払って楽しくなってきたすごくお願いしますだって今スパチャから順に呼んどんのよスパチャのほとんどがお酒系なのよなるほどねそうもう本当はマルテキーラ追加とかリチャちゃんからとか、うん、あとあえ年収チャンネルから来てますよお来た今緊張してますか年収チャンネルのメンバーの山本ってやつから来てますね最初緊張しました正直あ本当ですか、うん、してました今はもう酔っ払ってしてないちょっと酔っ払ってますよ緊張してるように見えたもん見えながら最初緊張しますよそりゃ嬉しいです、ね年収チャンネルみんなチャンネル登録してくださいねしてくださいお願いします概要欄に貼ってあるんで概要はい、はいはい、URL ただねあの最初に動画の最初に高学歴なら稼げっていう確かにそうですよねそんな感じのなんか出てきちゃうんですよあ、はい、今出てこないか、はい、なんで多分そのあんま対象じゃない人は不快に思うチャンネルなんですけど、はい、あえてそれ見てクソとあ世の中はこんなに稼いでいい思いしてるやつがいっぱいいるんだと、うん、はいはいはいっていうところを知って自分の原動力にしてもらいたいですねなるほど、なるほど僕でもそっち系の方が僕刺さるタイプなんですよあ、ほんですか君でもできるって言われるより、うん、お前なんてできないって言われた方が頑張れるタイプなんですよ、うんうんうん、だからうわーみたいな、うん、はいでも株主社長が好きって言ってくれたのが一番嬉しかったいやめっちゃ、うん、いやあ、ほんですか意外やったよね全編見た人は全員好きそうじゃないですかはいはいはい確かになんとなくわかるよねそうそうそういやもう本当だからなんかマンションの上からなんか落としてそれ食う見るなんか動画とか生卵が懐かしいわはいはいはいしょうもない動画だけどおもろいなと思いながら、はい、ありがとうございます、はい、最近あの丸さんが空飛べるかどうか企画でプール飛び込むみたいな丸さん頑張って考えたんだろうなみたいなあの動画見てるってめっちゃいいですよ本当にでリレー社長が多分全員に一人ずつ企画持ってこいと作ってこいとはいはいはいで撮らせて のそれぞれのパフォーマンス見ながら判断していこうっていう戦略を取ってんだろうなってこう想像するわけですよなるほどなるほどだけど実際に撮らせてみたらこの企画力に差が出るわけじゃないそこでこうどうやって判断するのかっていうのはやっぱこう見てて勉強になるわけですよだし最初の方って DJ 社長 DJ 社長ってずっと出してたんだけど、はい、そのままだとやっぱダメだかって言ってこう個人の DJ 社長があえて出ない動画がこう出てたりとかっていうので、はいはい、こうファンをこう分散化してチームとして強くなろうとしてんだろうなみたいなところもこうあなるほどこうやってこうフォロワーをつけてこう DJ 社長じゃなくて俗人下げてチームとレペゼン地球レペゼンフォックスとしてこう強くなってこうしてるんだろうなっていうのを見て勉強したりとか経営者さん、YouTube そう見るんですかすごいな見るところが違うんだよねめちゃめちゃ嬉しい普通に見てもらってることがやっぱ勉強になりますよねだからもちろんこうね皆さんこうご存知かと思いますけどやっぱこうSNS マーケはもちろんですけどやっぱりここまでこうよどみなく目標に対してこう最短距離で進もうとこうできるっていう、うん、それをしかも公言できるっていう経営者って世の中そんな多くないんですよ、うん、やっぱり何かに自分の欲望だったりとかっていうのがなんか途中ブレたりとかして、うん、途中でなんかこうブレたりして本当にこの人ついていっていいんだろうかっていうのがやっぱ大体の社長ってこうそういうのが出ちゃってこう人のグリップで大体悩むんですよだけど D 社長といるともうよどみなくいやだから僕はここ目指すんで選択肢はこれしかないじゃないですかっていうのを綺麗な目で言うじゃないですか、うん、こんな社長世の中なかなかいないんでやっぱねもちろん皆さん優秀だってのもあると思うんですけどそこに入ったっていうのが結構こう運が良かったというか、うん、すごい僕もなんか羨ましく思いますよね、うん、すげえすげえいや偉そうにしますねめちゃめちゃ嬉しいです こういうこと言われることがないそうなさすぎるんで川本さんに言われるのがめちゃめちゃ嬉しい本当に嬉しいですだからその事業内容がたまたま違うだけで多分別の事業やってたとしても DJ 社長は成功してると思いますよそれ目標に対して最短距離をもう迷わず突き進むんで、はい、安心してついていけるじゃないですか そうですね、そういうリーダーシップってなかなかないんですよ特に20代の社長とかだと、うん
一回なんか美味しい話とかだったら一回貨物さんに話してどうでしょうね。確かに確かにすごいっすよね。いや嬉しいです。でも最短距離を行こうと思うかばかりによく詐欺とかにあっちゃうんで、そういうのをやっぱ精査してます。そういうのにやっぱ振り回されたらなんで、はい、確かにそうですね。いや振り回しちゃってるなとは思ってるんですけど、本当に嬉しいです。でもすげえな、めちゃくちゃやっぱ嬉しいですね。本当に嬉しいです。一番やっぱ社長がそのレアから出て帰ってきた時に、小松さんが俺らのことね一応好きだったんだよねって言ってたから、嬉しそうにそうなんだみたいな。いや、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。こんなね、300万人の時にね、出れるなんてすごい嬉しいですよ。いやいや、僕逆に嬉しいです。もう本当に行くっすよ。もうこれ行って、もう行きそうっすよ。やばいよ、これは。来たっすよ、お酒も。攻めろ、これ。コメント欄がまた半分以上が株元的になってるんですけど、今、この現場にテキーラがなくなりました。たまたま歳三さんが持ってきた。はい。なんで、もう、お酒が氷結しか入ってないんで、とりあえずちょっとあのトイレ行ってきていいですか。もちろんです。はい、2万9000人いったら、じゃあちょっといっぱい飲みましょう。じゃあ、わあ、おお、いいっすね。じゃあ、マルモマイク外して。もちろん、あ、つけっぱでも大丈夫らしいですよ。あ、嬉しい。でも、コメント欄がもうずっとカモントテキーラカモントテキーラばっかやで、一回酒飲み始めるとこうなるんですね。うん、じゃあ逆に購買にここ来てみる。あの戻ってくるまで。はい。コメント欄に歳三もカムバックも来とんね。ああ。あいつの呼んだら結構荒れそうだな。あ、そうだ。300行った後に呼ぶぐらいの方がいいかも。ああ。購買日記。購買日記。うえ。購買日記への。銀太並ぶ？確かに。銀太並んでよ。いや、俺めっちゃ銀太二等と思うよ。やっぱね、購買日記の銀太二等、俺の中ではやっぱ。マジで俺二等と思うよ。銀太もめっちゃやっぱ先輩から好かれる後輩感がやっぱ。みんな似てますか？俺的には一回二人で、兄貴。じゃあ今度じゃあ YouTube 撮ろう。あー、ありがとうございます。二人でボケ合おう。ツッコミ不在。ツッコミ不在。ツッコミ不在。怖いな。怖いことになる。じゃあ、お二方で乾杯していただいて。じゃあもう300万人絶対に行くんで、これこれ行きそう、行きそう、絶対行きそう、はい、5分かかるか10分かかるか1時間かかるか2時間かかるかだけの話で、行くまでやるんで。じゃあ似た者同士乾杯。乾杯。みんなちゃんと来るか、よろしく。よろしく。うまっ。絶対うまくねえやろ。はよくん、お酒は好きなの？あんまり飲まないです。飲まないんだ。あ、だね、普段チャリで来てるから飲めないよね。そうです。そっかそっか。じゃあキントン今日押して。多分タクシーに乗せるから。本当に押して帰るから。それこそこの前めっちゃ可愛かったのが、あの招き猫で生配信してる時に来てくれたんです。カラオケでね。この後自分ちょっと新宿行かないといけなくてみたいな。絶対もんなやんって言ったら。僕ら連れてってもらってとか話しようのがもう可愛かった。捕まえたんだ女。いや、そうっすね、ちょっとプレゼントくれるっつってね。かわいいな。かわいい。あ、すいません、かまどさん。逆に逆に、あ、もう、おお、1000人。やばい、2000。それでかい。じゃあ299万9000。かまさん真ん中行くらいですか。あ、そうす。いや、やっぱもうコメント欄のほとんどが株元飲ませろでやっぱ多いんですよね。でもやっぱ歳三とも来てるからもう全部祭りする。あと1000人やし。じゃあ皆さん来てください。出たい人全員出る。確かに確かに。あんまり訳分かんなくなっちゃう。訳分かんなくなったら出します。でもいいっすよね、もうこれ延長なんで今日は。確かに、はい、延長なんで今見てくれてる人も、え、同説3万いる。ガチ。おー、俺同説数見てなかった今。この時間帯ですごいわ。ひょっとしたら顔の社長が飲めば飲むほど。夜中の1時で同説3万なんてありえないですよ。確かに嬉しい。すごい。びっくりした。なんならだって上がってますからね。来た、歳三。歳三来た。ごめん、勝負になったからな。じゃあ乾杯。礼儀乾杯。いやでもコメント欄で歳三呼び戻せが結構多かったよ。マジですか。あ、やっぱな、あ、当たり前。そういうこと言うと返せ、帰れって言われるよ。嘘、冗談っす。
あと1000人やで、あと1000人、奇跡の瞬間だねこれ。いやほらこれ本当に初めて、本当にないよね俺らこんなこと感動なんちゃうこと。ハテニャンが出たそうです。ハテニャン怖い。すいません。出たす。これ出せたよ。これ。これからつった。コップみたいな。12位。飲んだのが分かるのがやっぱコップの方が。持てちゃんと探しきれ。あ。あれ。あら。止まっちゃってる？ラグかな？じゃあこれラグですね。なんでお前が分かるの？なんでお前が分かるの？おかしいやろ。止まってんな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 。後ろのせいか。後ろのせいじゃん。やはりやのせいに。誰のせいだ。俺が起きないんだ。あれも確かになんか電波悪くなってきた。今一回出てみます。あれ？ちょっと待って。電波がない今。え今。このスタジオの電波がない。あ消えたっすね今なんか。あれ？スタジオ消えた。ほらほら見て俺の画面。どっきりですか俺が？ジャミングだし。なくなった。電波がなくなった。今 YouTube 見てる。え配信は行われてるっすか？分からん。あで配信行われてんじゃない？これで消えたりしたら。なんかそう。え電波切れてます？いや。これ自体はいやじゃあそれ時差あるけ1分ぐらい時差がある。確かにない電波ない。あでもあれ電波なくなった。でもあれあります。確かにえありますみんな見えてます。見えてる。やってます。やってはいる。見えてはいるっぽいな。ご時世電波あそこの場所がなくなったね。みんな見えてますか。見れてますか。見れてるって来てる。見れてるって来てる。ああよかった。じゃあ画面越しに行く。でもあの人数が見えてないよ。なんでバーケーさんの。え？兄ちゃんっていう人から1万2000円のスパチャが届いとって、ありがとうございます。300万人記念で私のロールスロイスにサインが欲しいって。ロールスロイス乗ってんの。あれが。じゃあ1万2000円じゃなくて5万円くれ。ロールスロイス乗ったんだら。ロールスロイス乗ったんだったら。えでもあコメント欄見えてるって書いてある。よかった。切れとよりましょう。見えてる。じゃあハデヤンカムバック。確かに何人ってやつ。何人ってやつ。あと何人ってやつ。300万ワンチャン。確かにこれが見えるなら見逃す。これ超えたらダメっすね。同説 3.2 万だ。所長のそれ繋がって見れないですよ。いやこれ見えんの今。サーバーが見つかってない。え俺テザリングしよう。さすがにテザリングで。ちょっと待ってマジ。ちょっとだけ寒いですね。大丈夫。本当に普通に見れてますけどね。突然ともハッピースタジオの Wi-Fi が悪くなった場合これは誰に言えばいいんですか。ともハッピーには切れよ。明日ともハッピーの時間見えてない。あ来た来た来た。いやじゃあこれ俺がテザリング飛ばしただけ。あそっちの、あの僕のテザリング飛ばしますよ。ちょっと待ってください。人数見えないよりかは僕のテザリング。確かに。僕のテザリングに繋いでください。300万いくかもしれない。結構勢いすごかった。あと1000人やけんだって。ちょっと待って、こんなタイミングで見えない。これでここまで来て見逃すわ。ちょっと。いや、間違いないな。もう、あと1000人。いや、でもあり得るよ。これあり得るけん、でも。そんなこと嫌やろ。普段どれぐらい飲まれるんですか。え、もう結構飲まれてらっしゃる。おつまみつまる。すでに結構もう平均より飲んでますよ。いいっすね。今から志願したいっすね。じゃあレバノントラとか出る前にカモチョとかいっぱい飲ませる。いやもうそうやばいっす。すぐ溶ける金が。終わりだな。映ってます。配信自体は見れるっちゃ見れる。え？数字？数字が？数字が出てない。あ、なるほど。数字を出します。もう一回。これ数字出たら300万。300万ちょいとか言ったらちょっと嫌だ。もう一回つなぎ直す。できます。こんな直前で切れることある？いや。ね。誰かの仕業っすねこれ。それやったら消去法でどっちかよ。そうお前ら二人が入ってきた瞬間消去法で信じないかはあなたしかいない。俺ではないです。トルネード。確かにトルネード。俺か旋風を巻き起こした。旋風を巻き起こした。
あでも確かにでもライブ配信終わっちゃってますね。ええ、マジっすか、マジっすか、ちょっと笑えないっすか、え終わってない、あえ終わってないか、多分止まってはない、終わってないわ、はい、ごめんなさいごめんなさい、そうそうそう、びっくりした、すいません、グイです。怖い、お前が飲めよ、お前が飲めよ、そういうこと言えるお前じゃないだろ。ガグイですよ、お前ナッシング。なんかでも僕が普段一番年下であることが多いんで、確かに最年少だ、はい、こんななんかみんな、 なんか年下の人に囲まれるの久々ですよ。光栄です、うん、光栄です。もっとおもろいこと喋れよお前ら。うわー、それは後で喋れ。うわー、撮影が終わった後に。ちょ待ってよ、もうじゃあ俺無理やり出すわ。お願いします。そんな無理やり無理やり出す方法あるよ、うん、お、パソコンに出すんですか。はい、もちろんです。あ、なるほどね、行きました。僕のこれ、あ、いいね、いいね、無理やりだ、それだけになるのは違う。ちょ、俺らが間違いないよ、おかしいやろ、あ、減ってる、これ減ってる、おかしい。お、いってる、いってる、カメラ向けときましょう、カメラに向けよう、いいんじゃないですか、それで普通に今その画面映しておけば。いやでもこっちで見えてるんで、うん、あと700人です。あと700人、みんな頼んだよ、言いますか、はい、Wi-Fi さんに多分つなげれたら、おお、来た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 、まだ早い、まだ早い、みんなお願いします、いけ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 、新曲流しながら行く、すぐ行くぞこれ、マジで、マジすぐ行く、マジでみんなのサプライズで1000万とか行ってもいいよ。マジやろ、これやっべえな、これ行くね、これ行くね、これ行くね、行くね、早い、もっとスピード上げよう、もっとスピード上げよう、行ってくれよ、おー20増えた、おー20増えた、おー、これもうマジで行くじゃない、もう行くわよ、早い、早すぎる、早すぎる、あと200、あと200、もう考えちゃう、行け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 、いいよいいよいいよ、やらも諦めないな、ありがとう、ありがとうございます、それで僕300万に達成しました、株元大社長おかげさまです、ありがとうございます、乾杯、貴重な場に、はい、ありがとうございます、よく分かんないけど乾杯。
大丈夫だよ。嬉しいよこれ。やったー。なんか初めてですよ。確かに。本当に初めてです。僕こういうこれやるの。300万人初めてだ。こうやって遊ぼうとしようやつがおろうが、これ300万切らせようと。ああでもほら、もう諦める。100万2回言ってるんで実質400万ですよ。じゃあどういうことどういうことどういうこと、難しい難しい難しい。300万払って。すげえな。一旦達成して。そして僕は30歳の誕生日です。よっ。ありがとうございます。もうみんなも突然今日呼ばれて、ここまで来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。もう夜中の1時だ。え？そうなんや。夜中の1時。マジや。すげえな。けど同説で 3.2 万人が見た。すごい。すげえ。ありがとうございます。ドーム埋まるレベルやねこれ。いや、こんな時間に。ありがとう。ありがとうございます。僕らも夢もらえますね。確かに。ドリームもらえると。嬉しい。すげえわ。やっと300万人って言える。確かに。確かに。本当に280万って。そこでずっとあれ止まっとった、止まっとった。確かに。なんなら減ったぐらいやったし。海外進出してめっちゃ減ったもん。減ったね。けどまた増えた。嬉しい。これは嬉しいな。いや、さすがルテゼンさんです。終わりました。どうしました。僕は何もでも朝まで伸びそうな気がするんですけど、300万人行くまでみたいなちょっと企画なんで、どうします、カモンさん。いやいや、今日のやっぱ大株主なんで、はい、カモンさん判断で。いや、なんかもうこれで終わるのが一番いいんじゃないですか。確かに。誰なら行かずに。まあ、ノルノマンとか置いといて、はい。はいはい、配信は一旦ここで、うん、確かに。いやラッキーだ、俺もこんな場に入れて。うわあ、嬉しい。ちょうど僕覚えてるんですけど、鴨本さんが見たその好きなことで生きていくって僕動画出したじゃないですか、はい、あの時チャンネル登録者数30万ぐらいだったんですよ。あ、そうなんですか。ちょうど30万ぐらいだった。その時で今300万ですよ。すごい、10倍になりました。あのから10倍に。出るか、やっぱさっき出るか。じゃあ、はい、乾杯で最後この配信終わっても大丈夫ですか。はい、今日夜中の1時までこんな3万2000人の人がどうぞ見てもらってありがとうございます。ありがとうございます。皆さんのおかげで300人突破できました。これからもレペゼンフォックよろしくお願いします。世界一になるんで応援してお願いします。乾杯。